テレ東ビズ。テレ東経済ニュースアカデミー豊島新作です。今回はですね、このコンテンツで今までお伝えしてきたベストセラー本の要約についての動画ですとか、あるいはそのキーワード、今さら聞けないキーワードについてのトーク解説動画などの総集編をお届けしていきたいと思います。Facebook の失墜、今のメタですね、 Facebook の失墜についての本についてトークした動画ですとか、今さら人に聞けないですねテックワード、DAO、Web3、メタバースなどについてのトークですとか、複数のベストセラー本の解説、そして掃除機メーカーとして知られるダイソンの創業者、ジェームズ・ダイソン氏へのインタビューなどもお伝えしていきます。ジェームズ・ダイソン氏はですね、ダイソンが EV に進出しようとして、電気自動車ですね、そして諦めて撤退するその背景などを聞いています。どうぞまとめ動画としてご覧ください。日々の経済ニュースをアカデミックにお伝えするテレ東経済ニュースアカデミーです。今回はですね、ビッグテック企業Facebook についてのお話です。こちらの本、 Facebook の失墜という本なんですけれども、 Facebook 大丈夫かと、虚偽情報を蔓延させたですとか、個人情報の管理どうなってるんだとか、いろんな批判ありました。実は Facebook の中ではこのアグリートゥルース、これ本の題名アグリートゥルースというんですけれども、かなり醜い真実があった、経営トップマネジメントはそれを管理できていなかったのではないかというようなことを告発した本になっています。そして解説いただくのは、いつも通りメイン講師の早稲田大学ビジネススクールの入山章恵先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。入山先生、この本、はい、書評も書かれたということで注目されていると。実は少し前に、この本読んでですね、これはなかなか衝撃的な本だなと。そうですね、この本ですね、多分2つぐらい、いろいろ論点はあると思うんですけれども、もうとにかくやっぱスタートアップで人と人をつなぐという、かなりピュアな目的で始まったスタートアップが、もう世界的な大企業になり、もう何百万何千万何億人というユーザーを使うと、そんな中である種こう責任が伴ってくるわけじゃないですか。そうですね。で、いろんな情報、例えばヘイトだったりとか、暴力を煽るようなものを実際拡散させることになってしまい、それにフェイスブック、これ対応できたのかという。でやっぱりどうしてもマーク・ザッカーバーグと、経営を主にこうやっていたといわれるシェリル・サンドバーグ、この2人って割とこう輝ける星みたいに、かなりポジティブに見られてた。特に、サンドバーグなんていうのは、ザッカーバーグも第二のジョブズって言われたり、サンドバーグも、リーンっていう本が出ても働く女性の代表みたいな、みたいな言われて、どちらかというと、日本だとまだ綺麗なイメージも強いですよね。強いですよね。ただやっぱりその一連の過程の中で、やっぱりザッカーバーグとシェリー・サンドバーグのその評価をもう、地に落ちたまで言い過ぎかもしれないですけど、相当この2人問題あったんじゃないかというようなことを告発する内容にもなってますね。そうですね。で、私も個人的に Facebook 使ってますし、すごく便利なサービスだと思いますし、好きなところはいっぱいあるんですけど、ただ結構実は私の周りでも最近、結構ね、Facebook を、すみません、批判する方多いんですよ。で、特に今シリコンバレーの方だと、ズバリ言うともね、 Facebook で働いてるのが恥ずかしい、恥ずかしい、クールじゃない、クールじゃないっていうふうに言う風潮もあるらしくて、日本でも実は、私の知り合いの起業家なんですけど、もう Facebook のサービスを使わないと、使うのはかっこよくないんだという、社会に良くないみたいな。で、僕はなんでこんな便利なサービスをね、そこまで言うのかなというふうに、個人的に思ってる部分もあったし、今もちょっとそういうのあるんですけど、ただこの本を読むと、やっぱ中相当あったんだなっていうことは、すごいですよね。本当に。だからこの本の中で初めて明らかになっている真実ももちろんありますし、幹部のメールですとかやり取りみたいなところも、幹部の社内でのメモなんかも結構明らかになってたりするんですよね。なので、事実上、Facebook、その働くことクールじゃないみたいな話っていうのは、もう Facebook がある種大企業的にも、もう超大企業ですけども、スタートアップが急成長して大企業になって、それが歪みが生まれてくるようなところ、そのあたりもちょっと入山先生に伺っていきたいんですけれども、特にですね、この本の中でかなり衝撃的というか、かなり社内で議論を起こしたメモというのが紹介されていて、それは何かというとですね、Facebook というのはとにかく人と人をつなぐっていうミッションの下で来たと。で、ずっとそれで、それが、ただいろんな人をつないで、個人情報の扱いどうなってるの、情報をもう拡散させて、本当に正しくないような情報が拡散されたり、暴力を煽ったりとかして相当批判も浴びる中で、ただやっぱりフェイスブックというのは人はつなぎ続けなきゃいけない。フェイスブックといえばね、このコネクトっていう、つなぐっていうのをミッションにしてるっていうの、これすごい有名な話ですよね。で、そこにあくまで我々はコミットしてるけど、批判がすごい出た時に、ある幹部が、
それでも我々は 人々をつなぐんだと。ユーザーが良くない使い方をすれば、それしたつながりはネガティブなものにはなる、うん、いじめにあった誰かの命を奪うことになるかもしれません。私たちのツールを使ったテロで誰かが命を落とすかもしれません。それでも私たちは人と人とをつなぐのですというふうに言い切ってる。で、まあもうミッションにコミットするんだと。ただこれに関しては確かにミッションはそうなんだろうけど、もう相当な論争が巻き起こった社内でね。社内でね。いやだってね、人の命を奪うことを、まあ是とはしないでも受け入れてもいいっていうような、そうですね、そういう取られかねないような、まあ、メモなわけですよね、うん、だからもうあくまでビジネス、それは同時に、まあ、かなりのお金を稼いでますから、売り上げを立ててますから、はい、ビジネス優先じゃないかみたいな論争が起こって、はい、まあ、もちろんそのブレクジットですとか、あるいはそのトランプ大統領の誕生とか、いろんな政治的な動きにフェイスブック相当な役割を果たしたので、はい、そのまあ政治的な意見の対立みたいなのももちろんあったと思うんですけれども、うん、相当エンジニアの中でも対立があって、はい、でマスコミに情報をリークしたり、これうちの会社こんなことやってて本当にいいのかみたいな。でそうすると経営サイドもとにかく従業員の動きを全部監視して、うん、マスコミに情報を打った裏切り者をすぐに見つけてクリーンするとかですね。フェイスブックってこれ見ると実は社内で社員の行動全部チェックしてるんですよね。で誰がどう検索して、実はこれ初期の方はね、実はフェイスブックの社員が自分がデートしたい女の子を女性のフェイスブックで検索して個人情報を得るみたいなことを実際やってたみたいな、マジかよみたいなね。だからフェイスブックのエンジニアだと、その例えば自分がデートした女性の個人的なメッセージとか見れちゃうから、それでトラッキングしてってっていうのも、まあそれ書いてあって、それ社員はもちろん処分されていくわけなんですが、まさにそういったですね、フェイスブック内部のもうかなり赤裸々なところが書いてあって、これを読むとやっぱり相当サンドバーグもザッカーバーグもやっぱ全然グリップできてなかったし、はい、むしろこれ利益を優先させていったんじゃないかっていうのも取られても本当におかしくない。もうこの本で事実上あの二人の名声かなりドンと落ちるような格好になってると思うんですよね。これですね、この本のどこかに書いてあったと思うんですが、はい、これ私結構印象深いなって思ってたところなんですけど、はい、Facebook と Google、はいはい、両方で働いた社員さんの言葉っていうのがこの本に書いてありまして、はいはい、でやっぱり Google はもちろん Google もデータを扱い、ある意味個人情報を扱う会社なわけですけど、やっぱり価値観というものを醸成するっていうことをものすごく大事にしている会社だと言うんですよね。で、とにかく単純にこの、まあ、テクノロジーで利益を追求するだけじゃなくて、我々はどういう価値観で世の中を良くしていかなきゃいけないのかっていうこと、まあ、いわゆる企業文化とか哲学みたいなのを植え付けるっていうのは実は徹底的にやってると。なるほど。でこれ別に僕は Google を褒めて Facebook を落とすってつもりはないんですけど、ただこの本の中ではその方は一方 Facebook にはそれがないっていうんですよね。なるほど。でこれはおそらくなんですけど、この本読んでくるとやっぱりそのマーク・ザッカーバーグという創業者と、もう一人当然柱になっているのがシェリル・サンドバーグで、はいはい、Google から来るわけですよね。そうですね、まさに Google から来たわけですけど、はい、ちょっと私から見るともしかしたらこのサンドバーグを中心に、まあ、会社の経営をしていく中で優秀な人材を集めていくわけですよね、うん、で優秀は優秀なんですけど、そこで我々は何を正義にして何を大事にして何を最低限守らなきゃいけないのかっていうその価値観というものを、うん、もしかしたらサンドバーグ自身もしっかり持ってなかったのかもしれないし、サンドバーグがある種そういうのを作ることに失敗したという側面もあるのかもしれないなというふうに僕自身はちょっとこの本を読む限りですけどね、なるほど、ちょっと見えてくるということです。サンドバーグもね、もちろん素晴らしい人で、まあ、スーパーエリートじゃないですか、はいはい、ハーバード大学を出てね、ローレン・サマーズで元財務長官 のアシスタントをやるぐらいの、はい、とてつもない能力の方なんだけれども、その能力の高さとそれとは違うところでその価値観ですよね。で特に、まあ、Facebook のような会社っていうのはあっという間に大きくなってしまって、はいはいはい、あっという間に世界中の人の個人情報を握って、ある意味それを操作できる立場っていうのに一瞬でなってしまったわけですよね、はい、もう数百人の従業員の段階で、はい、もう数百万人ぐらいのユーザーがいたというところですね、はい、もう普段普通だったら大企業で1000人ぐらいでもすごいコンプラ部署とかがあってやらなきゃいけないところが、はいはい、もう全然追いつかずにそういうふうに多くなってしまったというところ。このサンドバーグ と、ザッカーバーグの組み合わせっていうのは少なくともこうドライブしている時のフェイスブックにはとてもいい組み合わせだったと思うんですね。でこれは僕がよく申し上げるこの経済ニュースアカデミーでも何度も申し上げてますが、両利きの経営といって、はいはいはい、本当に今イノベーティブで新しい価値を出す会社というのは
知の探索といって、はいはい、まあ、いろいろ新しいイノベーションをどんどんチャレンジするといろんなところにものを探しに行く、はい、アイデアを探しに行く人アイデアを探しに行って、はい、新しいテクノロジーを探して、はい、どんどんチャレンジするっていうところと、一方でそこをしっかりまとめてビジネスにして効率化収益化してお金を儲ける、うん、これ、まあ、掘っていく人ですね掘っていく方ですね、うん、知の進化という両方が同時にやることが大事で、はいはい、なんでただこれ一人の人間がなかなか同時にやることってできないんで、実は結構この探索型の人と進化型の人が組み合わさって2人で経営する会社ってうまくいくことが多いんですよっていうことをよく申し上げてますね。実際あのソニーなんかもね、イブカさんと森田さんっていう2人の方で経営され始まったし、ホンダも本田宗一郎さんと藤沢武雄さんですよね。だからそう考えると多分あのフェイスブックっていうのはザッカーバーグというのはもうまさにテクノロジーの人で、はい、から正直あまりお金とか興味ないんですよ ね。この本でも出てきますけど、途中でヤフーが買収団の打診してくるんだけど断っちゃうんですよね、はいはい、だお金じゃねえんだみたいな、だそのくらい結構ぶっ飛んでる人なん で、ね、まさに今イノベーター人材、知の探索人間で、ただそのままだと会社はビジネスで、うん、回らない、経営をしっかりやんなきゃいけない、はい、うん、何より個人情報の扱いとか政治とのにすごい影響を与えますんで、うん、ホワイトハウスとかとの調整が必要、はいはいはい、まあワシントン DC での調整が必要になるわけですよ。でそれをずっとやってきたのがサンドバーグなんですね。だからまさに彼女が知の進化側で、経営サイドをバックアップ、はい、きちっとやる。だからまあザッカーバーグを本田宗一郎とすれば、サンドバーグは藤沢武雄みたい な、その2人のバランスが良かったからこそ、まあ、あっという間に大きな会社になったんだけれども、とはいえ、ね、やっぱりサンドバーグも、まあ、あのザッカーバーグよりははるかに年上なわけですけど、彼女も当時は若いわけですよね。若かったということですね。30代40代とかなんで、そうするとなかなかその価値観みたいなものを急成長する会社に植え付けるほどの経験値はなかった。なかった。でよくGoogleはそのラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが、まあ、優秀なエンジニア、はい、天才的エンジニアがいて、そこにエリック・シュミットという超一流の経営者が来て、うん、でまあ両機器の経営がなって、あれだけでかくなってた。本当そう思いますね、うん、ただそれがやっぱりサンドバーグはじゃあエリック・シュミットにはなれなかったということですか。まあ、この本を読んでるとそういう印象は強く持ってしまいますよね、うん、もちろんねサンドバーグってリーンインっていう本を書いたりとか、はいはいはい、ね、すごく日本、まあ、世界中の働く女性にこう影響力を与えてるっていう点では素晴らしいと思うんですけど、うん、実際にフェイスブックの中で起きたことがこの本で言ってることが全て真実なんだとすると、うん、やっぱりその本当にフェイスブックが社会的倫理的にどういう会社でどういう価値観であるべきだったかというところを痛感して、そこを植え付けるというところが、やっぱりエリック・シュミットほどの経験はないんで、まあハーバード大学にいてワシントン DC にいた人ですから、まあちょっと言い方悪いかもしれないけど、エリートの視点で優秀な人材を集めるっていうところは長けてるのかもしれないけど、本当にこう大事なことってなんだろうみたいなところが、まあ、もしかしたらシュミットよりは良かったのかなというふうに私は見えちゃうんですけど、やっぱりちょっと優しいですね。いやまあね、ね、ちょっとね読んでね1ヶ月経ってるんで確かにそんな印象だったなっていう。豊島さんどうですか。いや私はまあサンドバーグさんは結構最初リーンインについても批判があったのは、あれはそのまあベビーシッターをまあ雇えるぐらいの裕福な女性の話じゃないかみたいなですね、うん、そういう批判もありましたし、まあ、これ見るとね、私確かにメディアでやっぱり彼女って相当イメージをコントロールしてて、雑貨部も相当コントロールしてて、やっぱりテック系 そのトップってとかくこう崇められがちだったり、はいはい、でシャンドバーグさんも相当ポジティブにメディアから捉えられてたり、はいはい、ただやっぱ彼女の相当意外な面がね出てきたりするので、ちょっと私はだいぶ結構まあ遅ればせながら、まあ、相当議会の公聴会とかで見てても相当まあいろいろ乗り切ったとかですね、叩かれたりいろいろあってありましたけど、やっぱり結構なかなか人っていうのは一面的な評価厳しいんだろうなっていう、サンドバーグさんもやっぱこういうところもあったみたいなですね。そうですね、まあ、人間でね一面だけじゃないんで、まあそうでしょうね、だからそういう意味ではね、ここ本当例えばフェイスブックってこれだけ問題あったんだなっていう、その社内を監視してるとか、うん、はいはいはい、ロヒンギャの問題への対応とか、うん、対応とかですね、まあ、当然トランプ大統領が面会、トランプ大統領とザッカーバーグさんの面会の様子も結構 ね出てきたりとかして出てますし、あと例のケンブリッジアナリティカの問題ですとか、はいはい、もう実はありとあらゆるところでそういう課題にうまく乗り切れないまま、うん、そして実はねちょうどこの我々がこれを収録しているタイミングで少し前にサンドバーグがフェイスブックを離れる、離れるともうで、おそらくなんですけど、やっぱりこういう問題に対応できない、その企業文化がうまく醸成できない中で、これちょっといろんな方から話聞くと、やっぱりどうも少なくともサンドバーグの方はこの数年はだいぶフェイスブックの中でのプレゼンスは落ちてたっていう話をよく聞くんですよね。なるほどですね。で、ザッカーバーグの方は逆に今フェイスブックというのがやっぱりもうビジネスだけだと飽和状態なので、うん、いわゆる、ね、メタですよね、メタに行くと、はい、バーチャルリアリティ、いわゆるメタバースの世界の方に移ろうとして、うん、また
知の探索イノベーターなんでそっちに行けるガーッと行こうとしてるわけですよね。とまたあのメタバースの世界って無法地帯ですから、これから今は無法地帯何にもないとこなんで、はい、とまたフェイスブックがこの10年ぐらいやってたような、うん、いろんなこれは違法なんじゃないか、これはコンプライ違反なんじゃないか、うん、これは情報の統制がどうなんだみたいなことと同じ経験を多分ザッカーバーはそれでもその世界を作りたいんだけど、うん、サンドバーガーも疲れちゃったのかなっていう。なるほど、それでですね、実際のこの本の中にもそのサンドバーガーが相当いろいろ疲れる中で、あのしかもあのご主人あの配偶者を失うわけですよね。亡くなられるんですよね。まあ、そういう痛ましいこともある中で結構多分精神的な負荷もあったかと思うんですが、はい、まあ、その部下を結構怒鳴り散らすですとか、まあ、すごい幹部でもやり取りする激しいところも書かれてるんですけれども、やっぱり相当なかなか彼女も厳しくて、最後の方はなかなか情報を彼女にその上げにくいような雰囲気みたいなとかって、うん、まさにこう結構大企業的なところもなってきたというところ、はい、やっぱり入山先生から見てこうテック企業がやっぱ大企業化して、はい、その Google もさっきおっしゃいましたけど、はい、もうかつてのクールさを失っていくみたいな、はい、日本のスタートアップもこれから大きくなって企業になるときに大企業化してくる、まあ、大企業病のような、はい、なってくる、そのリスクっていうのはどういうふうにこれ向き合えばいいんですか。これはね、もうやっぱりね、基本企業とか組織では抗えないんですよね、なかなか。あので実際今シリコンバレーの方だと、もうちょっと言い方は怒られるかもしれないけど、やっぱりフェイスブックとかに働くのはあんまクールじゃないよねみたいな、大企業だよねっていう扱いなんですね。大企業になっちゃってる。やっぱり最初はまず起業が第一優先 で起業できないというか、今まだアイデアがないとかそういう方がどっちかというとまずは、うん、一旦行くみたいな位置づけになってるみたいで、それはそれで僕は全然いいことだと思うんですけど、これはね、やっぱり企業組織がどんなにこう大企業化しないようにしても、やっぱりでかくなるとどうしてもコンプラだとか情報統制っていうのが出てくるんですね。でこれ実際経営学でもそういう考え方があって、企業というのは生まれた瞬間からすぐにだんだんイノベーティブでなくなってくる。はいはい、なるほど。生まれた瞬間から、はいはい、生まれた瞬間が一番イノベーティブなんですよ。なるほど。で新しいアイデアがあって、うん、新しいメンバーがあって何でもやっていいと、うん、ところが会社っていうのはある程度ビジネスが当たって大きくなっていくと、うん、なるためにはアイデアがいいときはいいんですけど、本当にスケーリングするときには社会的な信用が大事なんですよ。ないですね。そうですね。社会に信用されて安定して結果を出して、だって信用がないところと取引したくないじゃないですか。あそこは絶対にね、一度取引したら嘘つかないなとか、ちゃんと時間スケジュール通りに物を収めてくれるなってなるから、はい、信用を勝ち得て、まあ、こういうの我々経営学者はレジティマシーって言うんですね、はいはいはい、社会的な信用って意味です、ね、正当性みたいな、はいはい、正当性ですね。その正当性を得るから会社って大きくなるんですよ。でも逆に言うと正当性を得ようとすればするほどちゃんとしなきゃってなってくんで、うん、やっぱりいわゆる大企業になってくるんですよね。なるほどですね。なのでそういう意味で言うと、はい、やっぱりそのカルチャーだったり、そのさっき入山先生がおっしゃった、はい、大事なものって何、この会社で大事なものって何っていうのをきちっと持っておかないと、結構急成長すると変な会社問題を起こして結構瓦解しかねないみたいな。そうですね。ですからあの企業文化作りっていうのは、この経済ニュースアカデミーでも一度言ったことがありますけど、戦略なんですよ。戦略ね。戦略的に作らないといけないと。戦略的に作らないといけないんですよ。ダメだ。で日本の会社って意外と戦略的に作ってなくて、なんとなくテレ東っぽい雰囲気みたいな。もううちも生まれた瞬間が一番イノベティブっておっしゃいましたけど、生まれた瞬間からテレ東も何十年もちょっと経っちゃってるんですけれども、はいはい、だからフェイスブックもある意味でその文化を戦略的に作ることに失敗した可能性があるという。はい、僕はこの本読む限りそう思いますね。そういうことですね。はい、だからこそ今逆にそこを失敗したからこそ、ザッカーバーグの強いリーダーシップでもう全部メタバースに全振りするぞってということなると、企業文化追いついてないから大丈夫かそれおーみたいになるわけですよ。大丈夫かみたいな。はいはいはい、はい、ということで、まあ、Facebook いろいろ課題を抱えて、はい、今最初のステージはいろんなこともあったけど、とりあえずサンドバーグが離脱し、次メタに行くと。でそのメタの世界、 Facebook 行けるのかどうなっていくのか、はい、そもそもメタバースっていう世界はビジネスとして本当に可能性があるのかっていうのを次の動画で、はい、ぜひ入山先生に解説していただきたいと思います。はい、今日は先生どうもお忙しいところありがとうございました。テレトビズ、日々の経済ニュースをアカデミックにお伝えするテレ東経済ニュースアカデミーです。 Facebook の失墜という本、前回紹介したんですけれども、まあ、これの続編ということで、まあ、前回はその Facebook をめぐる
醜い真実、相当情報の取り扱いですとか、その社会の分断の、まあ、かなり大きな役割をそこにフェイスブックが果たす中で、まあ、ザッカーバーグですとかシェリー・サンドバーグのマネジメントがかなり問題があったんじゃないかというのを強く告発した本について触れたんですが、そのフェイスブック、最近サンドバーグさんが経営を離れて、でメタにもういよいよ行くぞということで、社名もメタに変わっていくということがもう起きてますけれども、メタバースの世界どうなっていくのか、これ本当にマーケットとして育っていくのかというところをちょっと考えていきたいと思います。ゲストはいつも通りメイン講師で早稲田大学ビジネススクールの入山章栄先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、入山先生に実はこれオキュラスリフト、これまさにメタがやっている主力商品というか、オキュラスクエストですね、テストでやっているこの、はいはい、これオキュラスリフト持ってきていただきました。これ完全に私の私物でございます。私物をちょっと持ってきていただいて、これこれ使ってるんですか先生。使ってますよ。だからちょっと先週ね、前回フェイスブックうんぬんかんぬんって言いましたけど、はい、なんだかんだ言ってオキュラスクエスト買いまして私今一人暮らしなんで、ちょっと家族が海外に、はいはい、奥さんが海外に赴任してるので、一人で誰もいない部屋でです ね、これやってるんですか。犬が一匹いるだけで、そこにこうこれをつけてこうやって実際お使いになってる先生にちょっとあえて聞いていきたいんですが、はい、ちなみにいや私ねこれねやったことない電気屋、これねちょっと今メイクがついちゃうんであんまりあれなんですけど、あなかなかね、そう今それと見えると思いますよ。見えます見えます見えます。でこれね、もうこれからメタバース来るぞという人たちと、はい、いや来ないという、まあ、今2つに分かれて、で私が朝やってるモーニングサテライトっていう金融 の、 経済証券会社の方とかいらっしゃる番組とかでもマーケットでも結構評価が分かれていて、うん、これメタバースこれから来ると、だから膨大な半導体需要がさらに発生すると、半導体関連株さらにいいんだけど、これがまたその半導体の需要を生み出してマーケットを活況にするんだという見方、もうメタバースにこれ今フェイスブックに我々が入ってる世界でとようにも、これからみんなこれをつけて入るようになる世界観が来るという人たち、まあ、世界を変えるという、はい、メタバース世界を変えるという人たちと、一方でいやいやこれはまあ来るにしても B2B だったり、確かに今デジタルツインっていうんですかね、はい、その工場とその離れた研究施設でこのオキュラスリフトみたいなもので共有することで設計図を立体的に見ながら議論、エンジニアたちが議論したりとか、もうとにかく状況、産業の構造も変えるし、まあ、もういろんな世界を変えていくんだけれども、それはまあ B2B だったりして限定的であるし、しかもまあそんな大して世界は変えないだろう、まあ、クラブハウスが一時期すごい言われたけど、はいはい、意外とちっちゃくまとまる、伝わるみたいな、うん、ところもあって、クラブハウスみたいになるよみたいな人たちがいて、先生どうですか、オキュラスリフトをこう持ってらっしゃいますけど、メタバースはどうでしょう、これから来る、それとも来ない、どういうふうに見てらっしゃいますか。まずですね、まあ、これ言葉の問題なんですけど、はい、整理した方がいいと思っているのが、うん、メタバースイコールバーチャルリアリティのヘッドマウントじゃないんですね。なるほどなるほど、はいはい、なのでメタバースっていうのはその仮想世界の、デジタル上の仮想世界の中で、まあ、自分のような仮想人間みたいな人たちが含めて、その第二の人生のように、世界のようにデジタルの世界の中で、まあ、ある意味生活的なことやったり人と交流するっていう意味では、うん、実はすでにかなりメタバースは普及してるんですね。で今多分おそらく世界で最も普及しているメタバースはバーチャルリアリティのそのオキュラスクエストではなくて、フォートナイトですね。フォートナイトですね、はい、ゲームの、はい、まあ、もう本当に凄まじい人数が一気に参加できる、はい、あれは別にね、このバーチャルリアリティのヘッドマウントつけてるわけじゃないんだけど、うん、パソコン上で世界中の人が、あれも何億人という人が同時にプレイをして、はい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 、で実はあそこでもういろんなもののやり取りですとか、ビジネスも行われてるわけですね、うん、まあ、有名なのはトラビス・スコットっていうね、はい、ラッパーがやって、うん、フェイスブック、フォートナイト上でですね、でそこに世界中から集まってくるわけですよ、うん、で あれもメタバースなんですよ、うん、だそういう意味では実はもうメタバースそのものはかなり来てるってことですね、まあ、来てる、すでに来てる、はい、例えば僕息子がいるんですけど、息子も中学生、まあ、今は海外にいるんですがゲーマーなんですけど、うん、もうずっとフォートナイトとか、小学校の時の友達、小学校は杉並区の小学校なんですけど、そこの子たちと、ね、同窓会やるって言うんですよ、はいはいはい、ってかパパ同窓会やるよ今日とか言ってる、だって同窓会ってお前今フィリピンにいるじゃんと、うん、フィリピンにいるんですけどね、はい、でお前なんで海外にいるのに東京の、ね、友達と同窓会できるのって言ったら、はいはいはい、いやフォートナイト上でやるからって、はあ、なるほど、今のもう何ですか、中学生でしたっけ、中学生、今の中学生はフォートナイト上で小学校の同窓会をやるんです、ね、やるんですよ、なるほど、やばい、ついていけない、はい、これ本当こういう世界観なんですよね、だから実は来てるわけですね、今のもう若い子どもたちにとってはメタバースっていうのは当たり前で、まあ、集まる動物の森もそうですしね、ただ今多分豊島さんのポイントは
このバーチャルリアリティを使った、はいはい、メタバース、このヘッドマウントを使った世界がどうなるかっていうことなんですけど、うん、これはね僕は期待したい、期待したい、はい、期待したい、ただそう簡単でもないけど期待したいなっていうけど、まだちょっと波も一個ぐらいあるかなっていう、まだちょっと厳しい、すぐには厳しいから、はいはい、で実際ですね、ちょっといいですかこれ、はい、あの豊島さん多分今日動乱つけてるんでつけられないということなんですけど、あの僕実はねこのオキラスクエストをまずね買って分かったのがですね、あこうするとですね分かるんですけど、今あのですね、はい、実はちょっと今まだうまく見えてないんですが、あのねこれ見ると普通はこのバーチャルの世界だけ見えるでしょ、うん、だけどこのオキラスクエストってねこのリアルの世界も同時に見えるんですよ、あうっすら、今僕例えばそうなんだ、今僕ここで豊島さん見えてますよ、あなんかカメラがついてるってことは外の世界も見えてる、外の世界も白黒なんですけど、あ見えてるんですか、うっすら見えてて、ただもっとバーチャルモードにしてくれってなるともっとバーチャルになるんですけ ど、だから一昔前のこういった VR ヘッドマウントってバーチャルの世界以外の外が見えないじゃないですか、見えない、うん、だけど実はこれはねリアルの世界も同時に見えるんです、ね、はい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 、なんで実はね以前みたいに一度つけたらなんか物がなくなってうーみたいなことは実はなくなってたりして、うん、だいぶこうユーザビリティが実は上がってるんですね、うん、なるほどそうです、はい、実際どうなんですか、つけ心地、それずっとつけててもストレスないんですか、1時間とか2時間とか、ね僕はね、はい、そんなにないですけど、ただ僕ね眼鏡かけるって普段やるんですね、はいはいはい、で今はあのコンタクトレンズなんで快適なんですけど、眼鏡かけてるとやっぱりちょっとまだ目のところに違和感あるんで、まあ、大体30分か1時間はつけられますけど、それ以上はちょっと頭痛くなるかもしれないですね、はい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 、で今日はちょっと解説もそれつけたままでつけたままでいってみようかなというふうに、でメタバース、はい、じゃあそのやっぱり結構数年ぐらいでそのデバイスの方がもうちょっと進化しないと厳しいところある、そのヘッドマウント型のメタバースという意味では、そうですね、その辺が実はポイントになってくると思ってるんですが、はい、一方で僕がすごく期待しているのはまさにこのバーチャルリアリティの中でもこのヘッドマウントをつけた新しい世界になると全く新しい空間ができるんですよね、はいはい、でこれも今僕自分の手とか豊島さんも見えながらも多分ここでゲームとかやりだすと新しいバーチャル空間が見えて、はい、まあ、僕あの一番ベタなビートセーバーっていうゲームがあるんですけど、はいはい、それやりまくってるんですけどね、こうやって家でちなみに今テレビ東京のスタジオの中でも相当新しい空間を今入山先生が作り出してるなって間違いないです、ただ見えるのが僕だけっていう、今ちょっとカメラオペレーターさんが笑ってるっていうねまあいいですけど、すいません、ちょっと今日これでね押してみようかなというふうに、なるほど、だからデバイスの進化みたいなところをこれから見ていく、はい、いかなきゃいけない、あのですね、うん、でここで僕が結構注目したい最近興味深いなと思った本っていうのがありまして、はいはい、それが大河内奈緒子さんという方のですね、はいはい、アイデア資本主義という本なんですね、はいはい、これですね、でこれもですね、これ今僕は日経新聞に書評持ってるんでそこでもご紹介したんですが、はいはい、これ何かっていうと現代社会って資本主義じゃないですか、はいはい、でまあ歴史上紐解いてもまずそもそも資本主義って何かっていう話があるわけで、これそれこそ岸田総理の新しい資本主義みたいなのも出てきてますけど、大河内奈緒子さんの定義は僕はなるほどと思ったんですが、まあ早い話が現在の消費お金を全部消費に使わないで、そこの一部我慢して蓄えて、その蓄えを未来に向かって投資することだっていうんですよ。でこれ言われてみたら当たり前で、資本主義って資本じゃないですか、資本って投資ですよね、うん、その資本を使って未来に投資するわけじゃないですか、ということは我々何かの資本を持って未来に投資をした方が今よりもより、まあ、便利で豊かでいろんなものが作れるっていう、うん、だからその未来に向かってどん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 拡大していこうっていうのが資本主義なんだっていうのがの本質なんだっていうふうに考えるわけですね、うん、だからフィールドフロンティアを拡大するのが資本主義、はい、なるほど、でそう考えると人類の歴史ってまさに資本主義が生まれてからフロンティアの拡大の歴史なんですよね、確かに、だから自国があって自国経済があって、はい、海外があって海外植民地を拡大していって、まあ、どんどんこう広げていくと、例えば、はい、昔は大航海時代とか、はい、その以前はもうそれこそペルシャとかですね、アッバース朝とかですね、あの辺のもう7世紀8世紀みたいなあの頃のイスラム圏とか、まあ、とにかくああいう時代から人類っていうのは例えば海に出て、うん、
で海に出るって新しい航路を作り新しい土地フロンティアを求めてきたわけですよ、うん、領土を作ってもどんどん領海拡大して、はい、もう領域を自分たちの経済圏を拡大するというようになったってことですね、はい、そしてあれが、まあ、言うまでもなくとてもリスクがあるビジネスなわけですね、はい、当時は、はい、だって、ね、海に何もない海に出るってのは当然命を失う可能性が高い非常にリスクのあるビジネスなんでだからこそいろんな人たちが資本を持ち寄って出資するわけですね、うん、それで株式会社ができていく。そうです。それがあの1600年の初頭に できたのがイギリスとオランダでできた東インド会社なわけです。で、あの、じゃあそこでいわゆる株式会社の原型みたいなものができて、まさに資本主義ですよね、うん、皆さんがリスクを取ってフロンティアを拡大するようになったんで人類というのはどん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 豊かになっていったと、はいはいはい、でただそうするとですね今人類はどん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 フロンティアを拡大してきたんだけれどもそのフロンティアがなくなってきてるっていうのが大河内さんの主張なんですよね、うん、はいはい。だから我々物理的に拡大して今ネット空間で資本主義が拡大して、はいはい、あとまあ今イーロン・マスクとかそのロケットで宇宙空間、はいはい、ジェフ・ベゾスとかもやってますけど宇宙まで拡大したけどもやっぱ物理的に限界があるっていうことですね。そうですね、要するに今のところ人類はな長い間海を使って、はいいろんなフロンティアを開拓してきたわけですね。それで例えばアメリカ大陸に行ってアメリカもフロンティアって言われてるわけじゃないですか、はい、それでだんだん東から西海岸までこうフロンティアを拡大していったと。でもだんだんそういうことをやってる間にビジネス上の資本主義のフロンティアの拡大がもう地球上でなくなってきてるわけですよ、うん、まあ、おそらく最後残ってるのはアフリカだからこそ今中国企業とかねいろんな企業が今アフリカちゃんが最後のラストフロンティアだって言ってアフリカに入ってきてるわけですけど、はいはい、まあ、でももうアフリカが終わってしまったらフロンティアがなくなると、うん、だからこそ次のフロンティアを探していて、なので今まさにイーロン・マスクをはじめて多くの人たちが宇宙というフロンティアを求めるわけです、うん、だから宇宙ビジネスがだんだん注目されているわけですけど、とはいえまだまだ技術的には課題も多いわけですね、うん、はいはい、でもう一つっておそらくフロンティアであり得るのが海なんですね、深海、うん、深海、はいはい、ただこれもですね私一度深海のことをやってる水中ドローンの専門家の方にお話を伺ったんですけど、はいはい、やっぱり深海って課題多いんですよね。うーん、あのやっぱり潮流、はい、流れが激しいし実は宇宙以上にいろんなことが分かってないんですね。うーん、そして何より宇宙って光が通ったりするんで光通信とかあのネットが使えるんですよ。だけど海ってあのそういったものが光も届かないし、あ、なるほど、だから実は音波しか使えないんですよね。音波、だから潜水艦って音波使うじゃないですか。確かに、あれ音しか水中ではもうこううまく伝達できないからなんですよ。なんでそう考えると実はねやっぱり海の中ってもなかなか開拓が難しいんですね。なんで宇宙もこれからもう陸上はほぼ埋まりましたと、宇宙もこれから海の中は難しいってなってくるとやっぱりもう新しいバーチャル空間を作っていくしかない、うん、もうまさにメタに行くしかない、メタバースに行くしかない、はい、それが新しい資本主義のフロンティアになる。そうですね、で我々今例えばスマートフォンっていうフロンティアがあったわけですね。でスマホの中でいろいろやってるわけですけどあそこもだんだん、まあ、飽和状態になってきてるんで、うん、だからこそ Facebook はスマホというフロンティアが今苦しくなってきてるから、うん、新しいフロンティアをもう自ら作りに行こうと、うん、なるほど、で新しい資本主義をやっていこうと、それがこのヘッドマウントの中のバーチャルリアリティなんじゃないかというふうにマーク・ザッカーバーグは信じてるわけですね。だからそういう意味ではちょっと長くなりましたが新しい資本主義のためのフロンティアを開発するという意味ではこの中というのは今まだ完全に空白地帯ですね。空白地帯だからまあ可能性はすごくもちろんある、ある、だから行くには課題はまだ全然ある。そうですね、ものすごく期待したいということですね。ただ一方で今じゃあこのオキュラスクエストってどのくらい売れてるかっていうと実は結構売れてます、はいはいはい、あのね、確か1500万台ぐらい今世界で売れてるんですね。1000万台超えてる、はい、でこれあのプレイステーション5なんかも多分今ちょっとすみません正確な数字忘れましたけど2000万台とかそんなもんだと思うんで、うん、かなりもうね近づいてるんですね。あ、そんな売れてるんですね。やっぱり世界的に見ると、ね、売れてるんですよ。なんであのまさに可能性出てきてるんですけど、じゃあ僕がねその1ユーザー1500万人の1人の僕が何やってるかっていうとゲームしかやってない、ゲームしかやってない、うん、結局ゲームになっちゃってる。そうなんですよ、うん、なんで僕は今ここが課題だと思っていまして、ゲーム以外のものがなんか楽しみがないんじゃないかっていう、はい、はい、あのスマートフォンってもちろんゲームもできるけどゲーム以外の当然いろんな SNS の用途がありますよね。で、はいはい、で今まだまだこのバーチャル空間のあのメタバースのバーチャルリアリティのメタバースの中だとゲーム以外ねちょっとこうハマるものがないんですよね。これはもちろん人によって違うと思うんですけど、やっぱり実際一番強いコンテンツはゲームなんですよ。なんでそう考えると、やっぱりこのゲームを超えてこのメタバースの世界観を楽しめるものが出てくるか、あるいはゲームを起点にしてゲーム以上の価値を生み出すような世界観が出てこないと、なかなか一般消費者が世界的に使うには
厳しい、まだ肌荒れが多いんじゃないかなと。確かに。で一方で先ほどのね、そのモーニングサテライトでおっしゃってる方が、これがデジタルツインみたいな形で、はいはい、ビジネスユースで使えるんじゃないかっていうのはその通りなんですけど、ただビジネスユースのデジタルツインであればわざわざこれつけるのってそんなに用途は広くはないと思うんですよね。もうパソコン画面とかでできるんじゃないですか。そうなんですよ、パソコン画面でできちゃうんで、パソコン画面で十分にバーチャルリアリティができますから、わざわざこれつけてってなると、ね、今ちょっと多分見ててそうだと思うんですけど、ちょっとやっぱ見た目まだまだじゃないですか。いやでもね、ちょっと最初はちょっと笑いこらえながら聞いてたんですけど、はい、今だいぶ慣れてきましたけどもう入山先生といえばこういう感じみたいな感じ、はいはい、これからこれやっていこうかな。でも確かにそうですね、それやっやってるとちょっとまあね、そこまで必要かみたいなのは確かに感じます。そうですね、なんで、そういう意味でビジネスユースでどこまでこれが発展するかっていうと、そこの市場も十分見えない。で消費者向けは今ゲームしかないと。しかもゲームもやっぱりまだまだこう多くの方に普及するっていうよりは、まあ一部のヒットコンテンツだけなんですよね。だからこの辺が鍵になってくるかなと思います、はいはい、そして第3のポイントが、もう一つのポイントが豊島さんもおっしゃってくださってますけど、やっぱりこれなんだかんだ言ってまだでかくて重いんですよね。なるほど、確かに。なんで、特に僕も眼鏡かけてる時なんかは疲れちゃう、うん、だから実は僕自身はこのバーチャルリアリティ以上に本命かなって思ってるのは、AR グラスって言われてるやつなんです。 AR グラス、つまりいわゆる普通の眼鏡ですね。普通の眼鏡で、うん、はい、もっとライトだ、軽い感じで、はい、ただの眼鏡みたいなやつに現実の世界を基本は眼鏡で見ているんだけれども、そこにいろんなところでデジタル情報が載ってくる、うん、でこちらの方がやっぱりつけやすいんで、スマートフォンがなんで普及したかっていうと、僕は最大の理由っていうのはもちろん便利だったんですけど、簡単に言うと楽になったんですよ、我々の体が、うん、確かにだって今まで例えば電話、携帯電話持たなきゃいけない、ね、パソコン持たなきゃいけない、ノートつけなきゃいけない、電卓持たなきゃいけない、うん、本読まなきゃいけないみたいだった人が、スマホが1個になることで軽くなったじゃないですか。確かに。もう最近はお財布もいらないんで、東京とかだと。確かに。でも物理的に使いやすくなったゆえに爆発的に広がった。広がったんですよ、はいはい、ところがVR のヘッドセットっていうのは物理的にむしろ体に負荷がかかるんですよ。確かにそれは広い。確かに。いや見てれば分かります、それは、はい、今回身をもって示していただいて、身をもって今、はい、全力でなかなかこうやってうなずくのもね、こう大変なんだ。確かに。というか、だからそこがなかなかクリアにならないとっていうことですね。だからむしろさっきおっしゃったグラス系、メガネ系になる、はい、だからかつて Google グラスっていうのを Google 出しましたけど、はい、かなりヒットしなかったみたいな。そうですね。でそれが今もう一回作ろうとしてるんですかね、はい、ところがですね、実は最近またこのAR グラスの開発が、まあ、Google もそうなんですけど、はい、ちょっといろんなところで開発がちょっとペースが遅くなってるとか。やっぱ難しいんだ、技術的に。やっぱりね、技術的にこれの方が、まあ、まだこれももちろん大変な技術なんですけど、これの方がまだ簡単で、簡単な AR グラスはかなりまだ難しいので、購入の時期が遅くなるようなんですね。なるほど。ちっちゃいので現実世界とその目に見えてるものをどうこう区別していくんだとか、はい、技術的にハードルが高いんですかね。みたいですね、はいはいはい、ですから私は実は本命はあっちの AR グラスだと、 AR グラス、VR グラス、AR グラスだと思ってるんですが、それがまだ来ないってなると当面これなんですよね。そうするとこれだけの頭に負荷をつけながら、それでもつけたいかっていう、まあ、サービスを提供していけるかどうかが鍵になってくるっていうことですね。はい、やっぱりちょっと技術的な面、そしてソフトの面、はい、で、まあ、課題があるので、まあ、いずれは来ると先生は期待したいけれども、はい、まあ、ちょっとまだ当面もっと時間かかるんじゃないかっていうところ。期待はしてます。期待してる。でただ問題は繰り返しですけど、今まだ多くの方がゲーム用途で、うん、ビジネス用途は今のところまだ十分限られてると。で繰り返しですけど、やっぱり負荷かかるんで、スマホの良さは負荷がかからなくなったってことなんですよ、うん、っていうことですね、はい、そこをうまく乗り越えていく行けばということです、はい、そこに期待したいなと個人的には思っています。ということですね、はい、はい、ということでメタバースの世界は来るのかというところで、入山先生に本当にこの体を張った格好で今もちょっと、はい、まさか全部最後までそれでいくと思わなかったんですけどはい、ということで解説していただきました、はい、入山先生今日はお忙しい中ヘッドマウントをつけていただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。デレとビズ8万円くらいで、トークンを、何、スニーカーを買った。スニーカーを買いました。最初は30日で回収ができるという、回収できるって言われて、だいぶ先になって、うん、ちょっとあれ追いつけなくなった。追いつけなくなりました。テレ東経済ニュースアカデミーです。今回のテーマはですね、 Web3
今さら聞けない Web3 というテーマでお伝えしたいと思います。これ今さらやるのかっていうふうに思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですが、経済ニュースアカデミー結構ちょっと取り上げるのがいつも遅いっていうのが特徴なんですけれども、なるべくそれだけ分かりやすくですね説明していきたいと思います。ということで今回ですね特別にゲストをお迎えしています。この方です。 Web3 についていろいろ積極的に情報発信されているのぶめいさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Web3 の時代が来るとすごい言われていて、はい、で僕は今が Web1、2があって3の時代っていうことが来るって、ちょっとその時代区分もよく分かってなかったんですけども、はい、要するに Web1、1.0 というか Web1 の時代っていうのは、まあ、なんかネット検索してホームページ見るとか、その基本的な動作が Web1、はい、Web2、2.0 っていうのはまあ、Facebook とか Google とかあって、うん、はい、そこから SNS で自分もなんかマイページみたいなの作って発信してやり取りするみたいな、インタラクティブになってるとかいうふうには言われます、ね、で Web3、はい、まあ、かつて Web3.0 って言ったのが多分面倒くさくなったんですかね、Web3 になったと、はい、そうですね。それ どう違うんですか Web2 と3は。あ、そうですね、なんか2と3を比較したりとかすると、まあ、結構どこが違うねんとか、はい、それ全然今実現できてないやんけみたいな話とかになったりとかしていて、はいはい、結構まあいざこざが起きやすくなったりとか、具体的には例えばそのブロックチェーンとかを使って、はい、直接その人とその人でなんか価値のやり取りができる、うん、例えば今までWeb2 的な世界だと、はい、まあ、株を買いますとか何か買い物をしますとかいうと、うん、まあ、東京証券取引所みたいなところに、はい、まあ、接続し、まあ、間接的か直接的につないで、うん、そこを仲介する人がいてやり取りがすると、はい、しかしブロックチェーンとか、まあ、ビットコインとかはまあ、基本的にもうその人たちだけでやり取り、ね、価値のやり取りができる、それが証明されて、はい、ちゃんとあなたが何ビットコイン持ってますみたいなのが証明されるっていうことなんです ですね。直接取引をするってことはピアツーピアとかって言いますけれども、はい、そうやって直接取引することができるようになっているので、その仲介者が必要なくなっているっていうのは特徴としてあるかなと思います、うん、ただコインベースとか何ですか、いろいろ取引所あるじゃないですかブロックチェーン、はいはいはい、あれはまああれが極端に実はなくてもできるんだけど、はい、あれは素人の方というか、はい、みんながまあみんな直接取引するには結構コーディングとかなんかパソコン詳しくないとダメだから、ね、はい、あれを利用するっていうだけになってるってことなんですね。そうですね、やっぱりみんながプログラミングできるわけではないので、その今まではその取引するときに絶対真ん中に誰か代理店とか仲介する人が絶対必要だったんで、うん、ワンバウンドするから手数料が高かったみたいな概念なんですけど、はいはいはい、まあ、P2P で直接取引ができるようになっているので、その手数料分とかが違うところに還元できたりとか、うん、していくようになるよねみたいな概念ですかね。はいはいはい、だから例えば日本で現金使っててもその1万円札とか1000円札って基本的に日本銀行とか政府があっての1000円札、はい、1万円札なんだけど、はい、全くそういう中央集権的な政府がいない世界での価値の交換とか、はい、やり取りができるというところ。そうですね、はい、でまあ、それはなんとなく分かるんですけど、で具体的にどう変わっていくんですか。まあ、例えばその仲介者が必要なくなっていくって、まあ、世界線だったりするんで、今までそのビジネスとかするときに、まあ、トップオブトップしか儲からなかったって構造とかがあると思うんですね。プロゲーマーとかいらっしゃるじゃないですか、ゲームしてお金稼いでるみたいな人たちが結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、それってそのプロゲーマーってビジネスモデルがあるから、このピラミッドでいう、まあ、ゲーマーがこうピラミッドで存在してるとすると、はい、一番トップがプロゲーマーですよね、はい、で僕とかも普通にゲームとかめちゃめちゃするんですけど、まあまあアマチュアみたいなところでゲームするだけでは全然稼げてない層の人間だったりすると思うんですよ。ただまあなんかその仲介者とかが全然いなくなったりとかすることによって、そのどん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 下の人たちですね、うん、下の層の人たちでもそのコミュニティに貢献することで、その今までトップの方に取られた手数料ってなんか還元される仕組みみたいなやつがどんどんできてくるのかなっていうふうには考えてます。例えば、はい、J リーグとか、あるいは何ですか、イギリス のプレミアリーグとかで、はいはい、まあ、スター選手めっちゃ稼ぐ、うん、でプレミアリーグっていう、まあ、組織営利企業体が稼ぐ、はい、でチケットを買いに観客が来るだけ、はいはい、なんだけどそれが Web2 的な世界、うん、プレミアリーグWeb3 的なところは何ですか、その観客もわー盛り上げて、そうですね、もうゴール裏でわー踊ってるやつにもなんかお金が入ったり、はい、みんなに金が入ってくるという言い方あるんですけどなんかまあ経済的な価値が付与されるっていう、そうですね、世界観、はい、今までそのめっちゃ豊島さん応援してて今日めっちゃいい活動してましたね、はい、っていう時とかに今までとかだったら手数料を払ってお金払わないといけないみたいな、はいはいはい、で投げ銭とか YouTube とか返して投げ銭しますけど、ありますね、30% 取られたりとか全然するじゃないですか、うんうん、でそれを直接豊島さんに手数料取られずに配ったりすることとかができるので、
そのどんどんそのピラミッドの下の方でも貢献することでお金がもらえるようになるっていうのはそういうことかなっていうふうに思います。はいはいはい、例えばこれあの YouTube でも公開してますけれども、 YouTube って大体ね、あの広告収益の半分ぐらい 50% ぐらいが Google、まあ、YouTube に行って、はい、まあ、あの残り半分をもうこれやってる我々がもらうみたいなビジネスモデルで、はい、見てる人は単に見るだけ、はい、でまあ儲かるのはプラットフォーマー Google、YouTube であり、まあ、あるいはコンテンツ提供している、まあ、テレビ東京であったりっていうところなんだけども、はい、それが Web2 のやり方で、はい、Web3 の YouTube 的なものはつまりこの視聴していただいている方とかコメントする方とかいいねを押す方にもなんかこう利益が配分されると。そうですね、いうこと、あの配分しやすくなっているしやすくなっている概念ですかね。トークンっていう形で価値をすごく送りやすい構造になっているので、はいはい、そういうそのアプリケーションとかを作れば配分しやすくなる。はいはいはい、要するにそのもう YouTube とかじゃあのWeb 1.0 の世界って、まあ、いわゆるなんかヤフーの世界ですかね、かつての、はい、で、まあ、Web 2.0 の世界は、まあ、Google、まあ、Facebook とか Amazon みたいな世界があって、はい、で Web 3.0 の世界になるとそういった GAFAM みたいな人たちっていうのは衰退していくんですか。うん、衰退していくというよりかはその GAFA っていうその事業形態ビジネスモデル自体が割と限界に近づいているというか、はい、あのものすごく時価総額とか大きくなっているじゃないですか、はい、でその株式会社って絶対アメリカっていう国の上に立ってるものだったりするので、うん、国より大きい株式会社っていうのは絶対にまあ誕生しえないっていうことがあるかなと思っていて、うん、その GAFA の影響力が強くなりすぎるとウェブが使いにくくなるみたいな状況が発生するかなと思ってます。だから国が何らかの規制をしたり、はい、まあ、税金を取ったりするということで、まあ、税収を儲かるわけですから、まあ、彼らの営業利益をどんどん合法的に取り崩せるわけですよね、国って。そうですね、だからまあ国優位なんだけど Web3.0 の Web3 の世界だとそういう組織じゃなくなる世界が社会会社組織みたいなのが生まれてくるってことですか。そうですね、あの Amazon とかだと AWS とかがあってサーバーとかを、はい、まあ、世界中にまあ提供していたりとかするんですけど、あれとかも Amazon とかがその何かトラブルを起こしたりとかすると、まあ、日本中のサービスとかが止まってしまったりとかするリスクとかが、うん、あるわけですね。まあ、だったらそれって止まらないように した方がいいよねっていうのが、まあ、Web3 でやろうとしていることですかね。そこで出てくる概念っていうのがいわゆる DAO っていうやつなんですか。そうですね、分散型とかですね、はい、DAO ディセントラライズドオートノマスオーガナイゼーションですか。はい、そうですね、つまり、例えば Amazon とか、まあ、あのジェフ・ベゾスをトップとする、まあ、もう帝国的な大企業、うん、はい、まあ、あのかつて Apple もあのスティーブ・ジョブズみたいな人がいたり、はい、そういうトップがいてやるのが Web2.0 的組織で、うんうん、Web3 の組織はそういうトップみたいな君主みたいなキングみたいな人はいないってこと、はい、そうですね、組織構造ですね、はい、組織構造で、その中でトークンとかこう分配することでこの草食べたら美味しいから元気出るよみたいな、はいはい、そういうインセンティブをトークンみたいな形で与えてあげることで、まあ、そういう組織が動いていく。でその組織の中に人間とかが介在しなくてもメンテナンスしなくても、まあ、回り続けられるような組織っていうのが、まあ、DAO かなと思います、ね、なるほど、なかなか難しいですね。あのだから DAO っていうのはそのトークンをもらう人たちの DAO で働く人たちのインセンティブはトークンをもらう、でいつかそのトークンがお金と換金できるっていうのはすごい理解しやすいんですけど、そういう理解でいいんですか。そうですね、だから暗号資産がある意味この DAO の象徴的な存在、例えばイーサリアムも言ってみればもう DAO だと言われていて、うん、はい、最初に考えついて作ろうぜみたいな言った人もとみんなで参加してあの何ですかマイニング的なこうコードをガーってやる作業をすごい頑張って最初にやった人たちはそれに応じてイーサリアムが配分されて、はい、で今はもうイーサリアムの価値がその時より上がってるから、はい、それがまあすごい恩恵となって経済的なメリットをもたらしていると、うんうん、と同時にあの別にイーサリアムって超巨大、まあ、時価総額すごいでしょうけど、はいはい、超巨大組織じゃないのでそのなんですか始めた人ももう 0. 何パーセントしか持ってないんですか。あ、そうですね、それぐらいそのトークン分散しているから分散している組織ですよねっていうふうに認められているっていうものになりますね。今のところその完全に分散しているよねって認められているのでアメリカ の SEC っていう証券取引委員会とかはビットコインとイーサリアムは完全に分散しているっていうふうに、まあ、うん、声明とか出していたりとかしていて、まあ、そこまで言ってるそのプロジェクトって、ま、なかなかない、はいはいはい、まあ、だから DAO って言ってるプロジェクトほとんど DAO を目指しているプロジェクトって思った方が良いかなとは思います。 DAO として完成しているのは、まあ、イーサリアムだったらビットコインがもうある種 DAO だよねっていうふうにちゃんと言えるという、そうですね、まあ、言ってもいいかなという
だからまあみんなで頑張って作業して、とにかくもうコーディングしたりわーってそのマイニングとかしたりする作業、プログラマーたちみんな頑張って、はい、かつそれをまあイーサリアムを広める人とか、その人たちにあのイーサリアムがこう配分されるみたいな、トークンが配分されるみたいな、ね、コントラクトっていうんですか、あ、そうです、ね、それがあって、それが出来上がってイーサリアムみたいに成長して、みんなはい出来上がった、これでもう世の中の通貨みたいになったね、ハッピーみたいな、うんうん、で頑張った人たちはトークン配分されてるから、はい、OK みたいな、で誰も別にこれトップとかイーサリアムの CEO とか社長とかいないよみたいな、うんうん、世界観ということなんですかね。そうですね、あの、うん、一個重要な概念として、そのオープンソースとか、はい、あの公共財みたいな概念がありまして、すごい分かりやすいかなと思うのは、 Linux っていう、うん、パソコンの OS とかがありまして、それってオープンソースとして、そのめっちゃ優秀なプログラマーとかが Windows っていう OS が出てきた時に、あの Windows に全て OS を市場を独占されてしまうと、 Windows 一強になって中央集権で強すぎるから、うん、めっちゃ値段高くてもそれ使うしかない、それはダメだよねってことで、うん、まあ、Linux ってオープンソースのプロジェクトとかが立ち上がって、別の OS ができたから、どんどん OS の値段とかパソコンの値段がそれによって下がっていったみたいな概念とかがあるんですけど、あれってオープンソースなんで、最初に作ったエンジニアとかってお金持ちになってる人とかいないんですよね。めちゃめちゃこう人類とかソフトウェアの世界とかだと貢献しているにもかかわらず、でそういう時にトークンとかがあれば、まあ、最初の貢献者とかにその金銭的にその報いることができたりするので、オープンソースプロジェクトとかそういうものとかに対してすごく DAO とかそのトークンっていう概念が合うっていうものに。だから Linux 頑張って作った人たちには結構便益は経済的メリットあんまなかったわけですね。そうですね、名誉だけと。そうなんですよ、だからあの人は Linux 作ったからその Windows の独占を防いだ人やでっつって、そうですね、こう名誉が与えられたけどお金は入んなかったみたいな。そうなんですよ、ね、でそれをそういう人たちにもちゃんと経済的なリターンが得られるようにしようみたいな、うんうん、ってことなんですか。そうですね、例えばあの A の町と B の町という2つの町があって、川が間に流れてると、うん、でこの A 町と B 町をつなぐ、じゃあ橋を作りましょう、うん、そういうふうに、まあ、政府がないのでどっちも市長とか A 町と B 町を統括する総理大臣とか大統領がいればいいんですけど、はい、それいないと。もし大統領とかがいれば橋作るぞってやって税金集めて作ればいいと、うん、それはただ Web2.0 的な世界ですと、はいはい、Web3.0 的な世界はそういう大統領もいなくてみんなでやろうぜみたいな、うん、そうですね、でもじゃあ橋作る人ってどういうメリットがあるんですか。ああ、まあ、のなんか工事する人たちっていうのは、まあ、そうです、まずあの橋作ったの俺たちだぜっていうのが証明書としてブロックチェーン上とかに刻まれていたりとかするわけなので、まあ、そのどやれるというか、どやれる、だからでも名誉じゃ飯は食えないですよ。まあ、そうですね、はい、でその時の貢献に応じてトークンとかを支払われるようなアルゴリズムとかになっているので、その橋めっちゃ使う人が増えた時に、まあ、そのトークンとかを通行料、まあ、通行料として、例えば通行料みたいなのが入ってくる仕組みになる。そうですね、だからあの最初にこう橋作るときに参加者募集中みたいな、で最初の参加者にはこのぐらいトークンあげますみたいな、はい、まあ、ビットコインなのかイーサリアムなのか分かりませんけど、まあ、そういうのやっといて、でそれで橋がめっちゃ通ってすごい経済が発展して通行料増えて、はい、で通行収入も増えてくると、そのトークンを持ってる人にトークン持ってる分だけその通行料が入ってきて、うん、まあ、潤うみたいな、分かりやすく言うとそういうことなんですね。分かりやすく言うと、まあ、そんな感じかもしれないですね。いやちょっとね、Web3 の議論ってちょっとなかなかこう炎上するみたいに世の中言われてるじゃないですか、はいはい、なんか昨今もあのなんか分かりやすい本が炎上したみたいな話も聞くんですけど、うん、なかなか議論はちょっと難しいんですかね、やっぱ。例えば、あ、そうですね、その冒頭に言いましたけど、その2と3何が違うのとか、はい、そういう話をし始めると、そのお前それやろうとしてるとかできるって言ってるけど今全然できてないじゃんねって言って、今のその体験が全然それにマッチしてないっていうところとかですごい批判が来たりとかするっていう側面が思いますね。今あの起業家の方とかでなんとか DAO みたいな、はいはいはい、俺 DAO 作るぜみたいな言ってらっしゃる方いるんですけど、あれは DAO なんですか。面白いので言うと、その最近だと前澤さんとかが、前澤さんが DAO、そうですね、はい、MZDAO というか前澤 DAO っていうのが、はい、あの言ってましたけど、あれってすごく面白くって、まあ、前澤さんっていうのは中央集権的な、まあ、一人の人物ですよね、はい、すごい中央集権みたいな名前だと、うん、名前というか前澤っていうのは中央集権を象徴してるかなと思ってまして、はいはい、まあ、DAO ってのは分散型じゃないですか、うん、なんで、まあ、前澤 DAO って言っちゃうと中央集権と分散型で、まあ、5文字で矛盾してるっていうのが結構ミーム的に面白いなっていう。だから本来なら前澤さんが本当にみんなの何ですか、その参加者と平等な投票権みたいな、はい、持って俺も 0. 何パーセントみたいな、そうですね、感じでみんなで決めてんだったら、まあ、それ DAO っぽい。そうですね、あ、投票が必ずしも DAO っていうわけではなかったりはするんですけども、まあ、あれ
今やろうとしてるのって DAO で、 DAO でやりますよって人集めて月会費500円とか集めてやってる、まあ、オンラインサロンに DAO ってつけてる。今の状態はオンラインサロンではないかと本能になっているので、まあだからDAO化しているものなのか、DAO を目指しているから DAO ってついているものなのかっていうのの違いが、だからまあ将来だから前澤DAO も本当の意味の DAO になるかもしれないけど、そうですね、今の段階ではあれはオンラインサロンじゃないか。そうなんですよ。ああ、その DAO を目指しているから DAO ってつけているっていうものとかがかなり多くて、はい、なるほどですね、偽 DAO 的なやつも出てくるかもしれない。そうなんですよ。本当 Web3 とか NFT って買いといたら会社の時価総額とかちょっと上がるみたいな、はいはい、まあ、そういう状況に今なっているのかなと思います、ね、なかなか難しいですよね。今あのステップっていう、はい、歩いてお金が入る、はい、確かうち の、 あのスタッフもなんかだいぶ損失を出したみたいな、あ、ムーブズアートと言われてるやつ、ね、あれはどういうことなんですか、ステップ問題、あれは何なんですか、ね、あれとかは非常に分かりやすいですよね、はい、かなと。ちょ、まずステップって何なのかっていうとどういうことなんですか、歩くだけでお金が入ると、 あれ どういうシステムだったんですか。あれはその NFT っていうものを買いまして、スニーカーの NFT が、スニーカーの NFT を買う、これはもうあなただけの唯一無二のデジタル上のスニーカーです。スニーカーを買って、はい、まあ、スニーカーにいろいろ種類があるんですね、はい、でそのたくさん稼げるスニーカーとか、はい、あのたくさん歩けるスニーカーとかがあるんですけど、はい、まあ、それとかを買って歩いた距離に応じてなんか新しくトークンがもらえて、もらえる、まあ、それを市場で売却をしたら、はい、売却できる、それでその日本円とかに換算することができるので、あの儲かるみたいなものですね、はいはいはい、でもそれは何ですかね、それはスニーカー歩いたらトークンがいっぱいもらえるっていうのは、はい、そのスニーカーを普及させるためにそういうメカニズムにしてた、ルールにしてたってことか。あ、それはステップンっていうアプリを普及させるためにトークンをばらまいていたってものになってます。あのアプリケーションの初期って、まあ、できたばっかりでユーザー数すごい少ないじゃないです か、 だからそういう人たちに対してお金配ったら、まあ、とりあえず遊んでくれるっていうのは、うん、まあ、普通の広告キャンペーンとかでもあるかなと思っていて、はいはい、お金かけたらユーザーってすごく集まってくれる、だからステップンで歩いてもらおうっていうことでやったんだけど、みんなわー歩きまくったらもうそれはお金なくなりますよね。そうですね、なんで、はい、そのステップンとかの場合は初期の段階とかでトークン配りすぎている。あ、でも提供する側はお金相当持ってないと維持ができないですよね、どんどん増えちゃう。そうです、ね、あれは何ですか、結果的に Web3 における失敗事例みたいなところなんですか。まあ、あれだけ盛り上がったら成功と言ってもいい。盛り上がったら成功、成功の概念とかもいろいろあるとはっていうふうに。あれは今も続いてるんですか、ステップ。あ、ゲーム自体は、ゲーム自体は続いてる、はい、続いています。で今もじゃあステップのアプリ入れて歩くとトークン入ってくる。入ってきますね。あの、あ、ただゲームの金額っていうのはあの1日あたり稼げる量とかかなり減っているかなと思うんですけれども。あ、なるほど。あ、じゃ あ、 あの今そこにスタッフがいるんですけど、じゃあまだ歩けば大丈夫ってこと、損失戻せる。ただあのフルマラソン以上に歩かないといけないかもしれないですけど、ね、死ぬほど歩かないとダメ。いくらぐらいで買ったんでしたっけ。でトークンを、え、何、スニーカーを買った。スニーカーを買いました。で歩きまくってトークンもらい始める。そうです。1日で大体7000円ぐらい最初もらいました。あ、最初の方。はい。で7000円ってことはまあ1ヶ月ぐらい歩けばもう元取れるはず。最初は30日で回収ができるって言われて。30日で言われて。歩き始めました。30日で回収できたはずが、はい、まあ、5日歩いて、でもう計算すると、あれまた30日後に回収ができると。なんかいつの間にかでエンドが伸ばされて。エンドがずっと伸ばされて、最終的にはもう、何年後とか、そうっていうレベルに。だいぶ先になって。うん、ちょっと追いつけなくなった。追いつけなくなりました。ちょっと具体的に、ステップはどうすれば回避できたんですか、あの破滅的な状況を。あ、それで言うと、その、歩くってこと自体は健康にいいことかなっていうふうに思っておりまして、そのお金最初に18万円ぐらい払ったけど、まあ何キロぐらい歩いて痩せたし健康になったから、ちょっと健康に良かったってことですね、スタッフの方。そうです。だからその18万円で買っても NFT としては手元に残ってるんで、今売ればまあ何万円か何千円かにはなるかなと思っています。なるほど。減った分あるじゃないですか、はいはい、減った分は普通にジムとかに行って運動して健康になった分ったとだと思ってもらえれば、普通のウェブサービスとあんまり変わらないかなっていうふうに思ってまして、それか何でしょう、あのそう健康になったってことですね。スタッフさんは、はい、あの17万円からいくらになったんでしたっけ最後。今いくらだろう、1万円ぐらいですか。あ、まあ、16万円分ぐらいを健康になったっていうことですね。ただね、ちょっとそのいついつまでって言ってたのがいきなり引き延ばされてるのはちょっとえって感じですよね。
ふざけんなって感じですよ。そうか。確かに。いやだから何ですか、あのトークンの発行量一定でも止めといて、はい、たらよかったんですかね。で早くアルイモン、ガイタモン勝ちとかにしといて、歩く達成した人はちゃんとで、そこからもう早めに換金するとか、あどうなんだろう、ね、トークン その配り方をもっと緩やかにしておくとか、そういうものでもう良かったのかなっていうふうには思います、ね、で歩いて頑張った人がの量と、はい、頑張りの量とそのトークンの価値の量がうまくバランスして、ね、変なインフレとか価値崩れがしないように、価値が崩れないように全体をコントロールしておけばうまくいったんじゃないかみたいな。そうですね。ただでもね、 Web3 って結構盛り上げていくときにちょっとああいうの起こっちゃうと、どうしても一般の素人からするとこれ詐欺なんじゃないかってみんな思いますよね、はい、クリプトっていうかブロックチェーンとか Web3 系のプロジェクト その大きくなっていくサイクルとして、価格がめっちゃ上がるっていうのがすごいニュースになるじゃないですか、はいはい、でステップンとかも皆さんが知るところになったりとかするので、価格がめっちゃ上がる、歩くだけで儲かるってなんでって、まあ当然思いますよね、はいはい、そうすると調べる人とかがすごく出てきて、まあ、ステップンってこういう仕組みで儲かるんだ、あその裏側ってブロックチェーンって技術が使われてて、なんか Web3 っていうトレンドがあるんだなみたいな、うん、知ってもらえるきっかけになる。なるほど。結構でもそれ作り手目線ですよね。消費者からすると結構って感じだと思うんですけど、まあ基本そういうふうな試行錯誤があって、はい、技術で広がっていくんだっていう、そうですね、ちょっと好意的に解釈させてもらっていいですか。じゃあそうですね。だから日本ってとかくなんかそういう新しい試みに対してちょっと冷たいみたいな、はい、ところがあって、こういうの起こるとすぐ、あもう詐欺だみたいになって、うん、あのなんかもう新しい挑戦をポシャらせるのが得意な国みたいなとこがあって、アメリカとかってどっちかというとそれをこう許容してから、ああいうもうすごいのが生まれているっていうのもあるんですかね。じゃあそうですね、な規制の方向性が異なるっていうのはよく言われますね。なるほど。もう日本だとこういうの起こると多分消費者庁出てこいみたいになって、あわーすぐ規制しようみたいになるんだけど、そうですね、多分アメリカとかってやっぱそういうのを、まあ、いやまあ失敗だけど次行こうぜみたいな、はい、なるっていう、そこの懐の深さみたいなのがやっぱ違う。だからまあ Web1 も Web2.0 も、まあ、ほぼアメリカが制覇して、はいはい、で Web3.0 もそういうことはないんですか。アメリカが結局持っていくみたいな。あ日本もだからもう国家を超えるからそういうことは起こらないということ。あそれでいうとその規制はいい面も悪い面もあるかなと思っていて、日本は そんなにそれほど悪くはないのかなって思っています、はいはい、アメリカとかだとやってみて あかんかったら規制するっていう、はいはい、で日本とかはそのやる前に規制とかルール決めちゃう、だからイノベーションが生まれないっていう側面とかもあるんですけど、はいはい、そのブラックな領域っていうのがかなりはっきりしているので、その後々逮捕されるリスクとかが結構低いっていう面とかはあるのかなと思いますし、今後々逮捕されるリスクが低い、そうです、はいはい、はい、気づいたらブラックだったみたいな概念がないかなと思っておりまして、はい、今規制とかもどんどん緩和していこうっていう流れとかもありますし、その Web3 っていうのはその分散型でみんなでわーってやっていこうっていう概念だったりもするんで、国がなんか主導してやっていくというよりは、国はなんか規制で Web3 のその種みたいなやつが伸びるのを邪魔しないように規制をどんどん緩和して撤廃して伸びやすいように天井を開けとくみたいな、はいはいはい、そんな対応とかが今後求められるんじゃないかなとは思います。そして信明さんは近く本を出されると。あそうですね、はいはい、どういった本になるんですか。あ本当 Web3 の教科書的な本を出すつもりで書いておりまして、Web3 は最近本が炎上しましたけど、あそうです、ね、しかもその同じ出版社って伺ってるんですけど、あそうです、大丈夫ですか。そうですね、Web3 の最先端やってますとか詳しいですって人とも、まあ、ある程度喋れられるような本とかを書いています。じゃあ自分の本は同じ出版社だけど炎上はしないぞと。しないといいなと思ってます、ね、しないといいなと、はい、まあ、何事もまあ挑戦という。そうですね、炎上したら火消してください。あ炎上いや経済ニュースアカデミーに火消す力はないと思うんですけど分かりました。ということで今回 Web3 今更聞けないその話、 Web3 と DAO について信明さんに今日はゲストでお越しいただいて話を伺ってきました、はい、信明さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで経済ニュースアカデミーをお伝えしました。そして次はですね、この Web3 そして DAO のキーパーソン、日本人の中で最も有名なキーパーソンをゲストにお招きしてお届けします。ぜひご期待ください。テレトビズ、テレ東経済ニュースアカデミーです。今回はですね、前回に引き続き今さら聞けない Web3 と DAO、 DAO って何なのかというお話引き続きお伝えしていきたいんですけど、まあ、DAO、 DAO って何なのかという話、この話をするときに、まあ、日本人のほぼもう第一人者、結構一番有名な人というのを今回お呼びしました。まあ、このですね、 Web3 と DAO っていうこちらの本なんかも最近出てるんですけれども、この本の中でも取り上げられているような方なんですが、
はい、ご紹介したいと思います。今日はシンガポールから日本に帰国しているところをお越しいただきました、アスターネットワーク創業者の渡辺壮太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さんは結構自民党やら政府やらのいろいろ呼ばお呼ばれして、いろいろ Web3 とか DAO について話をされているということで、普段は何してるんですか？普段は今あの会社のメンバーが32人くらいで16カ国の国籍と国に分かれて転々としてるんですね、はい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 、なんで結構そういったアメリカとかシンガポールとかヨーロッパとか行ったりとか、まあ、あともう朝から晩まで誰かしら起きてるんですよ会社で、はいはい、ね、なんでずっと仕事ですね。仕事って何をしてる会社なんですか？今あの日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワークというものを作っていて、はい、今そのブロックチェーン自体がこういろいろつながってないっていう問題があります。だからイーサリアムはイーサリアム、ビットコインみたいな、関係ないみたいな、はいはい、で今日結構なんかアナロジーを用いて分かりやすく説明したいなと思ってるんですけど、 ありがとうございます。あの江戸時代その松の方の、はい、まあ、長州藩とか薩摩藩とか、はい、会津藩とか、まあ、こういう藩で分かれちゃってるんですね。分かりました。で結構その行き来はできるんですけど、うん、なんか交通税取られたりとか結構大変だったりすると、はいはい、うん、で僕らがやろうとしてるのはこれ藩とか言ってたら社会にウェブ3もマスアダプションしないので、はい、もう日本っていう単位のこう作りましょうと、うん、あ、もう一緒のブロックチェーンみたいな、そうですね、お互いにいろんなブロックチェーンが協力することによって一つの生態系、一つのプロトコルを作りましょうと、はいはいはい、いうことをやっていて、でそういうふうにいろんな、まあ、今の藩が協力し合うことによって新しい国の形みたいなのができてくる、はいはい、今日はあのちょっといろいろいくつかの愚かな質問をご勘弁いただきたいんですけどそれは何ですか？ビットコインとイーサリアムをあの交換しましょうとかいうレベルの話じゃないんです、ね、はい、もうイーサリアムとビットコインだけじゃなくて、はい、今ソラナとかアバランチとかポルカドットとかアスターとかいろいろ出てきてるので、はい、本当にレイヤー1ブロックチェーンっていう、まあ、その国家単位の話だともう多分100とか200とかあるんですよね、はい、これをこうつなげるようなプラットフォームを作りたいなっていうふうに思ってます。つながると何が起こるんですか？今例えばこう皆さんビザカードとか持ってますよね、はい、であれとかのカードがなかった時にアメリカに行く時にまず日本の空港で両替して、はい、ドル持ってってドルを現地で払わなくちゃいけないと、はいはい、でもドル日本で使えないんで帰ってくる時また両替して紙でも使わないといけないんですよね、はいはい、もう有馬藩と薩摩藩みたいな、ね、そうですそうです、うん、でも今あってこういうカードみたいなのがあるんでこう現地で決済できるようになるんですか？なるほど。クレジットカードのシステムってもう全世界ほぼ共通やから、ね、ビザだとマスターみんな行ってもう店のあれでピューやったらもう引き落とされるみたいな。そうです。今もこう例えばドルを円にして日本に持ってきて使うみたいなことがブロックチェーン上でもできるんですね、はい、例えばビットコインをイーサリアムに持ってきてイーサリアム上でビットコイン使うってできるんですね。でもただこれって高いし遅かったりするんですね。手数料かかったりする。手数料高いと、うん、でシームレスなエクスペリエンスじゃないんですね、うん、なんでこれを本当にクレジットカードで決済するように、はいはい、いろんなトークンいろんな通貨がもうユーザーから見ると全く同じように全てのアプリケーションが使えるようになればマスアダプションするよねと。マスアダプション要するにもっと使えるようになるっていう意味、はい、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが使えるよねっていう使えるなら、はい、でも俺みたいな若い若いやつでもうクレジットカード持てば世界自由に旅行してもうすんげえ楽に、はいはい、もう空港戻ってきた時に両替とかせんとええ、はい、っていうことになるわけですね。そういうことです。はあ、その世界観を作ろうとしてる。その世界観を作ろうとしてます。でそれは何ですか？会社要するにスタートアップの CEO で ストックオプションめっちゃ持ってていずれエグジットして金持ちになるみたいな世界観なんですか？いやもう全く逆で、その株式会社とこうトークン側のあとの DAO って言われるような組織形態って本当に違って、はい、株式会社はこのだからご自身の組織は株式会社じゃなくて DAO なんです。 DAO を目指す株式会社。 DAO を目指す株式会社ちょっと謙虚っぽく言ってらっしゃる。そうです。 DAO だって言うとなんかお前ちゃうやろみたいに言われるのもあるから。でも実際株式会社です。実際今は株式会社、はい、でも僕が 100% 持ってます。あ、だからそういう株式、はい、今の形態としては株式会社。そうです。だけど目指してるのは DAO。 そうです。つまり自分の会社を清算する、つまり潰すことが僕のゴールなんですね。会社ぶっ壊 す、まあ、昔あの X ジャパンの YOSHIKI が楽器壊したりとかし、あ、知らないとか、ね、すいません、世代がすいません、世代がちょっとね、ちょっと全然若いんであれなんですけど、あの要するに、今、まあ、要するに DAO の組織だからゆくゆくは自分の会社がなくなるってこと、はい、その全てのブロックチェーンをつなげたら解散する会社は。そうです。あの自分の会社を潰すなんて言ってるスタートアップの経営者は僕の知る限りいないんですけど、あの我々的には自分の会社がなくなってもこうエコシステムとか経済が成り立つようにするのが僕らのミッションだと思っていて、こう例えば大きい会社 Google みたいなのを作ると Google より素晴らしいアイデアとかイノベーションみたいな
をやる会社出てこないんですよね。あ、はい、なぜかというと Google が早いうちに目をつんで買収するので。あ、買収するからすぐね、今実際やってますよね、はい、で我々がやりたいのはもうここの株式会社のゲームじゃなくて新しいこう DAO みたいな新しいゲーム作っちゃいましょうと、はいはい、で自分たちの会社がいなくなっても回り続ける経済をとかエコシステムを作ることでこう自分たちの会社を潰すことによって、まあ、いわゆる起業家のエクジットをしましょうっていう世界観、ね、それはその時は渡辺さんはどうやって例えば普通今までの世界観、はい、Web2.0 的な世界観だと、まあ、会社ストックオプションつまり自分が創業者が 100% ぐらい持ってて、はい、まあ、場合によっちゃベンチャーとかに 10% ぐらい渡すんだけど、はい、M&A したり IP をしたりするときにもう株売って儲かってハッピーみたいな、うん、で儲かると。でも会社潰したら渡辺さんどうやって儲かるんですか。トークンってものがあるので、はいはい、そのトークンの 100% のうち多分僕は本当に 1% とか 2% の割り当てを、うん、持ってる、この2年から3年で利確する権利がある。あ、なるほど。今持ってるのは 0.1% 以下なんで。あ、そうなんだ。普通株式会社やってたら僕上場してたら 50% とか持ってないじゃないですか、はい、でもこうブロックチェーンとか U3 プロジェクトの場合は逆でこれ分散が力なんですね。コミュニティが力なんで僕も 0.1% くらいしか持ってないと。あ、でプロダクトを分散的に管理しようという体制ですね。でその 0.1% のトークンがいずれ今渡辺さんがやってるプロジェクトがすごい育って全世界のブロックチェーンを一緒にするみたいなすごいシステムができたら、はい、それみんなうおーすげえなできたっつってすごいことだみたいになってそのトークンがなんか価値を持つってことですか。そうですね、トークンが価値を持ってそのトークンの全体の時価総額が上がっていくと。あ、まあ、例えば 0.1% 持ってたらネットワークが分からないですけど、1ビリオンは1000億になった時に僕がまあ1億円もらえるみたいな。前回の動画で A という街と B という街を架け橋を作って、はいはい、でその街と A と B という街が発展したらその 橋を作った人たち、まあ、DAO のチームだとその通行料とかがブワー盛り上がって通行量が増えてお金がどんどんその作った人たちにトークンが価値を持って入って、はい、お金が入ってくるという、まあ、それを全世界規模の橋を架けようみたいなイメージでやってらっしゃると。そうですね。でそのユーザーが将来、まあ、何年後か分かりませんけど渡辺さんのやったプロジェクトが成功して全世界のブロックチェーンが一つになるみたいな問題ができたきたら、うん、めっちゃみんなそれ使うようになってトランザクションが増えてなんか、まあ、そこからちょっと一部ちっちゃな手数料みたいな。そうですね。でそれがどんどん渡辺さんがトークン持ってるからバーッと入ってくると。そうですね。その国みたいなのと近いと思ってて、それでいうとその手数料とか消費税みたいなのがこうブロックチェーン上の1アドレスに蓄えられていくんですね、はいはいはい、でそれをどうやって使うかっていうのをみんなで決めよう。みんなで決めよう。トークンによるガバナンスによって決めようっていう。コントラクトみたいな形。そうですね。あのアドレスがあってそこにこう溜まっていくんですね、まあ、これがいわゆる日本でいう財務省みたいなところです、はいはいはい、で財務省が持ってるお金をどうやって使うかっていうのでトークンホルダーでみんなでこう国会やって決めるっていう。でも 0.1% ってことは、はい、まあ、投票権も 0.1% みたいな、ね、1000分の1票みたいな。そうですね。なんで自分 5% とかにしなかったんですか、トークンの創業者なら。やっぱり僕的には自分がいなくなっても動き続けるものを作りたいんですよね、はい、それってブロックチェーンとかとすごい相性はいい話だと思ってて、ブロックチェーンも僕が死のうが、まあ、サトシ仲本っていうビットコイン作った人はもう誰か分かんないですけど、それでも動くんですよね。動くね、確かに。でこれって株式会社だとなかなか難しいので、アマゾンはいなくなると AWS が止まって、そうですそうです、全世界の、まあ、もう多くの会社がもう立ちビジネス立ち行かなくなる。これも配信できないかもしれないですね。あ、本当にそうそう、あ、確かにね。あ、これ AWS 相当 YouTube と Google って多分契約してるのかな。 Google オリジナルサーバー、 YouTube の場合 Google の、 あのオリジナルサーバーでサーバーがあるんで。なるほどなるほど、はい。ただ YouTube にいろいろ CM 出してる会社とかも多分ドカン倒れるみたいな。そうですね。だからこれも Google と YouTube が倒れるとこの多分データも飛ぶか崩壊すると。で、すごい面白いのが、例えば Amazon とか、うん、まあ、Google がもし明日仮に倒れたら、うん、YouTube なくなるんですよ。なる、確かに。で過去に載ってたデータも全部なくなるんですよ。なぜかというと Google のサーバーに全部保管されてるからです、はいはい、でもブロックチェーンは僕の会社が明日なくなっても自分たちのブロックチェーンは動き続けるんですね、うん、なぜかというと数万人数十万人の人たちがこう分散的に管理してるからですね、うん、でなのでブロックチェーンの上に何かしらコンテンツ、例えば僕が生きた証を乗っけとくと、はい、僕が死んだ後もその証は残り続けるんですね、うん、ブロックチェーンに。なるほど。それはすごい面白いところだと思いますね。それをやりたい。ただそれの説明と 0.1% のちょっと論理的な接合性が僕ちょっと分かんないんですけど、まあ、それ今いい言い方、かっこいい言い方したと思うんですけど、はい、DAO の世界ではなんかやたら 5% 10% とか取ってるマジョリティ取りに行こうとする行為って寒いみたいな、うん、だからそうです、ね、もう自分の創業者だろうがなんだろうが
もう本当にわずかな取り分でみんなで民主的にやるっていうのが DAO の世界観みたいな。そうですね。そういうふうにそれを習ったっていうことなんですか。そうですね。ああ、なるほど。でもやっぱりその特に若い人たちの Z 世代って言われるような世代の人たちは、特にそこのなんかお金持ちになりたいとか、なんかフェラーリ買いたいとか、まあいい家に住みたいみたいな欲望があんまりないので、渡辺さんもあんまないんですか。僕もあんまないですね。僕の家今すごいですよ。何もないですよ。だからもうそうなんですか。本当に。あ、そう、もう質素な暮らしなの。質素な暮らしをしてますね。ど田舎ですし。だからジェフ・ベゾスがもう超スーパーお金持ちになって、うん、まあアマゾン作りました、はい、イーロン・マスクでテスラみたいな、そういう世界観じゃないっていうこと。そうですね。よりなんかそのプロトコルとかブロックチェーンの Web3 のプロトコル作って、すごいあの社会性の高い活動だと思っていて、なんかその時価総額を数千億円にして自分がなんか数十億円もらいますみたいな世界ではないです。ない。なるほど。ただ言うても、でも一応暮らしていかなきゃいけないわけでしょ。生活費とか給料、従業員も給料払わなきゃいけないみたいな、はいはい、その原資は今どうなってんですか。営利企業じゃなくて、とにかくみんなコーディングして、そうです、ね、全世界で社員が何十人でバーコーディングしてるんですよね。そうですね。そいつらの朝ごはんとかは どうやって支払ってるんですか。それはあのトークンの例えば 10% とかをこういわゆるベンチャーキャピタルって言われる人たちから出資を受けてる、出資を受けてる形ですね。で今だいたい日本円で40億円とかを、はいはい、まあ、合計で調達しているので、はい、まあ、これからの3年とか4年に関してはそこからこう給料を出していくと、はいはいはい、で持つという形ですね。でそこから先はシステム出来上がったら、もうトークンとしてみんなに配分して会社解散。解散です。でその人たちはその作った、はい、その全世界ブロックチェーンユナイティングシステムみたいなので、はい、そこの手数料からみんなもらって、でもトークン持ってるから、すげえこのトークン価値あるからボーンって、その分値上がりするかもしれない。値上がりするかも。でそれを売って現金化して、まあ、いくみたいな。そうです。だから今は何ですか、40億で 0.1%。 あ、40億円くらい調達したので、してこれは違くて、今だいたい時価総額日本円ですると500億円くらいなんですけど、まあ、そのうちの 0.1% なんで、まあ、5000万円くらいの、まあ、トークンですね。今だからご自身が持ってる今のアセット資産は、だから5000ストックで持ってる資産はだいたい5000万ぐらいの価値。そうですね、トークンで持ってる資産。それって普通の株式会社でいうとめちゃくちゃ少ないと思ってて、例えば500億円の企業価値持ってて、普通 CEO とかって 50% 持ちたいじゃないですか。でそうすると250億とかなんで、まあそれと比べると全然少ないアマウントだと思います。ただいずれ自分の持ってる今の5000万のトークンは、まあ500億とかなるだろう、5000億とかなるだろうって思ってる。上げていきたいとは思ってます。上げていきたい。だからそこはちょっとお金はさすがにフェラーリ的な価値観。ああ、どうなんですかね。いや、なんか結構起業家としてみたいな話なんで Web3 と全く関係ないんですけど、違うんだ。あ、やっぱり自分起業家じゃないっていう。あ、僕は起業家としてより社会にインパクトやり、大きいことやりたいんで、もしかしたら10年後とかはそれを原資にして、なんか宇宙やったりとか核融合やったりとか、なんか違うことやってるかもしれないです。メガネもちょっともっといいやつに変える、メガネいいやつにしたりとか、はいはいはい、まあ、ちょっと服買ったりとか、買ったりとかなるほど。だから今は、だから今株式が形式としては世の中に一応ちゃんと迎合しなきゃいけないから、はいはいはい、組織として作らなきゃいけないから、はい、株式会社にはなってると。株式会社になってます。だからベンチャーから出資受けるときはその株 を買い取ってもらうっていう格好で出資を受けてると。あ、僕らの場合はトークンで資金調達をしてるんですけど、株式会社で あの株による資金調達もできます。あ、なるほど。あれアスターネットワークというのは、これはトークンですね。トークンなんだ。はい、100% トークンです。トークンでの出資を受けている。トークンを持ってるんでお金くださいと。そうです。で出資者にトークンを渡してる。 でそのトークンはいずれそのシステムが全部出来上がったらめっちゃお金になるんでっていうのを出資者は信じて金を出してる。そうです、信じて出してる。信じて出してる。結構それ信じるやつってのは何人なんですか。それは今のうちの一番大きいところだと、例えばバイナンスとかコインベースっていうところとか、これはあとFTX 系のアラメダっていうところとか、あとポーリーチェーンっていう、あの、うん、アンドリセン・ホロウィッツの彼らが出資して、コインベースの1号社員が作ったアメリカの、ワンオブザトップの VC ですね、はい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 、やっぱだから仮想通貨界隈日本人の出資者はいない、ほぼいないですね。ほぼいない。やっぱなかなか理解がそこまで、日本の VC 界隈も、はい、トークン出資を受け入れるほどのまだ技量っていうか懐はまだ見分けるところも、まあ、一つはやっぱりそのエクイティの出資とトークンの出資でちょっとゲームが違うんで、こう測りきれてないというのが一点と、あとは日本の法律みたいなところで、いわゆるベンチャーキャピタルがトークンに対して出資をするっていうところの整備がまだできてない。できてない。
だから自民党とか今日の今後もなんかで政府の経産省の人とお会いするって聞いてますけど、そういうところちょっと働きかけていかなきゃいけないし、そうですね、しかも今トークンとかいろいろなんですか、シンガポールに拠点があるのも、はい、今なんか持ってるだけで税金がかかって死ぬみたいな。あ、そうですね。例えばこれはまあ完全に仮の話なんですけど、はいはい、1000億円の自分の時価総額があるトークンのネットワークを作った時に、はい、一番最初からこれ1000億コミュニティにバンって投げるのは無理なんですね、うん、で 50% くらい、分かりやすく 50% くらい会社で管理することにします。でそうするとこれ500億円ですよね。で500億円持ってるとこの期末、まあ一般の企業だと12月とか3月ですけど、この12月に僕が500億円持ってると、この500億円のトークンの時価総額に対して課税されるんですね。あ、なるほど。でだいたい法人税が 30% なんで、日本トークンを持ってるだけで僕は来年150億円を現金で払わないといけない。あ、別に今キャッシュという物は存在してないのに、下手するとそれ売却してどっかでやらなきゃいけない。売却するとトークンの価格って需要と供給で決まるじゃないですか、うん、でこれ売りやつがものすごくすごくなるので、はいはい、マーケットが下がりするっていう。だから日本で事実上トークンによって、まあ、その DAO を作ろうというのはもうほぼ不可能ってことですか、言うたら。ほぼ不可能だとは思います。でよく例えで使うのが、こうやっぱり企業とかビジネス作るってマラソンじゃないですか、うん、でやっぱりシンガポールの人たちとか、まあ、スイスの人たちとかってもうランニングシューズ ランニングウェアで走ってるわけですよ、はいはいはい、でも僕らは革靴でスーツで走ってるみたいな。なるほどね。日本で、まあ、それは、まあ、できるっちゃできるかもしれないですけど、勝ってくださいって言うときついですよね。なるほど。もう全然そのぐらいやっぱ世界と日本ギャップがあってと、ね、実は今回渡辺壮太さんとのこのトークをですね、実はこう音声を NFT にして、うん、なんかこの動画を聞いた人をこうスマホで音声読み取りにしてやろうとすると、それで NFT 発行してなんか唯一無二のなんか NFT にしようみたいなちょっとプランがあって、うん、それちょっとこの間本当この番組スタッフ のちょっとステップンですげえ大損したちょっと方がやってくれる人だったんですけど、ちょっと会社上層部というか上じゃないです、まあ、ちょっとその叱るべき部署が、いやその NFT なんやみたいな、うん、いや俺も確かにこのちょっと失礼ですけど経済ニュースアカデミーのこの音声に全く価値があると思わないんですけども、うん、ただ将来的にねこれをやってたことがなんかファンとかあの時聞いてくれた人やみたいなことを証明してチケットになっていずれリアルイベントやるとかには確かになると思うんです、うん、ただまあうちの会社もちょっとでかい組織ですからね、これちょっとここカットするかもしれないですけど、なかなかね日本の組織なんで、うん、ちょっと不確実性というか将来ビジョンみたいなきちっとこうしないとダメよみたいな、まあ、だからそういうところも含めて日本やっぱりその規制というか今おっしゃったところも遅いからもうシンガポールに行かざるを得なかったというところ、はいはい、 でもご自身でももともとなんでそんな尖って DAO を作ろうみたいな、しかも日本で割と真っ当でちゃんと DAO みたいに、多分渡辺さんなんでしょう、わかんない、自分で言いづらい、そう自分で言いづらいですけどそうかもしれないですね。もともと大学出て、大学にいる時に、中国とかロシアとかインドとかの現地のところですごいインターンをしていて、はい、すごいスタートアップとかで、いや NPO なんで貧しい人たちの支援だとか子供たちになんか日本語教えたりとか英語教えたりしてたんですよね。でそこでやっぱりいろんなものを見て、で社会的なインパクトを与えたいと思うようになったんですね。例えばインドとか行くともうその当時は本当死にかけてる人路上にいっぱいいたんですよ。でも日本でそんな人見たことないんですよね。でそうした時にこう社会にインパクトを与える人間になりたいと思って、でやっぱ IT なんですよね、はい、その日本にいながら地球の裏側に人たちに対してパワーを提供できるのは、まあ、IT だというふうになって、うん、でも IT で僕その当時23歳とかで、じゃあインターネットやりますとか、こうなんかモバイルやりますって言っても孫さんとかに勝てないわけですよ、うん、もう既存の Web2.0 時代の起業家がいて、そうですそうです、その人たちはもういると完成されて、はい、しかもそれはまあすごいピラミッド構造作ってると思う。そうですそうです、うん、なんでだったらそこに太刀打ちするためにはこう既存の中で戦うんじゃなくて、今から新しくできるこの既存を壊すかもしれないものに人生を張った方がいい、 Web3.0 的なところでいかないとダメだ、はい、それが当時ブロックチェーン で、うん、でそこから僕らも Web3 って言ってたら当時は全く相手にされなかったんですけど、なんか最近 Web3 のトレンドがぐわーってきて、その波に押し上げていただいている感じです。あー、なるほど。どうですか成功確率どんなもんだと見てます、自分のその目標に向けて自分の会社を解散させて、はい、いわゆる DAO に DAO として解散する最後の瞬間を迎えれる確率っていうのは、はい、それは結構 100% に近づけるように頑張ってますね。でもね、はい、それちょっとね投資家も見てるかもしれない。余計なこと言えないですよね。はいはい、50%とか言えないですよ。言えない言えない言えない。僕はちゃんとしてるんで。だから基本的には何でしょう、やっぱり将来今おっしゃった
Web2.0 時代の企業家、まあ、孫さんもそうだと思いますね、ソフトバンクビジョンファンドとかありましたけど、はい、あと、まあ、Google だったり、まあ、GAFAM、うん、ああいった存在は今後その DAO 的な組織が何ですか、凌駕していくんですか、うん、どうなの。僕は Web2 と Web3 の関係は補完関係だと思っていて、 Web3 が Web2 をリプレイスするだとか、うん、なんかまあ破壊するみたいなのはない。ない。じゃあやっぱ資本主義は続く。資本主義は続くけど、今この資本主義で利益享受している人たち、うん、本当に世界の人口の 1% 未満だと思うんですよね。でそれがより開かれた金融システムとか、より開かれた社会的な基盤になることによって、うん、多くの人たちをインクルージョンできるっていうふうには思います、うん、でまだ過渡期なのでインクルージョンしてるとは言えないんですけど、うん、することになるとは思います、うん、なんで例えば今の時価総額ランキング見たときに、日本企業が昔バーって1位だって、うん、今ガーファがグワーって来て、で20年後にはこれ組織っていう形態の時価総額で見ると、ここにまあビットコイン入ってきますよね。なんか DAO が入ってくるような世界観になると思います、うん、だから DAO の時価総額というのは、おそらくその持って保有しているトークンをなんかドル換算とかした金額で言うと、その時価総額はおそらくガファも超えてくるであろうというのが予測。そうですね。例えばイーサリアムだと、イーサリアムの1トークンの価格かけるトークンの発行量、これはあの時価総額なんですけど、うん、マスターで言うとアスターの1枚の価格かける発行量、これが超えてくる可能性はあると思います。なるほど。だから資本主義は続く、株式資本主義は続く、まあ、ニューヨーク証券取引所も東京証券取引所も多分あるだろう、はい、だけどそこのシャンクトじゃないトークン時価総額で満たす巨大組織が、はい、それは国を超えて生まれる。国を超えて生まれると思います。あ、国を超えてっていうのは、例えばいろんな国籍の人たちが本当に関わり合って参加してるプロジェクトと思いますね、はいはいはい、だからそのなんちゃらダオみたいな、はい、だからなんですか、でも渡辺壮太さんは渡辺ダオとは言わないんですね。言わないですね。何ですか。それはやっぱり僕が死んでも続く組織とか、僕がいなくなっても続く生態系を作りたいので、僕が頂点に立ち続けるとか、僕の名前を出しすぎてはいけない、ね、うん、じゃあなんとか名前ダオっていうのはちょっと違うんじゃないかみたいな。そうですね。そうですか。で一部のちょっと某有名企業が作った DAO もね、どうなのかみたいな話も、まあ将来 DAO になるんでしょうけどね、はい、まあちょっとそれサロンじゃねえかみたいな話もある。そうですね、まあ、ただいきなりじゃあ 100% の DAO を作ろうとすると、これって結構法律的とか、うん、まあ、その世論が追いついてなかったりとか難しいんで、うん、はい、こう今過渡期なんですよね、うん、なのでそういった DAO も、まあ、あってはいいと思いますけど、最終的な着地点はそこにはならないと。解散するっていうところのでちゃんと公共財を提供する、はい、でもなんかその DAO は常に何ですか、こう民主的で、うん、だと言うんですけど、トークンのみんな平等持ってるから民主的だみたいに言われるじゃないですか、はい、でもトークンを別に金で買い占めて多く持ってるやつが、うん、俺ちょっと金やるからトークンくれみたいな、うん、で 50% 超えるトークン持ったやつが支配する DAO 乗っ取りみたいなのもあるんじゃないですか。それは、ロジック次第ではあるんですけど、ありえますね。実際ありえる、うん、はい、じゃあそれどうやって防ぐかっていうと、うん、まあ、例えば今1トークンを1票ってしてカウントしてるから、うん、多分そういうふうに 50% で取ることができるよねってなると思うんですけど、はいはい、1トークンかけるその人の貢献度、うん、イコール1票みたい、イコール何票かみたいにすると、ボーティングパワーにすると、それはじゃあめっちゃ貢献しようみたいな。なるほど。でも1トークンしか持ってないけどめっちゃ貢献したから、あ、これはなんか 10票分ですみたいな。なるほど。ふうにはできます、ね、優先株的な感じの、まあ、本当に何ですかね、そういった、まあ、株式市場における、まあ、あるいは何ですかね、その自分の創業経営が持ってる株は強いみたいな仕方を、ね、やり方を、まあ、トークンでやるというやれる、それを自動的にできますね、できるという、はい、ただその決めるプロセスは民主的に何ですか、コントラクトで決めるという、はい、民主的に決める、はい、はい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 。でもどうなんですか、本当それ、いやね、 Web3 来る、あの DAO 来るみたいので、いやこれもう、どもう本当最近ちょっとペーペーを恐る恐るコンビニで使うぐらいのやばいやつなんですけど、それから何年後ぐらいこのそういう世界来るんですか、なんかしばらく来ねえんじゃないかみたいな。よく聞かれるんですよね、 Web3 いつ来ますかみたいな。僕の答えは知らんと。知るかと。知らんと。それは逆に今こう世界で頑張ってる Web3 起業家の肩にかかってるんで、僕はそれが10年になる可能性もあれば50年になる可能性もあると思います。だけど僕はそれを5年とか6年にやるする努力をしますっていう。確かに、ね、いつか Web1 から Web2 に行く時も別に Web2 来るぜ、はい、ガファム来るぜみたいなじゃなくて、いやそんな、まあなんかあるね、ソーシャルネットワークみたいに言うてたらいつの間にかドーンガファム来て、う、ね、もうアメリカがそぼ支配するみたいな。でもやっぱりグローバルにこういろいろ移動してて、
日本人とこうアメリカ人とかのマインドセットの違いはすごく感じていて、うん、はいはい、日本人の人たちはもうけんけんがくがくと Web3 の議論を、 Web3 の定義についてお話するんですね。でもアメリカの人たちはそんなもん知らんと、うん、とりあえずやろうぜみたいな、やろうぜみたいな、でやってやってやってトライアンドエラーでいっぱい失敗出てくると思います、うん、でもその中でも学んで学んで社会に対して意味あるものを作ろうぜってやってできてきたのがやっぱ GAFA とかであると思うんですね、 Web2 で。確かに。だから我々はその Web3 の定義とかをしっかりこう、まあ、ある程度こっちだよねっていう決めるのは必要だと思うんですけど、うん、まあ、定義はもう我々じゃなくて20年後の人たちが決めると思うんで、うん、もう 今はこう試行錯誤しながらこう Web3 の最前線を走り続ける人がもっと必要ですね、うんうん、だからそのかつてこれ前回の動画でも話したんですけど、ステップンが結構その詐欺じゃないかみたいになったんだけど、はい、まあ、欧米ってどっちかというとああいうのまあ失敗で、まああいうのあったんだけど行こうぜみたいに、はい、日本ってなんかとかくこう批判するみたいな、はい、詐欺だおかしいみたいな、そんなこと言うてるうちにも世界にやられるっていうことなんでしょう ね。だからまあ、あれを教訓として、じゃああれが失敗だったんだったらどう面白くしていこうかみたいな話にしなきゃいけないっていう、そうです。なるほど。やっぱシンガポールとかもうご自身のあって世界観っていうのは日本人もうそういう世界観で多分生きてる、ビジネスやってる、ビジネスというかビジネスやってるという言い方しちゃいけないんですよね。いやでもまあビジネスやってるっていう、ダオってるってことなんですか。ダオってるってことです。ダオってるってことなんですか。ダオってますダオってるってことなんですか。それはやっぱ日本人スタッフもいるんですか。結構あいますね。今32人くらいいて大体 5,6 人くらいだと思うんで、まあ、日本人の方が少数ではあります。ダオを作る、これはもし若い人見てたら、はい、私多分もうちょっと年齢的に DAO 作れ、なんか DAO 作れないと思うんですけど、ただなんかウェブに行ってなんか DAO 作るサイトがあるんですか。あ、うん、ありますね。それは、まあ、トークン発行して、うん、そのトークンの割り当てに応じてこうボーティングとか投票で方向性決めようぜみたいな、うん、ある、一応あれにはあるサービスあります、うん、はい、一応物理的に DAO 作ろうと思えば今作れると。作れますね、うん、ただ本気の DAO はもうすごい優秀なプログラマーを集めて、ね、めっちゃコードかけるやつをそ う, です、ね、うわやってやんなきゃいけないと。そうですね、まあ、あと DAO の規模ですよね。規模、なんかじゃあ今ここにいる5人とか6人で DAO 作ります、明日からトークン発行して分散で投票で決定なみたいなのはなんかできる。ただそのトークンはおそらく将来にわたってそのぐらいのちっちゃいなんか町内会 DAO だとおそらく世界に流通しないから、はい、トークンの価値も多分得れないので、はい、経済的インセンティブで優秀なプログラマーを引きつけることはできないであろう。そうです。なるほど。世界的な大きな DAO を作るってなるとそれなりに時間かかりますね。かかる。でしかもその大義を掲げなきゃいけないみたいな、はい、あ、じゃあそのなんですか、渡辺さんのそのいろんなブロックチェーンをつなごうぜっていうのに賛同して集まってるやつらなんですか、それともやっぱそのトークンの値上がりを見込んで集まってるやつら、どっちが多いですか。チームのコアチームの人たち、これ最終的に解散しますけど、この人たちとこう今36万アドレスくらいあるんですね、グローバルに。もう 全大陸にあるんですけど、はい、アドレスっていうのは何ですか。トークンホルダーの数。あ、だから出資者も含めて、ね、まあ、そうですね、まあ、それがあのボットのアドレスだったりとか本当にも人間のアドレスだったりするかはちょっと分かんない。それは何ですか。ダオばらまいたってこと。一回、みんな興味があって、あ、トークンをばらまいたってこと。あ、トークンをばらまいたところもありますし、うん、そこから興味を持ってアスターを触ってみようって思ってアドレスを作ってくれた人もいます。あ、いるんだ、はいはい、今36万くらいいるんですけど、まあ、36万のこのアド人たちは多分こう値上がり期待だとか、なんか新しいディファイ、新しい NFT 触ってみたいみたいな人たちですね。でコアチームのこの32とか5に関しては、あの世の中に対して意味があるこのインフラストラクチャを作りたいっていうモチベーションでやってます。だからいずれそれがもし、あの渡辺さんのネットワークが世界のブロックチェーンを結んだときに創業した30人みたいな、はい、もうあのなんすか、アメリカ建国の父みたいな感じになるとそうですね、いう名誉が得られると。そうですね。だからサトシ中本も多分彼は、まあ、今誰か分からないですけど、はい、中本さん分からないけど、まあ、彼ってすごい、まあ、神的な存在になってるわけですね、うん、はい、ああいう風になるかもしれないという。そうですね。でも別にその神がいなくてもビットコインもあるっていうのが大事です。じゃあいずれそのアマゾンの AWS みたいなの、今もう営利企業としてアマゾンが提供してるサービスプロダクトですけど、ああいうのが DAO によって取って代わられる可能性もあるんですか。いや、取って代わられることはないと思うんですけど、やっぱ選択肢が増えるっていうのがすごい本質だと思うんですよね、うん、例えば今多くの企業の裏側 AWS、Azure、はいはい、Microsoft で動いてますと、うん、でこれがもし潰れたら明日みんな止まりますと、うん、で AWS のサーバーの中をこう他の企業のとか覗けないじゃないですか、うん、だからじゃあ一金融機関が不正してても僕分かんないわけですよ、覗けないから。でもブロックチェーンの場合、自分でもこのサーバー立てられて全データダウンロードできるんですよ、うん、そういう選択肢があることが非常に重要だと思っていて、で AWS も将来的に多分あります。ただそれが嫌な人たちも
いるわけで、そういう人たちがどんどん Web3 のサービスでインセンティブによって動いていく世界観っていうのが今後出てきてくる。なるほど。だから DAO 的な AWS は誰がこう利用して情報トランザクションもみんな全員が見えると。そうです、そうです。この Web3 の多分世界観ってもうすでにビットコインが体現してると思ってて、ビットコインって既存金融のアンチテーゼで生まれてるんですね。リーマンショックの時 に。でも今の既存経済もあるし、金融もあるし、ビットコインもあるじゃないですか。なるほど。すでに今 Web2 と3は共存してるわけですよね、今の世界 で。エクイティとかに投資したくない僕みたいな人間は暗号資産に投資してるわけですよ。なるほど、なるほど。で将来的にも一緒で、株式会社あります、で Web2 企業あります、でもそれが嫌な人たちもいっぱいいるんですよね、でそういう人たちが Web3 側でサービス作ると、で僕は Web3 やりますって、こっちの方が好きなのでっていう世界観だと思います、だからまあ共存していくってことですね。どっちかなんかまあドラスティックな Web3 が社会の富の分配をバーッと変えるとかそんなことじゃなくて、まあ資本主義も存続するし Web3 的な世界観も存在するし、まあ株式市場が今、まあ、巨大な組織というと株式市場なんだけど、あ株式会社なんだけど、まあ、DAO もそこに入ってくるし、そうですね、ということになってくるということですね。そうですね。だから Web2 の人たちも Web3 の人たちも仲良くしたいですっていう形ですね。仲良くしたい。はいはいはい。なんですか、ガファムみたいな時代はもう少なくとも終わるんじゃない。ガファムが支配するような時代という、ある意味でまあ支配の定義にもよりますけど、今情報のトランザクションとかすべて握ってビッグデータは一方的にしか見れないみたいなのは終わるということなんですね。そうですね。終わるというよりかはより新しいドメインができてくる。GAFA に頼らなくても自分たちで経済圏とかサーバーが建てられるようになる、なるほど、サービスが建てられるようになるというふうになると思いますね、はいはいはい、今ね、世界の公共インフラみたいなの残る、例えばイーサリアムとかビットコインができたおかげで、まあ、金融システムにアクセスできて送金できるような人たちも今実際生まれてて、ただ DAO は悪の DAO が生まれたりするリスクってないんですか。そのなんかこういう世界を破壊するウイルスをみんなで作ろうぜ DAO みたいな、ありえますね。ありえる。ありえます。例えばこうちょっとポジティブな例になっちゃいますけど、面白かったのがコンスティチューションDAOっていうのがあって、アメリカ合衆国憲法がこうオークションに出されたんですね、でその時この合衆国憲法って人民のためのものだろうとか言い出すやつが出てきて、DAO を作ってみんなで競り落とそうぜってやつが出てきたんですよ。合衆国憲法のリアル上リアルなやつの昔の歴史の古文書みたいな、これがオークションに出たんです。出た。でそれでいやこれはみんなのもんだろうってやつが、まあ、その通りなんですけど、みんなで競り落とそうぜって言ってこうイーサリアムアドレスにみんなでお金入れてそれ入札したんですよ。でそれ負けたんですけど、負けた、はいはい、アドレス分かっちゃうんでみんな、そう何円持ってるか分かるんですよ。40億円しかないですみたいなバジェットがそれで読んでるんで、41億円で競り落とされるみたいなもう最初から負ける運命だ最初から分かっちゃってるみたいな感じなんですけ ど、例えばそれとかがじゃあなんか世界を破壊するウイルス作ろうぜだおで、いや人類はちょっと人口増えすぎちゃったからみたいな人たちで共感して、そこにウイルス作るだお、ウイルス作るだおでお金が集まっちゃう可能性もあります。なんだ、その時はもう全のダオで倒すしかない。全のダオで倒すしかない。倒すしかないっていうこと。まあだから政府がそういう時はもうダオ倒しに行ってもらうしかない。そうです。なんでやっぱりその完全に分散化された世界っていうのも僕はディストピアなりうると思っていて、なんで我々はこうむしろ当局規制する側とこう話し合って建設的な落としどころを見つけていかなきゃいけないと。だからピーター・ティールとかちょっとどっちかというとそっち系とは違うっていう。そうですね。そうです。過激派では僕はないです。過激派ではないということですね。で、あと政府がダを潰しに来るリスク。そのパターンもありえますね。ある。で、だからこそ規制当局と付き合わなきゃいけないみたいな。そう思います。やっぱりそのブロックチェーンとか Web3 によってこう一般市民に便益ができる多くなることはものすごくあると思うんです、でも一方でリスクも少なからずある。ある、でこのリスクが今フィーチャーされちゃってるのが今現代なので、まあ、それを正しくこの規制当局の方々に理解していただいて、正しくこの法律整備をしていただくと、でそれができてやっとこう起業家みたいな人たちはこう世の中社会のためになるサービスを作れるようになると思うんですね、なんでこう結構行っちゃってる人たちはもう分散だみたいな、もう政府なんてみたいな、無政府主義者でみたいな人たちもアナーキー多いんですけど、まあこっち行っちゃうとおじいちゃんおばあちゃんとついてこれないんですよ。そうですね。ついてこない。はい、確かに。ええみたいになる。ええってなっちゃうんで。だから僕らが作りたいのはよりこの完全に分散化された世界でも完全に中央集権化された世界でもなくて、このいい塩梅、今はちょっと中央集権化されすぎてるんです。いい塩梅に落としどころを持っていくっていうのがやりたいことですね。いい塩梅の DAO で、その DAO を作る人材になるためにやっぱコーディングとかこうできなきゃいけない、これから若い人含めて。
だからあれですよね、渡辺さんとかあのこうマトリックスで言うとあのこうマトリックスであのネオとかモーフィアスが戦っている世界はあの文字列見てるだけ で、ね、あネオがやられとるでみたいに言うの分かる人なわけですよね。そうですね、あの僕自身はエンジニアではないんですけど、あのそこを分かるくらいにはちゃんと勉強して る。もううちらあのマトリックス見て緑のあの列見てはみたいな人なんでそんな分かるのは若いこれから DAO とかやろうってやつらはそれやちゃんとコーディングとか頑張れよみたいな。そうですね、エンジニアである必要はないと思うんですけど、正しくその技術のポテンシャルと方向性、未来どうなるのかっていうのを予測できる能力があるのは大事だと思います。わかりました。なかなか難しいと思いますけどでも今日ははるばるあのシンガポールからあのテレ東経済ニュースアカデミーのためにお越しいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございますということで、テレ東経済ニュースアカデミー、今回は今更聞けない Web3 と DAO について渡辺壮太さんを特別ゲストとしてお迎えしてお伝えしてきました。ありがとうございました。テレ東ビズ、日々の経済ニュースをアカデミックにお伝えするテレ東経済ニュースアカデミーです。普段は豊島新作キャスターがお送りしていますが、今回から私テレビ東京アナウンサーの門谷亜希子もたまに担当させていただくことになりましたので、よろしくお願いいたします。さて今回のテーマはこちらの本です。メタバース未来戦略ということで、メタバース最近よく聞くけれども、そもそもなんだっけという方ですとか、 Facebook が社名をメタに変えましたよね。メタバース関連に年間100億ドルも投資するらしいけど、そんなに盛り上がってるのとか、いろいろ考えてる方いらっしゃると思います。今更聞けないメタバースのビジネスチャンスに関しても、乗り遅れたくないぞという方にもぜひ見ていただきたいコンテンツとなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあということで、今回のゲストをご紹介します。このメタバース未来戦略の著者でいらっしゃいます、株式会社モグラ代表取締役の久保田俊さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久保田さんがどんな方なのかちょっと簡単に伺いたいんですけれども、はい、今私ご紹介した株式会社モグラ、ちょっと可愛らしい名前ですけれどもどんなあの業務をなさってる会社なんでしょうか。はい、あの動物のモグラはですね、あのあくまでも僕らのコンセプトなんで、モグラに関係あることをしてるわけではないんですけれども、はい、僕らはあのこの VR とか AR とかっていう、まあ、最近、まあ、話題になってメタバースも含めてですね、なんかこうバーチャルなものっていうのが、まあ、最近こうだんだん世の中に少し増えてきたんじゃないかなと、まあ、よくあの YouTube とかだとあの VTuber の人たちとかアバターでいろんな子だったり人がいると思うんで、あの人たちもこうバーチャルなんですよね。そういうそのバーチャルっていうのがきっと広がっていくと、みんなもっといろんなことができるようになって面白いから、そういう情報を僕らが掘っていって皆さんに伝えていこう、広げていこうということで、モグラという名前をつけて、メディア掘っていって、うん、だからモグラ、そうなんです、掘っていくっていう意味なんです。掘っていって、はい、まあ、価値のある眠ってるものを見つけて掘り出していこうみたいな、そんなコンセプトであのモグラという会社をやっていて、はい、主にメディアの運営、あの本当にその情報発信ということで広げたりだとか、あとはあのイベントを開いてですね、まあ、1000人の方とかに来ていただいて、みんなで VR とかメタバースのことを考えてみようよとか、あとはあの企業さんのお手伝いをコンサルティングしたり開発したりとか、もうそんなことをやってる会社です。なるほどなるほど。じゃあテーマとしてはメタバース、VR、あと何でしょう、あ、まあ、AR、クロスリアリティ、まあ、そうですね、なんかあの似たような言葉がいっぱい最近あるんですけど、そうなんですよ、難しいです、ワードがいろいろあって、まあ、まとめちゃうと、XR、メタバース、あとはまあ僕らの場合は、まあ、VTuber といったところも、はあ、あのテーマにはなってきますかね。そこをテーマにしてらっしゃるということで、はい、あとちょっと気になることがありまして、うん、久保田さん、あの慶応大学ご卒業後一度環境省に入られてるんですよね。その後こういったキャリア結構異色じゃないですか。はい、まあ、同じキャリアの人 ほとんど見たことないんですけど、はいはい、あの僕自身もともと大学時代にはあのずっと MMORPG っていうですね、あのゲームをやっていて。何ですか、知ってます？ MMORPG っていう、 MMO? MMORPG、 あの RPG っていうゲームあるじゃないですか、ね、はい、であれをあのネットにつないで大人数で同じ世界に入ってみんなでその RPG をやっていく、チームを作ってボスと戦うとか、まあ、今だとあの、まあ、よく家とかでもあの普通にこう家庭用のゲーム機でやってる人たちいますけれども、僕は大学の頃ってまだ12、3年前になるので、あのまだそういったものはパソコンでしかできなくて、まあ、そんなに多くの人がやってたわけではないですけれども、ただこうなんかハマった人たちがなんかネトゲ廃人って呼ばれてたりとかしてた時期なんですよ。はい、はい、で僕その大学生の頃は、まあ、ほぼほぼその状態でして、まあ、あの大学は行ってたんですけど、朝から晩まで基本ずっとゲームやって
ってたっていう感じで、はい、そのなんかそういったそのなんだろうな、現実の世界でいろんなことして、うんうん、あの友達と遊ぶっていうのも、まあ、当然ありはしたんですが、どちらかというとそちら の, あのネットの世界の中で普通に指令を作って、でその人たちとコミュニケーションを取りながら、まあ、みんなでなんか楽しんでるワイワイやってるみたいな、まあ、そういった世界観に、まあ、何年間か身を置いてたんですよね、はい、でなんかそれが結構きっかけになっていて、あの環境省に行ったのは実はあのそのせいであの就活に乗り遅れたからっていうのであって、あのいろいろこう真面目に頑張らないといけないなと思って、はい、あの試験を受けてですね、あのなんかこう世の中のために自分の時間を使おうと思って、あの役所に行ってですね、あの公務員をしてたんですが、まあ、なのでちょっとこう今の VR とちょっとあんま流れは違うんです。ただあのそのやっていく中で、まあ、少しの自分がもう少しまあ、興味のあることというか、自分自身が何か成長したりだとか、自分自身のこう特にまあ若い時のエネルギーっていうのをもっと新しい分野に使えないかなっていうことで、まあ、自分はゲームが好きなので、まあ、ゲームのことをやっていってはどうかなっていうところから、あのまあちょうどその頃役所も辞めたんでですね、自分で個人事業を始めて会社にしていったっていう感じで、こうゲーム、そして当時本当になんかカルト的な人気だった VR、はい、で最近だとまあメタバースっていう風にだんだんとこうあのバーチャルの領域っていうのが広がっていくのを、まあ自分たちも少しあのメディアとかいう立場でこう一緒にこう成長していってるって、そんな感じですね。なるほど。そもそも久保田さん、なぜこのメタバース未来戦略という5本を書かれようと思ったんでしょうか。はい、まあ、きっかけはですね、やっぱりメタバースっていう言葉が、2021年の、日本だとまあちょうど2021年の後半、特にまあ10月ちょうど1年前ですね、ぐらいからあのよく語られるようになった、うん、なのでそのいきなりこのメタバースという言葉が、はい、それまではですね、うん、あの本当にわずかな人しか言ってなかったんですよ。あ、そうなんですか。もしくはその SF の中に出てくる言葉、もともとは SF 発の言葉だったりするので、結構映画とか、ね、うん、その物語の題材としては使われてましたよね。そうです、そうです。なので少しこの現実のものというよりはなんかこう全く違う世界のものみたいな、魔法みたいな、多分そういう位置づけだったと思うんですけれども、うん、それを実際に作ってしまおうみたいな動きがだん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 出てきて、いろんな会社がそれやっていこうというふうに、まあ、大体こうコロナ前後ぐらいから、はい、特にあの、まあ、アメリカの企業でそういった機運が高まり始め、うん、そして去年の2021年の10月にあの、まあ、当時は Facebook っていう名前だった、はい、世界最大手のテック企業の一つがもう自分たちは社名をメタに変えてメタバースを目指していきますみたいな、うん、あのこれ普通こういうことやるのってスタートアップがやるピボットだと思うんですけれども、はい、まあ、彼らあのもう本当に上場もして、あのまあ世界 最大手のテックジャイアントがそんな風に方向性を変えてしまった、はい、なおかつ口だけじゃなくて彼らは年間だいたい約あの1兆円相当の投資をこの領域にずっとかけていきます、はい、5年10年かけて作っていきますみたいなことをドカーンと言っちゃったんですね、はい、でそうなるとあのただ誰かが作ろうっていうだけじゃなくて、それ以外のお金を本当に動かして、ええ、しかもあの、まあ、世界である意味誰でも知ってるような会社がそれを目指し始めちゃったっていうところで、いやもうこれは確実になんか市場が来るんじゃないかとか、あの確実にこうビジネス的なトレンドになっていくに違いないっていうところで、うん、もう期待が一気にバーンと爆発をして皆さん注目するようになったというのが、あのこのメタバースがいきなりこう語られるようになったあの理由かなと思います。うん、そうですよね。あの例えば SDGs とかも、うん、ESG 投資ってそこにお金が集まってくると、うん、みんな一斉に動き出すみたいなところがありますけど、うん、本当に今回このメタができてそこに投資が集まるってなるとみんな一斉に、ね、そっちに向かって動き出してるんじゃない。今 SDGs の例が僕には刺さるんですけど、はいはい、あの環境省だったので、あ、そうか、そうですね、あの SDGs の担当部署も知ってるんですよ、関わってたので、あのちょうど 12,3 年前の SDGs って、まあ、本当に知ってる人もほとんどいなくて、誰もあんまりこうメインで見ていかないっていう分野だったので、なんか本当にここ数年で全然変わっちゃったなとは思うんですけど、まあ、やっぱりそこがそのビジネスが入ってきて、あのどんどんこうドライブをしていってるっていうのが本当に大きいので、それとまあ新しいテーマが出てくるときそうだと思うんですよ。最初はみんな知らないけれども、だんだんやっていくうちに分かってきて、でそれがよりインパクトのあることだっていうふうに自分たちは思い始めて、でどんどん大きな動きになっていくっていうのが、まあ、おそらくこのメタバースだったりとか、まあ、少し前は VR だったんです、バーチャルリアリティもそうだったんですけれども、まあ、そんなふうに流れが来ているっていう、まあ、そのまさにそのタイミングで、じゃあ
それ何なのとか、はい、いやどれが本当に正しいのって皆さんなってるところに対して、うん、いろんな人は今こんなことを言っていて、まあ、大体整理するとこうなってますねっていう感じで若干冷静な感じでぜひビジネスマンの方々に情報を届けたいなということで、はい、この本を日経 BP さんと出させていただきました。なるほど。このメタバース未来戦略っていうこの題名の副題が現実と仮想世界が溶け合うビジネスの羅針盤ということですから、今のお話にもありましたビジネスチャンスがやっぱりここにたくさん転がってるのではないかっていうことですよね。この5本を読めばそのビジネスチャンス、そしてビジネスに参入するとしたらどんなふうに取り組んでいけばいいのかってところが分かるということなんですけれども、やっぱりなかなか手に取りづらいという方もいらっしゃると思うので、この動画でぜひ内容をなんとなく分かっていただいて詳しくは本を読んでいただければと思いますけれども、ちなみに久保田さん、この5本今はどれくらい売れてますか？はい、紙の方が確か売られ始めて比較的早い段階で重版といった形でより多く出ていっているということで、まあ、今メタバースの本って本当に書店に行くとたくさん並んでると思いますし、ね、いろんな平積みされてるのありますよね。なんでその中から、まあ、選んでいただくという意味では僕らの本は比較的冷静に書いていますということで、さっきチャンスっていうふうにおっしゃったんですけど、はい、これこれから未来に向かっていく領域の場合ってチャンスもあればぶっちゃけたらそれと同じくらいリスクとか罠があるんですね。そうですね。でそれがものすごくたくさんある領域なので、うん、やっぱりそこをちゃんと分かっていただいた上で皆さんには入ってきていただきたい、もしくはもうリスク含みでとはいえやっぱ最終的に何度も繰り返していけばいずれこういいところにこうたどり着けるっていう、まあ、そういった心持ちでやっていただきたいなという気持ちもあって、うん、やっぱりここは少し冷静に書きたいなということでこの本を出してますので、とっかかりとして読んでもらいたい。そうですね、まずはここからみたいなところはありますね。じゃあどんな人に読んでほしいみたいなのありますか？どんな人、そうですね、はい、いろんな会社がすでにメタバースを始めているみたいな話がすごく多いんですけど、うん、それが多分ピンとこないんですよね、うん、なんでみんなこんなにやってるんだろうとかで調べてみるとそれっぽいことは書いてあるので、あじゃあ自分たちも今すぐやんなきゃいけないんじゃないかなって焦ってきている。でそういうぜひですねこうちょっと焦ってきてたりだとか、もしくはですね会社で上の方の方に、はい、なんかやれよみたいな、いや絶対新規事業やれよみたいな風に言われて困ってる方、うん、そのメタバースで何かこう年度中になんかちょっとちっちゃな予算つけるから回してよみたいな、はい、なんかそういうふうに言われてる困ってしまってる方とかですね、はい、そういうまさにこうトレンドが起きている中で、まあ、それにこうちょっとこう飲まれかけてしまってる方とかには、はい、ぴったりなんじゃないかなというふうに思います、うん、飲まれずに乗りこなしていこうっていう5本ということですよ ね、 そうですね、はい、ここで改めて伺いますけれども、久保田さん、このメタバースっていうのはそもそも何なんでしたっけ？メタバース定義って Google によく皆さん聞いてると思うんですで、うちのサイトにもよく皆さん来てるんですけど、メタバースとはなかなかその一つ目のサイト見た後二つ目のサイト見るとちょっと違うことが書いてあったりとかして、はい、わけが分かんなくなってくるんですよ。でなので皆さん混乱してるんですが、一応僕が説明をするときは、まあ、あまり難しいこと言わないようにしていて、はい、本当にこう皆さんの共通項になっているものを取っていくと3次元のインターネットというふうに僕はメタバースを呼ぶようにしています。3次元のインターネット、はい、まあ、YouTube って、まあ、インターネットのサービスですよね、はい、でも YouTube って2次元じゃないですか。2次元です。絶対に画面から出てこないですよね、うん、皆さん。で、基本的には、まあ、僕らが生きている現実って3次元なわけですけど、はい、それを常に我々インターネットに対して2次元の画面で接してるんですね、スマホもパソコンもあらゆるものが今画面なわけです。でもこれがじゃあインターネットの世界に実際に自分が例えば入ることができて、今こうやってスタジオで収録してるわけですけれども、はい、じゃあ本当に実は聞いてる皆さんっていうのは YouTube で画面を見るんじゃなくて、実はアバターで目の前にこうずらっと並んで一緒にこう観覧しているみたいな、なんならもう参加して、うん、一緒に実はなんかポンポン入ってこれちゃうみたいな。でこれの感覚って絶対に画面を見ながらではできないんですよね。そうですね。横を向いた時にいるで、はい、顔を見ながら話せるっていう、はい、この3次元の、まあ、体を使った感覚だったりとか空間があるって思わないとやっぱできないわけなんですよ、はい、っていうのがその今のインターネットにこう追加されていくというか、インターネットが3次元的になっていく。でインターネットって実際にはSNS があったりだとか、まあ、買い物できるサイトがあったりだとか、本当にそのいろんな機能がいろんな人たちがサービスを展開することに成り立っていると思うので、うん、はい、誰かどっか一社がですねものすごい独占しているわけでもないじゃないですか。そうですね。なので比較的メタバースというのもそういったいろんな世界がこうバーッとたくさん散らばってて、運営会社っていうのもおそらくたくさんあって、で皆さんそこをこう多分飛び回っていてですね、じゃあ
この経済の勉強しようと思ったらそのワールドに行って話を聞いたりだとか、あとはじゃあちょっと友達と遊ぼうって言ったら全然違う映画が見れる世界に行って、実はなんか地球の裏側に行っちゃった友達と一緒に並んで映画を見れるみたいな、まあ例えばなんかそんな感じでいろんなこう世界をこう飛び回っていく、まあそんな感じのデジタルな世界っていうのがまあメタバースなのかなというふうに思ってます。なるほどなるほど。その中にももちろん経済活動が生まれるんじゃないかなと思いますけれども、この5本の中でも読んでますと暗号資産ですとか NFT ですとかブロックチェーンですとかいろんなキーワードが出てくるんですよね。まあ、これがこのメタバースの経済活動に関わってくるとき、まあ、それぞれちょっとこう難しい意味を持ちますけど、どんな意味を持ってどんな経済活動が生まれてくるというふうに見てらっしゃるんですか？はい、実際そのメタバースが新しい形のインターネットだと考えると、まあ、例えば今のインターネットですね、今皆さんが使っているインターネットが広がっていった時って、まあ、最初はその決済なんてなかったと思います。多分個人サイトみたいな、そうだったんですか？そうなんです。作ってなかったですか？なんか僕大学とかで作らされましたけど、なんかまずは自分のホームページを作って、ホームページでそういう意味だったんですよ。そもそもホームなので、あ、だからホームページなんですね。そうなんです。考えたことない。ホームページ作ってみましょうみたいな感じで個人でホームページを作る、はい、だから企業が公式ウェブサイトを持たないとありえないみたいなことは考えられなかったですよ。基本的には個人で楽しんでるものみたいな、でそこに2チャンネルみたいな掲示板ができたりとかして、はいはい、だんだんそこでいろんなことが起きていったわけなんですけど、最初ってそのとこがスタートして、あるタイミングからまさにそのウェブの中でブラウザの中でどういうふうにじゃあ経済をやっていったらいいのかっていうので、クレジットカードとの連携だったりとかいろんなこう決済の仕組みっていうのが入っていったんですけれども、まあ、そういう意味ではメタバースっていうのは、まあ、ある意味それのやり直しというか、また新しい形のネットワークが作られていく。でその時にどういうお金の払い方がいいのかってまだ分からないんですよね。今現実で我々決済する時もいろんな方法あって困るじゃないですか。昔は財布から小銭出せばよかったわけですけど、最近だとどれにしますかとかって言って、そうですね、カードもあれば電子マネーもあれば、それがメタバースの世界でも今から作ろうとしているわけですね。実際にじゃあ自分がその世界にいると考えた時に、はい、決済どれでやると楽かってまだ分からなくないですか？分からないですね。もしかしたら懐からカード出すのが一番自然で楽かもしれないですしいや実はもうなんかもう目かなんかの網膜の認証かなんかでもう一瞬でもうなんか払ったも分からないぐらいがいいのか、でもそれだと勝手に払われちゃって困るよとか、まあ、いろんなことが多分あり得るんですよね。っていう意味ではそのメタバースにおける経済圏ってどんなものだとよくて、どんな風になっていったらいいのかってまだ分からないんですよ。でそれをいろんな皆さんが仮説を立てて、まあ、通貨も含めてですね、法定通貨がいいのかそうじゃない、今ちょうどこうバーチャルな通貨として暗号通貨が出てきているわけです、はい、じゃあそれと組み合わせていったら面白いんじゃないかとか、いやいや別に円で買えればいいんじゃないですかみたいな話もあるんですよ、はい、とかそもそも決済っていうのがなくてもいいんじゃないかぐらいの、はい、物々交換ぐらいの話でもハッピーなんじゃないかみたいなこともあるので、まあ、これは本当に今ですねこのメタバースっていうのを取り組もうとしている人たちが、いやでも経済圏がいずれできて人が集まって経済が動いていったら、まあ、当然現実の資本主義って同じで発展していくわけですよね、はい、いやそこのやっぱ根っこを作っていきたいんだっていうものすごいフロンティアスピリットを持った方々にたくさんいるわけで、その皆さんがあじゃあ Web3 と組み合わせてみよう、 NFT と組み合わせてみよう、まあ、いろんなプラットフォームが今登場しているっていうことになります。今このメタバースってフェーズでいうと、これからのメタバースの歴史のフェーズでいうとどのあたりに位置していて、これからどういうふうに展開していくか、それはどういうふうに見てらっしゃいますか？例えばメタバースのに関わる中で多分なんかこうもしピラミッド構造みたいなその一番ベースとなる、まあ、いわゆるその、まあ、現実でいうところのあれですよね、水道とか電気とか、うん、そういうインフラみたいなところから、はい、もう少しその、決済のシステムとか、はい、なんかそのいわゆるプラットフォームみたいなもの、そして実際にこうワールドっていう世界観を CG で作っていくだったりとか、まあ、その上でコンテンツを出していく、体験をさせていくみたいな、まあ、ちょっとそういう、 こう、まあ、構造があった時に、うん、メタバースにもまさにそのインフラがあるんですよね。例えばネットワークの部分で、まあ、メタバースって3次元なので今までの2次元の情報に比べると、まあ、文字通り次元の違う量のデータが必要なんですよ、はい、ってなるとそのデータを常に高速でやり取りしたり安定的にやり取りしなきゃいけないってなると、当然今のネットワークインフラでは足りない部分が出てきたりだとか、クラウドを使うといってもまだクラウドも成長の余地があるような状況になってくるんですね。ってなるとじゃあメタバース用のネットワークサーバーを作っていこうみたいなこともビジネスになりうるんですよ。本当だ、まずそこからですね。まずそこから、はい、だけれどもよくよく考えるとインターネットってまずはプロバイダーの人たちができたところから始まってますんで、そうね、まずはネットワークを支えてくれる人たちが出てこないと、はい、その上に何も作れないわけですよ
って考えるとまず最初にそういったインフラだったりとか、うんうん、もしくはもう少しその上のですね、まあ、プラットフォーム、はい、例えばインターネットで言うと、Google とか Yahoo とかそれ近いと思いますけれども、そういったその上でより多くの人がそのサービスにアクセスをしてくるような、うんまあ、そういう存在が出てきて、はい、でさらにその中でワールドを作っていく人たちが入ってくると考えると、まあ、かなりそういった未来を見据えてサービスを始めてたりだとか、まだ人は少ないんですけれどもユーザーが集まり始めてたりだとか、本当に大昔というか大昔と失礼ですよね、あったのはまずセカンドライフというサービスとかは、はい、もうそのずっと前からある十何年前からある、うん、まさにメタバースっていう概念を実際に実現しようとするサービスで今も続いてるんですけど実は、はい、そういったサービスがあったりしますので、メタはある意味そういった流れの中でも、まあ、一番最大手の会社が入ってきたに近いような、うん、捉え方になります。はい、なるほど、そういうことなんですね。そうなると、うん、私たち体感としていつ頃完全にメタバースが私たちの日常に溶け込んでるなって感じるのいつ頃になりますかね。いや、いつ頃でしょうね。いつ頃ですよね。これはすごく難しくて、少なくとも今ではないんですよね。まあ、そうです。今はまだまだ遠い世界ですよね。はい、メタバース使っている人少ないと思います。という意味ではこれからまだあらゆる部分がレベルアップ成長が必要だなと思って、はい、でもネットワークもそうですし、じゃあそこにアクセスするためのハードウェア、先ほどその平面ってお話しちゃってましたけど、画面でメタバースに入ってる限りはやっぱその価値って出てこないんですね。どうしてもゲームみたいにキャラクターが目の前動いてるねで終わっちゃうんですけど、じゃあ実際に横を向いたら本当に人がいるようなそういったインターネットを体験する場合って、どうしてもウェアラブルのデバイス、まあ、VR のヘッドセットとか、まあ、AR のグラスって呼ばれてるものだったりとか、そういったデバイスがある程度出てきて本当にそのメタバースの世界を現実と同じように生きれるようになっていく、まあ、そういうことが必要になります。でそうなるとそういった条件が整っていくまでには、まあ、まだ多分少なくとも5年10年かかっていくんだろうなと5年10年ですか？いうふうには思いますね。5年10年5年10年です。この5本の中ではメタバースの中で企業が果たす役割についてもしっかり解説していただいているんですけれども、じゃあ企業はそもそもどういう考え方でどんなステップを踏んでメタバースに参入していけばいいんでしょうか。実際にその世界を自分の五感で体験することができるので、まあ、何よりそれをやるのが一番ではないかなと思いますし、多分この動画を見た後にすぐにでもやった方が僕はいいと思ってます。はい、気軽に始められるものなんですか。うん、そうですね、大体のサービス無料です。なのでもちろんそのヘッドセットが必要なものはちょっと買わなきゃいけないですけど、はい、スマホでできるやつとかパソコンでできるものっていうのは基本的には無料でプレイできるようになってます。そうなんですね。いろいろとお話伺ってるとメタバースの世界の中、うん、とってもワクワクするんですけれども、うん、そっちがワクワクしすぎるとリアルの生身の私たちの生活が、まあ、退化していったりとか、うん、もうリアルに戻らなくていいやって思っちゃいそうな気がするんですけど、ここはどうですか。実際にもう今ですね、そのメタバースの中でもうずっと時間を過ごすみたいなそういった生活にメタバースが入ってきている人たちっていうのはすでにいらっしゃるんです。なので世の中的にはまだ広がっていくのは先かもしれないですけれども、一定のその例えばデバイスを持っているだったりとか、あとはまあそこにある意味こう時間を費やせるですね、仕事に行かなきゃいけなかったら外さなきゃいけないんでまあもしかしたら時間がちょっと多めにある人とかっていうのは、まあ、メタバースにまあ入り込みやすい状況になっていて、まあ、一定数の人がそこにもハマり始めている。とはいえですね、メタバースで体験できることって現実と比べてしまうと及ばないことが多いんですね。なんかイメージとしては例えばハワイのメタバースができましたと、で結構すごい綺麗にできてて、みんなそこでなんかいろいろビーチで寝そべったりできますよとかってなっても結局それって現実のハワイに行く体験は超えられないんですね。という意味ではなんか行き先が増えるぐらいなイメージで、同じものがたくさん複製されるからそっちに行っちゃってみんな帰ってこなくなるというよりは、単純にこう時間を過ごす場所がさらに選択肢が増えていくっていう考え方の方がいいんじゃないかなと思いますし、現実とメタバースとかっていうその対立構造ではなくて基本的にはその現実を豊かにするためのメタバースであり、メタバースを豊かにするための現実っていうこうなんかループが回っていくイメージなんですよ。例えばそうですね、さっきはちょっとこうお店の話は多く出してますけれども、例えばその現実のお店がですね、そのメタバースにお店を出しましたとなった時に店員さんってどう振る舞うのかって考えていただくと、別に両方の店舗に行っていいわけなんですよね、同じ店員さんが。例えばですけれども、今日はなんかメタバースのお店の番だからって言って自分の部屋から一歩も出ずにパジャマ姿のままアバターで接客をメタバースの中でやってて、はい、でなんか
現実の方にお客さんが来たピンポンってなったら、今度現実の方にアバター姿で出てそれで接客をするみたいなことも原理的にはできるんですね。現実の方にアバター出てくるんですか？それはですね、AR のグラスが必要なんですね。なので現実の世界からメタバースにアクセスの AR のグラスなんですけれども、はい、実際にその存在しないものが見えるんですよ、 AR のグラスって、はいはい、ってなるとお店に入った時に生身の店員さんじゃなくて目の前からアバターの店員さんが近づいてくるっていうのが AR のグラスかけてると実は技術にはできるんですよ。まあ、それは AR のグラスが普及してると前提の上、うん、普及してればですけどね、はい、うんうん、でこうなった時にもうそのお店ってなんか現実のお店なのか、うんうん、メタバースのお店なのかもうだんだん分からなくなってくるじゃないですか。もう融合してますね。メタバースのお店行ったら現実の店員さん出てくるし、で実際に現実の店舗行ったら今なんか店員さんがアバターになってできちゃってるしみたいなのはもうなんかそのまさに混ざってる状態で、これ多分現実なのかメタバースなのかとかなんかだんだん多分言わなくなると思うんですよね、うんうん、っていう意味ではお互いがお互いにこういい循環が回っていくっていうのが今後起きてくるのではないかなと思いますし、やっぱりそのメタバースがどんどん栄えると現実でなんか人がなんかこう管みたいなのつながれて寝そべるだけになりますみたいなのってすごいディストピアじゃないですか、はい、だからみんな基本的にそれ望んでないと思うので、その方向には多分いかないんだろうな、まあ、そもそも動かしていってる人たちの意思がそっちには向かないだろうなと思うので、もちろんそういう人たちも出てくるかもしれないですけども、それがメインになっていくっていうことはないのかなと、まあ、決して人間はその体をまだ捨てれないので、まあ、そこの体があるっていう限りは現実があって、現実とそのデジタルの世界、仮想の世界っていうのをこう、まあ、行き来したりだとか、それがこうつながっていって、まあ、それをいろんな形で体験をするようになっていくっていうのが将来来る世界観かなと思ってます。なるほど。本の中で愚問と書いてあったんですけど、あえて聞きたいのがメタバースって儲かるんですかということですね、はい、どうでしょう。そうですね、これはですねまさに愚問と書いてしまったんですが、はい、書いてありました。それぐらいその広がっていないものになりますので、で非常にその多分まあ日本国内で見たときに、じゃあメタバースを日常的に使っている人どれぐらいいるんだっけと考えていくと、まあ、正直その数十万人とか、まあ、100万人いってたらいいねぐらいな、規模感になってきますので、はい、じゃあそこに対して何かそのビジネスを行っていく、でマネタイズまで考えていくっていうのは、まあ、なかなかそのなんですかね、ある程度これでドカンと新しい領域なので儲けていこうみたいな発想で入っていくと、まあ、少しあれとなってしまう、そういう可能性が非常に高いのかなというふうには思います、うん、ただ先ほどもその今までの見るとか聞くとかそういうコンテンツ作りとは違いますよと、これつまりその今皆さんが日常的にやっているコンテンツ作りっておそらく多くの方は動画だと思うんですね。もうスマホで指先一つで皆さんすごい動画作ってると思うんですけど、ね、はい、あれ多分10年前って本当に大変だったはずなんですよね。っていうことを考えると、でも10年前から動画作ってる人ってとか、もしくはもっと前ですね、まあ、それってもしかしたらこの、テレ東さんもそうじゃないかと思うんですけど、テレビ局はそういうことになりますね。さんとかって、はい、もう動画をもう何十年も作り続けてきたからこそ今のこの、時代においても、はい、やっぱりそのすごくクオリティの高い動画を作っていかれるわけですよね、うん、はい、そうだといいんですが、っていう意味では、はい、早いうちにその新しいコンテンツ作りであるメタバースの何かを作っておくとか、じゃあ例えばお店をやってる小売の方がですね、じゃあ店舗を実際にメタバースでやってみるとそれはどうなるんだろうっていうのを実際に試し始める。でこれやろうとすると急に分かるんですけど、メタバースって何でも作れるんですよ。だからなんか現実の建物とかって全部その重力とかいろんな条件に合わせて作ってるじゃないですか、はい、日本だったらなんか台風に台風で倒れないようにしなきゃいけないとか、地震がどうとか災害に対してありますね。ないわけです、メタバースの地震は、はいはい、って考えると、いやそもそもお店の形とか物の並べ方とかって何がいいんだろうってなるわけですよ。あとなんか移動とかも別に入り口から入ってぐるっと回るじゃなくても、はい、別にメタバースだから別にワープもできるんですよね、いきなり。だ結構この方考えていくと、あれなんか どうやっていくのがいいんだろうって なりますし、現実の店舗をまず皆さん持ってくるんですけど、いやこれはなんか違うなってなるんですよね。でだんだんそこ買い始めたりだとか少し遊び始めたり、いやなんか別にもっとゲームっぽくしたって別になんか商品で遊んでもいいわけですね。遊んだ結果面白いからその商品買うでもいいわけですし、はい、なんか本当にその現実じゃできないことをもっとやっていこうってなっていくと結構面白いアイデアが出てきて、でも確かにそういう考え方ができるんだったら、これは5年後10年後にいざメタバースが必要なものになって、いや皆さん企業なんか皆さん一社一つは必ずメタバース持ってますよねってなった時に、あれどうしようってなっちゃうのに比べれば、
もうだいぶ先陣を切れると、はい、そして場合によってはもう他の会社がメタバースに入りたいですっていう人たちに対しての支援ができたりだったりとか、まあ、もうあの完全こう 先を行く存在として何か提示できるっていう意味では、あの非常にその多分同じ既存の業界だとしてもこっちのゲームチェンジになっていく、そういう可能性があるっていうところで、まあ、今から取り組む価値はあるのかなと思います。うん、ちょっともう時間も迫ってきて、あの、うん、最後にビジネスのヒントとしてどんな、ね、分野と合わせていったらいいのか教えていただけますか。はい、そうですね、なんか前提のところを先に言ってしまうと、はい、あのなんかインターネットなので、今インターネットに関わってない業界ないと思うので、あの最終的にはどの業界にも関わってくると思います。はい、まずそれはあの前提としてあります。前提としてはそうですね。だけれども、例えばこう今の段階で、先ほどお伝えしたように、今のメタバースは基本的に不完全です。なのでその状態でじゃあどういうあのビジネスの人たちがこの業界この領域をこうに入ってくると、まあ、うまく使えるかとか、もしくは使いやすいかどうかですね。あの結構コンテンツ作るのもそこそこ大変なので、はい、いざなんか試しにPOCを回し、あの POC 回してみようといった時に、あの突然こうなんか結構お互い金額が出てきちゃうとかもあるんですよ。って意味ではこう飛び込みやすい業界がどういうところがあるかっていう観点でご説明をすると、まあそうですね、全部でなんか2つか3つぐらいあるかなと思うんですけど、あの1つはあの世界観を持ってる、はい、そういう業界で、これはいわゆるコンテンツ業界はもうドハマりですね。なので漫画、アニメ、ゲーム、映画、あの小説何でもいいんですけれども、世界観を持ってるあのそういったあのところ、あとブランドもそうだと思うんですよ。ブランドも今世界観作ってますよね。でそれが自分たちのアイデンティティになってますので、そういう意味では世界観を持ってるところってメタバースって世界なんですよ。好きに作れる世界なんですよね。だから例えばなんかもうアーティストさんとか音楽のアーティストさんとかが、まあ基本的にはあのまあ歌とあの音楽で勝負をするわけですけど、でもその音楽っていうのは実はものすごい、例えばですけどなんかファンシーな世界観が生まれていると、世界観を表現するための音楽ですからね。そうです。で今まではそれがミュージックビデオの背景とかだったわけですよ。でもそれが実際にその世界にみんなで入って、それでその歌聴けますよとか、ライブはもうその世界で行いますって言ったら、たまらないですね。そうなんです。普通にそのライブ会場を頑張って作るよりももしかしたら楽かもしれないですね。はいはい、という意味ではそのあのまず世界観を持っている人たちがそれを具現化できて、そしてその世界にそのファンの人たちを連れていけるという意味では結構こう究極的なツールなんですよ、メタバース。だそういう意味であの今あの世界の中で、まあ、いくつかの業界が結構このメタバースに積極的だと思うんですけど、その中の一つがやっぱそのコンテンツ業界でして、まあ、有名どころで言うとディズニーとか、はい、日本だとバンダイナムコとか、あのああいった本当にいろんなあのまさに IP と呼ばれているものを抱えているところが今メタバースに向かって、構築をしていくというふうにこう舵を切ってたりするんですよね。はい、面白そうですね。普通に考えてみてもあのなんかこれワクワクするのが分かると思うんですけど、ワクワクします、ワクワク。実際にやってるのってなんかディズニーランドってあるじゃないですか。はい、だからディズニーってその現実にメタバース作ってるんですよね。はいはい、完全にそのデジタルじゃないけど、ね、はい、現実の世界からは隔絶された、本当にその自分たちのキャラクターと世界だけの場所を勝手に人工的に作っちゃってるんですよ。はい、ご本の中でもこのメタバースはゆくゆくはそのテーマパークになるっておっしゃってる方の、ね、うん、お話も載せてらっしゃいましたけれども、はい、そういう方向に向かっていく可能性の方がやっぱ高いんですかね。まあ、エンターテインメントだとまさにそういう方向性があのすごく あるのではないかなと、親和性もあるし、 あとはその、まあ、ディズニーランドで出しましたけど、まあ、実際にその場所に行かないと足を運べないわけじゃないですか。だからスペシャルなものになってしまうわけですけど、いやでも1日5分10分ぐらい自分の家からそういった世界にアクセスできますってなったら、うん、まあ、結構それは全然今までと楽しみ方変わるんじゃないかなと思いますし、本当にその人々の生活だったりとかその心の安定とか、もしかしたらそういったのにも繋がっていくかもしれない。でそれはその友達と行けるわけですよ。一人きりでなんか家でひっそりなんか VR のヘッドセットかぶってますではないわけで、そこはすごくあの違うまたあの人生とか、もしくは生活社会とかに繋がっていく可能性もあるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。いやすごい最後ワクワクするお話を伺えて、はい、なんだかそのビジネスって観点でお話を伺いましたけれども、ただただ単純にワクワクできる、でそういう人が集まる場所になりそうだなっていうのがメタバース、今見ていただいて分かったんじゃないかなと思います。何かヒントになっていれば幸いです。ということで今日は久保田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。テレトビズ、日々の経済ニュースを時折アカデミックに解説するテレ東経済ニュースアカデミーと申します。です。今日のテーマはですね、国内最大手の航空会社 ANA 全日空をめぐる話、全日空のコロナを受けた経営危機からのですね再生、ちょっと今後の戦略についてですね、
まあ、ライバルである JAL、日本航空も含めた、まあ、航空業界の動きを含めてですね、お伝えしていきたいと思います。まあ、これがですね、最近発売された本、ANA 苦闘の千日という本なんですけれども、この本の著者、高尾康明さんを今回ゲストに迎えてお伝えしていきたいと思います。高尾さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。コロナでですね、多くの企業当然打撃を受けたわけなんですが、まあ、ANA というのはですね、まあ、この危機を受けてリストラ、まあ、年収3割カットですとか、はい、まあ、様々な試みでなんとか生き残ろうとする、はい、まあ、その改革と再生、あるいは新しいビジネスをどう作っていくのかという物語でもあるわけですね、はいはい、まあ、非常にあの企業が経営危機になった時立ち直れるのかという話と、まあ、大企業はまあかなり官僚的で公職的なことも言われますけれども、はい、その大企業変われるのかというようなことを問う話にもなっているということで、非常に示唆に富む一冊になっています。あのまたですね、 ANA ホールディングスはこれピーチという LCC も、はい、あの傘下にもありますけど、はい、まあ、いわばピーチと ANA というのは、まあ、競合するわけですよね、言ってみれば。そうですね、一定程度競合はやっぱりします、ね、するわけですよね、はい、まあ、もちろん、ね、価格帯は違うにしてもお客さんは空で運ぶというのは同じで、うん、はい、その競合する相手を自社の中に持ってビジネスするってどういうことなのかっていう話も書かれているということで、はい、まあ、企業が、ね、新規事業をやったりするときによく社内でね、お前それうちとカニマルじゃないかみたいな、はいはいはい、なんだそれみたいな、よくある話です、ね、よくある話、うん、っていうなんか文脈の中でもちょっと、ね、面白い本になってるんですよね。そうですね、はい、まあ、そういったヒントが結構得られる本になっていくんですが、今日は航空業界の話もするんですけれども、まあ、崖っぷちの会社どう立ち直るかですとか、あるいはそのね、高尾さんにあのやっぱりこの取材した裏側なんかもちょっとお聞きしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。さて、まず ANA なんですけれども、まずコロナで、まあ、未曽有の危機に直面するわけですね、はい、実はあの高尾さん、 ANA というのは大手上場企業の中でコロナ禍で消えてしまった売上の規模というのが一番大きいぐらいだったということですか、はい、そうですね、こう、まあ、いわゆる1兆円年間の売上が超えるような大企業の中で、はい、まあ、コロナ前とコロナ後、もう本当コロナ直後のこう売上のこう急減の仕方っていうところを比べてみると、はい、やはり最大規模というかですね、19年4、6月期、20年4、6月期の蒸発度というのをまあ調べてみると、はい、まあ、4、6で比べると5000億円がだいたい消えたというような計算、はい、うん、まあ、JAL も3500億円ぐらい消えているというと、そうですね、はい、でちなみにオリエンタルランドはというとだいたい1000億円超消えていると、うん、まあ、これ 95% ぐらい消えているわけなんですが、そうですね、JR 東海で4500億円、うん、で三越伊勢丹で3000億円消えているということで、はい、うん、やっぱりあの ANA の消えた額というのは金額的にはまあ大きかったということですね。大企業 の、 あの売上がかなりある方ではね、はい、はい、でこれどのぐらい深刻だったかというと、あのリーマンショックよりもはるかに大きな、もう何倍っていうレベルですね、比べられない、はい、うん、ということですね。リーマンの時がだいたい減収幅3000億ぐらいだったんですか。年間3000億ぐらい、年間3000億ぐらいだったということですね、はい、そして今あのこの間ですね、全日空四畜の決算出ました、はい、あの2022年ですけれども、ね、4月でこれは195億円の黒字で、はい、中間決算としては2019年以来3年ぶりの黒字ですか。黒字、はい、これはどうでしょう、この苦闘の千日を経て、うん、ANA 復活したと言っていいんですか。復活した、乗り切ったコロナ禍をっていう段階、こう断言はまだできないのかなというふうには考えてますね、うん、どうでしょう、今後通期の決算、まあ、これ来年になってきますけど、はい、うん、どういうふうにこう復活への道といいますか、そのあたりどう見てらっしゃる、はい、営業利益のベースでいくと650億の黒字っていうことに、うん、あの通期ではなるという予想を出してるんですが、これの実現可能性はまあ、ある程度高いのかなというふうに見ています。ただこうその先を見ていったときに、まあこの650億っていうのもこうコロナ禍前の一番いい時で営業利益が1600億ぐらいなので、まあまだまだじゃないですか。まだまだで、そこからじゃあ2026年の3月期営業利益を2000億に戻すと、戻すというかむしろ超えていくっていうイメージですけれども、そこまでの道のりっていうのはまだまだ険しいという、険しい、まだ復活道半ば、うん、どうなんでしょう、ね、今回あの相当リストラもあったと思います、はい、そしてまあ退職された方もいたり、うん、まあ、いろんな会社に出向された方もいたり、はい、でまあ、年収もカットになりました3割、うん、はい、でどうなんでしょう、いろいろ効率化も図られたりして、そうです、ね、まあ、筋肉質になってこうどうでしょう、強い会社に生まれ変わったみたいなところあるんですか。そうですね、やっぱり、まあ、リストラというか、まあ、希望退職だったりというところで、はい、まあ、人は、まあ、減ったのは確かなんですよね、はいはい、それは、まあ、解雇という格好ではなくて、そう、そうですね、はい、まあ、雇用を守るっていうのはずっと言ってきて、うん、っていうところが、まあ、本当に彼らとしてはこう一番こう肝になってくる部分ではあったんですけれど、はい、当然コストを切り詰めないといけない、うん、機材数も必要以上にこうちょっと大きくなってしまってたんじゃないかっていうところが、はい、こう一つ一つしっかりコストを抑えるって意識がいろんなところに浸透した結果が、うん、この中間決算3年ぶりの黒字
っていうところにつながったのは確かだと思います。なるほどね。やっぱりもう機材がまだ飛べるんだけど、これモハーベ砂漠まで持ってって、はい、でそれをもうね他の会社に売るという、まあ、バラバラにして多分部品ごと売ったりする、はい、そのねオペレーションなんかも書いてあったりして、はい、あモハーベ砂漠って着陸した経験がないとやっぱオペレーションちゃんとこう組まないといけないんですね、うんうん、結構こう山岳地帯なので、はいはい、こう飛行のこの経路だったりとか、はい、結構特殊だったりとか、あるいは滑走路の長さだったりだとかっていうのが結構こう空港によってやっぱり全然条件が違うので、うんうん、そういう、まあ、いろんな苦労はあったとは思うんですよね、はいはい、そういう話も書いてあるんですが、はい、そもそもこのコロナ危機が発生した後の直後の2020年、はい、航空会社の業界団体定期航空協会っていうのが政府に、うん、もうこれは厳しいと、うん、いうことで支援を要請するわけですね、はい、ANA の、まあ、JAL も含めて、まあ、全航空会社が入った団体が政府に、まあ、我々厳しいから、はい、ちょっと支援をお願いするというふうに政府に言う文書の中に、うん、政府系金融機関による融資や政府保証等括弧2兆円括弧閉じるというのが入ってて、はい、これ政府保証をつけてくれと自分たちの援助に、そうですね、っていう文言が政府与党を怒らせてしまったんです、ね、そうですね。特にこう自公政権側としてはある程度、まあ、そういうこうやり方もあっていいんじゃないかって声はあったようなんですが、どちらかというとやっぱりこう政府側というかですね、まあ行政側ですね、とあとやっぱり金融機関側っていうところのこうなんていうんですかね、ハレーションはそれなりに大きかったというふうにはその当時取材してて聞いてますね。みんな大変なのになんで自分たちだけ政府性保障なんだみたいな反発ってことですね。で特にこの航空業界っていうのは ANA 筆頭にこの2010年台っていうのはこうインバウンドも伸びてこう非常にこう公共を潤ってたと、利用もしてたと、しっかり純利益も積み上げてこう内部留保も蓄えてっていう状態で、そこに支援をするんですかと、なるほど、そしたらもう他のいろんな苦しんでる業界ある飲食もそう、それこそさっきオリエンタルランドって話ありましたけど、レジャー業界全体そうってなった時にもうモラルハザードというかですね、はい、まあ、ある意味で、ねうん、世間の目もありますね。そうですね、うん、ってなった時にやっぱりそこは厳しいんじゃないか、はい、で金融機関側もいやまずは金融機関に相談してくれ、自分からお願いしろと、なんでこう正解に言うんだと、あおかみに頼むんだとそうそうそう、はいはいはい、っていうところでちょっとこうハレーションはやっぱり起きてしまったと。そしてこの2兆円のうち、まあ、実質的に1兆円というのは、まあ、ANA に行くものだったわけですね、まあ、そうです。年間で2兆円の業界として減収になる、はいはい、でシェア的に ANA ホールディングスが 50% なので1兆は、まあ、ANA ホールディングスが減収っていう計算で、はい、じゃあその2兆円の融資枠も1兆円は ANA ホールディングスがっていう計算になる、ね、なるわけですね、実質的には、はい、だからまあ減収全額埋めてくれてるものは反発あったんですか、まあ、そうですね、まあ、一つそこが目安になるのでっていう、うん、基準として出したと、まあ、ロジックとして分かりやすいっていうのはあったんでしょうけどね、うん、なるほどなるほど、うん、まあ一応ね最初の球っていうのはある程度ちゃんと投げるっていうところ、高めを投げるっていうのはあったのかもしれないですね。そうですね、うんうん、はい、で結局この政府保証の文言はどうなったんですか、その政府保証っていうのはつかなかったってことですね、うん、政府保証はもう削られたと、削られたってことです、いうことですね、そうやって決着したと、はい、そうです、はい、そして援助を受けるときに ANA としてはやっぱ一つ意識してた出来事があった、うん、おかみからまあ何ら、まあ、金融的な支援を受けるというときには、うん、やっぱり全日空はかつての JAL の姿を見ていたわけですね、うん、そこが相当今回自力でもう何としても立ち直るんだというところあったわけですね、それはどういうことだったんですか、そうですね、まあ、政府保証という言葉をつけるつけないってところとはちょっと矛盾するかもしれないんですけれども、ただその政府保証がつくとはいえ、まあ、融資で乗り切るということは、はい、まあ、自力で乗り切る、まあ、返せばいい話ですから、そうですね、出資ではなくて別に政府が株主になるわけじゃないですよね、はい、ただここでその例えば政府の資本注入を受ける、まあ、政府系の、まあ、いろんなファンドだったりの資本注入を受けるだとか、あるいはまあもう本当にそれこそ破綻みたいなことになれば、こう債権放棄みたいなところをこう国が指導してあれだけの大きい会社ですからってなった時にどうなってしまうんだろうっていうのは、もう2010年の JAL の破綻を見て、いやこれはもうこう足かせがいろんなものにところ足かせ手かせがついてしまうっていうのは認識してたのかなというふうに思いますね、はいはいはい、しかも JAL がだから破綻して公的資源を受けて国が株主になった瞬間にもう JAL が結果なりもうがんじがらめになってやられていくのをまあ旗から見てたわけですね、はい、ANA としては、はい、そして逆にまあ ANA としてはその中で成長してたっていうのもあるってことですか、そうですね、なのでもともとその JAL の支援っていうのはまあ民主党政権主導で進められた、はい、でその後政権交代が起きて自公政権に戻った、はい、ってなると自公政権としてはじゃあ民主党政権時代の支援を受けた JAL はちょっと不公平だよね、うん、はいはいはい、ってなるとやっぱり例えば羽田空港の発着枠なんかもこう
ANA に多く配分しようだとか、あるいはこういろんな路線の拡大みたいなところもちょっと JAL は制限されてしまう、まあ、そういうところでこう JAL が足かせをはめられた、その分 ANA は伸び伸びと、しかもこうある程度発着枠なんかも増やして手厚く受け取りながら事業拡大を進められたということですよね。だからもし自分たちがかなり万が一間違ってでも公的支援とかそういう事態に追い込まれると、はい、もしかしたら JAL がまた我々が沈んでる時に先に行かれてるかもしれない、行くかもしれないという、 そうですね、そういう恐怖感があったという。そうですね。でやっぱりこう相対的に苦しかったのは ANA なんですね、はい、その JAL っていうのはその破綻を経て、さっこうまあ、簡単に言うと借金が帳消しになった、消しになって、はい、ってことで財務状況がすごくいい、こう、これは世界と比べてもかなりいい方だったので、ってなった時にじゃあやっぱり JAL っていうのがまた軸になって航空業界の地図っていうのがこう塗り替えられていくっていう恐怖感、恐怖感あった、なるほど、 JAL にまたやられてしまうみたいなところが、はい、実際ただまああのね、ドル箱収益と言われる羽田の発着枠、はい、これ一枠あるだけでもう何ですか、数十億から数百億円ぐらいの年間売上になるんですか、まあ、数十からまあ100億とかっていうふうに言われてますよね。それはまあ優先的にね、これまであの羽田枠は ANA に割り当てられて、はい、まあ、それも原動力の一つとなって伸びてきたと、うん、でそれのまあ今度逆がもしかしたらみたいな起きるかもしれないと、うん、はい、ANA それがね、まあ、かなり恐怖もあったという話書いてあるんですけれども、はい、そもそもその JAL と ANA のライバル関係、うん、まあ、あの我々飛行機乗ると、はい、本当笑顔で素晴らしい接客させていただきますけれどもそうです、ね、はい、結構やっぱりあの2社はガチでもう戦ってる、まあ、言葉悪いですけど仲悪い部分もあるって、うん、なのでやっぱりこうこの大手2社、まあ、他にもいろいろこうミドルコストキャリアと呼ばれるようなところだったりとかありますけど、うん、やっぱり大手は2社、2社でそれ以外が入ってくる余地っていうのは基本的にない、まあ、スカイマークとかね、まあ、スターフライヤーとかいろいろありますけど、うん、ありますけどやっぱりメインはやっぱりその2社ってことになりますよね、はい、ってなるとどうしてもこうなんていうんですかね、ライバル関係で、しかももともと JAL はほぼ国営っていうような状況から、はいはい、かつてですね、うん、始まった。でもこうそれにまあ対抗するようにというかですね、準民間として ANA はやってきたっていう自負もあるっていうところで、うん、こう微妙なこう関係で、さらにこれが破綻を経て ANA としてはいやあんなに手厚くこう支援を受けて再生したのに、なんで同じ条件でこう競争しないといけないの、はい、ってなるで、 JAL 側としてはいやとは言ってもやっぱり自分たちの努力でまた再上場して、うん、まあ、痛みもありましたからね、ありましたから、うん、人も減ってしまって、うん、給与水準も下がってっていう中で、はい、自力で再生したっていう気持ちもやっぱりあるので、うん、するとなんでそんなにそこまで不当なね、そう扱い受けるんだみたいなっていうのはもうずっとあるっていう、またこの10年間っていうのが余計にそのライバル関係っていうのがこう色濃くなってくる、はい、そうですか。確かに稲森さんも、ね、お亡くなりになりましたけれども、はい、まあ、本当優れた経営者で JAL を再生させた稲森さんも、うん、やっぱりちょっとで稲森さんの思いとしても、いや今 JAL いくら公的な支援を受けていろいろ言われたけれども、もうそんなもうええじゃないかと、うん、そんな不当な扱いしないでくれみたいなことは、ね、結構おっしゃってたんですよ ね、はい、でそんな中でやっぱり両者のなんですかライバル関係もガチガチに結構なった、うん、この10年間だった。そうですね、なんかこう、まあ、いろんなこう政治的な絡みもあるので、はいはい、そういったものも背景にしながらのライバル関係ってことだった、はい、我々の、ね、ビール会社さんとかも ね、うん、こうねなかなかこう、ね、ちょっと他社さんのこと言っちゃいけないみたいな、はい、結構ガチな対立ありますけど、まあこうやっぱ青と赤もあると、うん、そうで、しかもこうなんかこんなこと言っていいのか分かんないですけど、はいはい、会見とかの時って当然こう、はい、じゃあ JAL と比較して ANA さんの業績はどうですかとか、はい、その逆だったりとか、質問出ますね、質問も当然出るんですけど、うん、基本的にはやっぱりあの個別の会社と他社の名前言わないですからね、そう絶対言わない、ほぼ言わないですよね。ただそういう前提を置きながらやっぱりちょっと意識しているようなコメントにはなってくるっていう。だから多分全日空の方って多分 JAL のことあんまりその記者会見とかで積極的には呼ばないし、はい、JAL も多分全日空のことは言わないですよ ね、うん、基本的には、まあ、時々言うかもしれないですけど、はい、そのぐらいちょっとガチなね戦いがあるということなんですけれども、うん、実はこれあのコロナ禍でも結構資本市場との関係で暗闘があったというのが書いてあって非常に面白いんですけれども、はいはい、これ2020年の11月に、はい、あの公募増資に踏み切ったっていう JAL 先に JAL が、はい、まあ、両社とも相当現役に陥って、うん、やっぱ増資しなきゃいけない、うん、株式を発行して市場から資金を調達するとでそれで経営固めていくみたいな時、はい、どっちが先に出るかっていう時に、はい、2000先にやったのが
JAL だったということなんですよね、うん、はい、でこれ2020年の11月でだいたい JAL は現金および現金相当同等物というのがその当時3500億円ぐらい3460億円ぐらいあって、はい、まあ、財務先ほどおっしゃったように、はい、航空会社の中でも、まあ、割と JAL 健全だったと、うんうんうん、まあ、いろんな稲盛改革もあって、はい、世界の中でも割と財務的には健全だったのに先に JAL がもう先手打って資本市場から資金を取ろうとしたというところなんですね、はい、これは、この本によりましたアナリストの方取材されたんだと思うんですが、うん、はい、8年前に苦渋をなめた JAL がやり返した、うん、ある、これどういうことですか。これはですね、その JAL がまあ破綻して上場廃止になりました。で、まあ、再建がある程度スピーディーに進んでまた再上場しますってなった時に、うん、まあ、再上場にあたって改めてこう資金をこう市場から集めるわけですよね、はいはい、2012年の9月の時ですね、JAL が再上場するとき、はいはい、と思ってたんですが、その前に ANA が公募増資をしたということですね、はい、9月の上場の2ヶ月前の7月です、はいはい、一般的にこう投資家としては当然ポートフォリオを形成していく中で、うん、こう航空だったり運輸セクターのこう保有の比率ってある程度こう制限があるわけですよね、はいはい、そのポートフォリオをこう複雑にしていくためにってなった時にこうやっぱり先に ANA に資金を吸い取られてしまうと、はい、JAL が思ったように資金調達できなくなったりだったとかっていうことを狙って、まあ、先手を打ったんじゃないかっていうことを言うアナリストの方っていうのは非常に多いですよね、まあ、市場の見方としてはやっぱ JAL が株式上場する前に先に全日空が、はい、かつては2012年、はい、先に増資で、まあ、市場資金をある種取っていってたいう格好になって、うん、で JAL としておそらく当時結構じくじたる思いで、そうですね、自分たちが企業を再建してようやく再上場だと、うん、なったその矢先にバーッとやられたと、やられたと思ってた、うん、そのまあそれをやり返したんじゃないかという2020年ですね、はい、8年越しぐらいで、はい、ということですね。だからまあ、アフターコロナを見据えて、まあ、財務の健全性が高いにもかかわらず、うん、どっちかというとコロナ禍で、はい、全日空が先に増資、 ANA が増資してもおかしくなかったのに、はい、先に JAL がやったと。そうですね、いうことですね。それこそこう本当9月ぐらいからこう公募増資をするんじゃないか ANA ホールディングスが、うん、というこう観測は出ていて、はい、こう実際報道ベースでも出てきたりっていうような時期が9月にあって、うん、あって、はいはい、JAL の増資の話はその時はなかったなかったですなかった、うん、っていうのは当然その財務の状況を考えたら、うん、まあ、JAL はまだ大丈夫だろう、やらなくていいだろう、うん、増資っていうのは基本的にやっぱり、まあ、こう株主の、その、まあ、株式の企画化を招くわけなんで、株の発行株式数が増えますからね。一株当たりは利益が減るとそう、はい、なのでこう既存株主にとっては当然あんまりやってほしくないことですよね、って考えるとこう先に、まあ、JAL はまだ大丈夫だろう、でも ANA はさすがにやんないといけないよねっていう、こう見方を、まあ、僕らもしてたしマーケットもしてたと思うんですけど、うん、先にこう JAL が来てしまったっていう。もしかしたら JAL は何ですか、その ANA の報道を見て急がなきゃってなった可能性もあるんですか。それはまあ、これもですね、こう JAL の幹部に聞くと、はい、そんなことはないと、ないと一応まあ、当然言いますよね言うんだけれども、はい、やっぱりこう当然やるだろうっていう見方をしてたのは確か、さ ANA がっていう中で、まあ、どのタイミングが良かったのかっていうのを考えた結果だっていうふうには言ってますね。まあ、戦略として確かに先手を打つっていうのは、まあ、企業戦略としてはまあ、 ありえますからね、うん、それはですね。そうですね、はい、で JAL に先手を打たれた全日空ですけれども、はい、その JAL の公募増資の発表から3週間後に公募増資発表して3000億円、はい、調達するということなんですね、はい、でそのまあ全日空 ANA の歴史ちょっと振り返ってみたいんですけれども、はい、皆さんね、飛行機乗られた時に JAL だと JAL、 いわゆる航空会社のコードという、はい、で全日空は ANA とかではなくて NH なんですよね、はい、これはまあ知ってらっしゃる方もいると思うんですが、うん、日本ヘリコプター、はい、日ペリということで、かつてはその野武士精神で JAL には負けるかということでやってきた会社、アグレッシブにやってきた会社だったんですけど、まあ、それが JAL が破綻して、はい、もう追い抜き、自らが業界最大手になった、うん、まあ、売上高2兆円も超えて、はい、就職ランキングももうほぼトップに近いという状態になった時に、もう大企業としてある種完成するという、はい、それがどうでしょう、やっぱり大企業的なものみたい、うんうんうん、大企業病じゃないですけど、はい、そういったところになった部分はあったんです。そうですね、その追いつけ追い越せで追い越したと、はい、追い越した、でさらに成長していこうっていう風になった時に、こうついついこうなんていうんですかね、細かいところにこう目が配れなくなって大きすぎてですね、その例えば採用を一つ取っても、まあこれこの調子で成長していければもっともっと人を増やして機体を増やせばもっと大きくなれるって考えると、ついついこうグループ会社も何十社ってある中で、そこの採用のこうなんていうんですかね、ハンドリングがうまく効かなかったりだとか、まあそれこそこう機体の増やし方みたいなところもやっぱり
どうしてもちょっとこう気が大きくなってしまうというかですね。でプラスそこにこうなんて言うんでしょうね、昔の ANA であればもっとこう野心的に、はいはいはい、それこそこう野心的にというかこうこれまでの航空業界に例えばなかったようなサービスだったりだとか、うん、っていうところでこう面白さみたいなのがあったような気がするんですけど、はいはい、そこがなんか自然とこう自分が、まあ、ANA ホールディングスがこうトップになってしまうと、うん、なんかこう追うものから追われるものになった時に、うん、ちょっとこう、ま、何ですか守りみたいな立場を守りたいみたいなところも出てきてしまうで、うん、逆にこう日本航空 JAL はこう昔はまあそれこそもともと国主導でっていうところもあって、はい、こうまあいい意味でも悪い意味でも、まあ、悪い意味の方が多いですけど、まあ、いやいや親方日の丸的なところがあって官僚組織的なこう側面ってあったと思うんですけど、過去は言われましたね。これがやっぱりこう破綻を経てでするといろんな JAL のこう社員の方だったり幹部に聞いても、はい、やっぱり破綻の時の経験があって今があるんだみたいなことをおっしゃる方が多くて、はい、で当然そのずっと前から働いている方にとってはいろんな条件だったりとかっていうのも相対的には低くなったりはしたんですけれども、うん、なんかいろんなこうじゃあこんなこともやってみようあんなこともやってみようっていうのがですね結構出てきやすくなってもう面白いなぁなんて思うのはあの JAL の中にあのサウナがすごい好きな人、はいはい、でその人がこう部活としてサウナ部を作ります、はい、でしたらじゃあこれを商品のアイデアにつなげてみようよっていうので、うん、サウナがこう人気の宿泊施設とこう航空券をセットにして売ってみようだとかっていうのをサタビっていうのを名付けてやったりだとか、なんかそういうなんか遊び心みたいなのがこれ15年前の JAL からは出てこなかったよねみたいな、かつてどっちかというと ANA がやってもおかしくないかっていうようなことを JAL がやるようになって、そうですね、はあ、いや私もね航空会社取材するときにやっぱ JAL の方っていうのは結構ね、まあこれ言い方難しいですけど、まあ本当に何か変わったというか、はい、まあなんていうんですかね、やっぱりかつてのね、うん、もうイケイケもう破綻前の最大手 JAL の時のとは多分雰囲気が違うんですよね、うん、今どっちかというと本当まあなんですかね、柔らかいというか、そうあの多分サービスを受けるこう消費者の方々側から見ても、うん、こう結構こう私の親世代、まあ、60代とか70代の方ってこうやっぱ JAL と ANA っていうところでこうやっぱり JAL ってこうサービス品質もちょっとこう官僚気質というかみたいな感じのイメージで ANA がかつてそういうイメージ持ってた方もいると思うんですけど、もう今そこでなんかどうこうってあんまり思わないじゃないですか。で考えるとやっぱりこうショックがあって JAL もは変わったわけですけど、そういう意味では ANA もこうそういうちょっとこうなんていうんですかね、こう大企業病みたいなものがこのコロナっていう危機でちょっと変わりつつあるのかなっていう、その目というか兆しっていうのは見えてるのかなというふうに思いますね。かつてのまあ JAL 的に全日空もなってたという面がやっぱあった中で、まあその ANA このコロナ禍をきっかけにまあ変わっていくかどうかという話なんですけれども、実はその ANA ですけれども社内でピーチ、はい、ローコストキャリアを持っているということで、はい、しかもそれでまあ稼いで、はい、しかもユニークなサービスもやっている。もちろん JAL もあのジップエアとかありますけれども、はいはい、まあ、当然この同じ会社の中で航空会社2つ、はい、お客さんこれ奪うんじゃないか、いわゆるカニバリするんじゃないか、はい、普通の会社ですとなんかサービスやってて他のサービス立ち上げた時にそれ本業食うじゃないかやめろみたいなあるじゃないですか。当然全日空でもそういうピーチを育てることに対しては反発もあったんですか、うん、もう本当にその最初そういう LCC をグループで持とうっていうアイデアが出た時っていうのは、まあ当然それはカニバルよねっていう声は上がったんですけど、一方であの違うお客さんを取ればいいじゃないかと、今航空をすでに利用している人はまあ当然 ANA なり JAL だったりを使ってくれていると、はい、ただ使ってないまだ1回も飛行機に乗ったことない人とか年にもう1回も乗らない人っていうのはまあいっぱいいるわけですよね、うん、ってなった時にじゃあそこを取れば全体としてのパイが広がるだけでカニバリはしないんじゃないかっていう考えで始めたってことですね、うん、なるほど。でその実際に、まあ、ピーチ育っているわけなんですけれども、はい、あの世界の航空業界ではフルサービスキャリアが、はい、LCC をやってもあまり成功してないみたい なんか話もちらっと聞くんですが、実際のところどうなんですか。そうですね、あの世界で成功している LCC ってなるとこうアメリカだったらサウスウエストだったり、はい、こうアジアだったらエアアジ アジアヨーロッパだとまあライアンエアですとかライアンエアイージージェットとかっていうところは、はい、まあ、基本的にフルサービスとの資本関係っていうのはないわけですよ ね、独立しちゃってる一からまあ作り上げていった、はい、でこれって結局もうビジネスモデルが根本的に違うわけですよね、うん、こうビジネス需要を取り込んで単価を上げて、うん、でそしたらまあ
5、6割こう飛行機に乗ってればこう利益出るよねっていうビジネスモデルと、こうそもそも座席もこうフルサービスの機体より多く設置して、その上でこうコストを極限まで削って、その上で8、9割乗せてやっと黒字になりますよねっていうビジネスモデルっていうのは根本的に違うわけなんで、ついついやっぱりフルサービスの下に LCC があると、じゃあフルサービスのそのまあ経営層なんかがじゃあその LCC のトップについて、その発想の中でいろいろやってしまうと、幕張みたいな感じになっちゃう、っていう風になるとやっぱり失敗しちゃうよねっていうのが、この2000年代2010年代ぐらいの、まあ世界的なトレンドではあった。なるほどなるほど。だからその鉄は踏むまいということで、その意味で今あの ANA の、まあ航空会社のホールディングスの下にぶら下がってる ANA の社長やってる井上さんは、ピーチの社長やられてて、そうです。だから天下り逆にこう上がってったというか、はい、LCC のトップやってた人が今プールサービスのトップやってるという、はい、だからまあどっちかというとその今おっしゃった発想から言うと逆でやってるという、ね、そうですね。もうその井上さんっていうのはまあ一大 LCC 国内としてのっていうところに育ってあげた人が今 ANA の、はい、でこれはやっぱりこうグループとしてコロナ禍が起きて一旦客がガッとこう離れてしまった、これからまた需要を作ったりあるいは戻したりしていくっていうのはこう ANA 全日本空輸としてもやらないといけないこと、ってなった時にやっぱりその井上さんのピーチ時代のこうノウハウだったりだとか、あるいは経験っていうのがこう生きるんじゃないかっていうふうに考えたんじゃないのかなというふうに思ってます、なるほど。ですので今回は実験としてフルサービスとして LCC もやると、はい、JAL もやりますけど、はい、それはまあ一つ成功するかどうか一つの試金石になってくる、これから。そうですね、ここからどうこう次は共存させていくか、まあ、今現時点でピーチはコロナ禍前は少なくともある程度成功してたという評価をしていいと思うんですけど、これからこう ANA とピーチっていうものが同じグループにいる意味っていうのを何っていう、ね、次は見出していかないといけないんだと思うんですよね。そこ投資家にも説明しなきゃいけない、じゃないとこれ分離しろみたいな圧力が投資家からかかるかもしれない。もともとピーチっていうのは子会社じゃなくてこうまあ出資を ANA がしてっていう形だったのが、2017年に、はい、子会社化して、でそこからまあ数年でコロナ禍になったわけですけど、まだこう同じグループに ANA とピーチがいるっていう期間もそんな中、短いですし、で異常事態の2年半っていうのもあったってことを考えると、はい、これからこう ANA とピーチ、あともう一つ第三ブランドって呼ばれているエアジャパンっていうフルサービスと LCC の間のこうビジネスモデルがあるんですけど、その3つをどうこう共存させていくか、まあこれは JAL も同様で、ジップエアもどっちかというとミドルみたいなところなんですよね。 JAL は基本的には LCC って言ってますけど、ただ中長距離、これまで LCC ってこう短い、例えば日本からアジアとかっていうところしか飛ばしてなかったんですけど、ジップエアはまあ例えばロサンゼルスだとか、あるいはシンガポールだとか、ちょっとこう射程が広がったわけですね。でその ANA ホールディングスのエアジャパンっていうのも射程を広げてるんですけど、まあそういうこういろんなこうビジネスモデルを抱えながら、それがグループとしてこう共存してる意味、まあシナジーをどう生んでいくかっていうことですよね。そこはこれからまだ課題に残ってる。そうですね、はいはい、そのあたり答えが出せるかどうかも注目していきたいんですけれども、はい、ただその LCC とフルサービスキャリアと LCC の関係でいうとテレビも似てて、はい、地上波やってるとデジタルでこんなコンテンツ作ってそのなんだみたいな、はいはい、ちょっとね、ここだけの話ですけどちょっとあるんですけど、もうないかな最近は、あんま言うとちょっとここあれなんですけどそれちょっと近い、まあ、ここちょっと LCC 的な感じなんですけど、それを考えるでも非常にちょっと示唆に富むなと思ってですね、本はこの本はですね、でもこれがこう結局例えばこ のテレ東ビズ、はい、YouTube でご覧になってる方いると思うんですけど、はい、そこでこうテレ東のこう認知度が上がって、でこういうコンテンツもしかしたらテレビにもあるかもしれないって言って、これ今あんまりテレビを見てない若い世代の方々が地上波を見てくれるようになるかもしれないっていうのをこう ANA だったり JAL としても狙っていて、こう LCC でまずはお客さんを取り込んで、でその人がこう年を経てお金も持ってくるってなると、じゃあちょっと豪華に例えば ANA で旅行してみよう、JAL で旅行してみようってなるかもしれないしっていう、そこをうまくこうどういう役割を持たせてっていうのがちゃんと意識できるか、ストーリーとしてちゃんと組み立てられる、私もねだから最初はねそういうエクイティストーリーで、いや、はい、テレ東ビズ見てもらえば地上波見てもらえますからみたいないう言い方もちょっとあったんですけど、結構最近はねちょっとそれ厳しいんじゃないかみたいなちょっといやいや、もちろん全部諦めたわけじゃないんですけれどももちろんそういうのも当然やりながらやっております、はい、みたいなところなんですけどそしてちょっとですねこの話で言うと、はい、ちょっとやっぱ素人的に気になったのが、世界見渡した時に全世界航空会社打撃受けました、はい、でもお隣韓国の大韓航空、あれ
機体を相当貨物に変えて、はい、でも貨物運送会社みたいな感じにもうビジネスモデルある意味変えるぐらいでやって、うんうん、はい、でかなり利益も売り上げも上げて、はい、あれはやっぱ JAL アナも見習えなかったんですか、うんうん、これは難しいところでですね、はい、もともとのこう韓国とこう日本の地理的条件が違うっていうのがまず一つあります、はい、インチョン空港がある向こうは、うん、まずそうなんです、はい、こうアジアのハブと呼ばれるようなこうインチョン空港がある、で日本は羽田と成田っていうものがまあデュアルハブ的な感じでやってるわけですけれども、はい、なかなか空港の競争力としても弱いと。弱い。でもう一つは韓国はやっぱり狭いので国内線があんまりない、ない、鉄道で移動される方がやっぱり多いので、はい、で考えるとでも日本はやっぱり5割ぐらいは国内線、もうね国内線の都市間移動でワイドボディ飛ばしてるのってもう聞いたことないですよ、そうなんですよ、ほとんどないんじゃないかやっぱり一番こう先進国のこう国内線で一番太いのってやっぱり羽田新千歳って言われてますし、はい、あるいはと羽田福岡なんか言われてますけど、まああれだけ国内線の需要がこんなにまあ、うん、アメリカとかに比べたら狭いにもかかわらずっていうところがある中でなかなかこう国際線のしかも貨物にっていうところ全振りなかなかできないっていうのはやっぱり国際線の貨物ってすごくこうブレがあるんですよね、ボラティリティがすごく高くて、それこそこう今コロナ禍の間はすごく貨物事業っていうのは好調だったんですけど、コロナ禍前っていうのはやっぱり米中の貿易摩擦の関係でやっぱり市況が落ち込んでた、で今もだんだんとこう海運網なんかも正常化してくるとこれからちょっと落ちてくるんじゃないかっていうことも言われてる、でそこの振り幅がどうしても旅客よりも貨物の方が大きいので、はい、だからこそリスクがあったと、JAL としてはそもそも貨物専用機持ってないっていう選択を破綻移行しましたし、はい、ANA としてもその旅客機を貨物に変えてまでやった時、じゃあこれがこの貨物の公共が終わった時どうするんだろうっていうところ、長期で考えた時にそうなかなか厳しいよね、でも大韓航空としては国際線しかそもそもない、もう売り上げのほとんど国際線なわけですね、大韓航空は。 でもその旅客は消えてしまった、うん、ってなるともう稼ぐ手段が貨物しかない、ないと。だからこそも貨物もに全経営資源を集中させようっていう発想になった、ね、なるほどなるほど、そういう大韓航空としての事情があったと。そうですね、国としての事情っていうのもあると思います。それでまあ決断の速さとか、まあ、ある種でも見習うところもあるんですか、どうなんでしょう。決断がこう早いというか、まあ、それこそ大韓航空とアシアナ航空はこれから統合をしていくわけですけれども、そういった判断も含めて、こう大きな判断っていうのがスピーディーにいく、あらゆる国で航空は規制産業なので、結局はこう国の判断みたいなところも入ってくるわけですけど、これはまあ空港の政策とかもそうなんですけど、やっぱりこうなかなかスピーディーにこう物事が進んでいかない業界ではあるのかなっていう感じはしますね。そんな中で、まあ、大韓航空としてはスピーディーな意思決定をして、そうです、ね、しかもアシアナと統合しても国で一つのでかい強い航空会社を作ると、もう国として決めたと。でこう国としてもさらにこのハブとしてのこう機能役割っていうのを航空会社も一体になりながらこう高めていこうっていうのは見て取れますよね、うん、そこと戦わなきゃいけないわけですね。そうですね、JAL の国際線は、はい、全日空もそして日本航空も、はい、まあ、スピーディーな意思決定とですね、まあ、どういうふうなその最適配分も含めてやらなきゃいけないかという話なんですが、うん、はい、インチョン空港の話出ましたけれども、はい、最近ですね、こう私空港を使ったといいますか全日空の飛行機乗ったんですね、うんうん、すると乗るときにこれ搭乗券これもらうのは分かります、はい、ちょっとあえてねアプリ使わなかったんですけども、はい、航空券持ってこれでセキュリティゲート通過するとまずこの保安検査証みたいなのもらうんですよ、はい、でさらに搭乗ゲートもらうとまた紙もらう、はいはいはい、これこんな3枚も紙これいるかという毎回これ長年思ってるんですけど、はい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 、これ田野さんこれなんとかなんないですかこういうの。これはですね、まあ、もともとそういったものがこう出てきたきっかけっていうのはこう保安検査をこうやっぱ強化したいっていうところが、はいはい、こういろいろ時々やっぱり起きるこう刃物がこう中取っちゃったとか、あるいは検査受けてない人がこう保安エリア内に入っちゃっただとか、そういったこと時々起きるので、まあそういったことを防ぐためにこういう紙をもらってもらって、そしたらもうこれは保安検査受けたってことだよねとか、あるいはそこを通過したってことだよねっていうのが分かるようにっていうのがもともととしてはあったんですよね。ただこれはまあ確かに紙は無駄です。いや無駄ですよ ね。いつもなんか時々出張とか行くとこうもうポケットにいっぱい入って、あなんかいやでこれが搭乗券が一番大事なんですよ。はい、でこれがねなくして逆にこれだけええー、みたいな、はい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 、何の役にも立たないですよね。ありますあります。だからこういうのも世界の空港、僕もヨーロッパ取材した時に、うん、はい、ほぼアプリで全部もう何の紙ももらわない状態。うん、はい、
そういうふうにやっぱ日本の空港も変わらないと、うん、これ外国人来た時になんじゃこれってなると思う。そうですね。だからこれから徐々になくなっていくことに来年度以降なっていくと思うんですけど、でこれ例えばじゃあ保安検査を通ったか通ってないかって、うん、例えば改札みたいなものを保安検査場のところに置いて、はい、例えばその航空券の QR コードをピッてしたら、うん、開いて進めてってなったらそもそも紙いらないですよね。いやそうですね。でなってくるんじゃないかなと。で実際例えば羽田空港とかだともうすでにこうゲートその改札はあるんで、ありますね、まあ、そういったものを活用しながらそういう紙を受け取る手間みたいなものもなくして、いやいやいや基本的にはもうスマホで搭乗券も見れる、なのでタッチすれば通れる、で座席も分かる、うん、もしかしたら遅延するかもしれないとか直前で座席変更があるかもしれないっていうのも全部スマホで届く、だからそういったものはいらないよねってなってくんじゃないかなと思います ね、まあ、そもそもね保安検査場あんだけ厳重な中通ってきてるわけですから、はい、そういるのかって話もしますけど、なるほど、まあ、そういったところも日本の空港の課題になってそうですね。だからこうどれだけ使いやすくしていくか、こう例えばパソコンを取り出さなくてももう荷物検査できるこうレーンとかも羽田とかでは入ってきてるんですけど、まあそういったものをどこまでこうどの空港にっていうところもありますけど、そういったところも含めてやっぱおもてなしっていう、まあこれからまたインバウンドも戻ってくるわけですから、こう海外の方が使っても使いやすい空港に国内の空港もなっていかないということですね。ということですね。さあそういうね、まあ、ヒントになることいろいろあるかと思うんですけれども、最後ちょっと一個聞きたいのがですね、はい、やっぱり航空業界いろいろウォッチしてる人にとってこのコロナ禍でこれビジネス需要これ消えんじゃないか説みたいな、うんうんうん、ビジネスクラスこれみんな今までちょっとなんか出張行ってきますみたいな言って、まあ、大企業の、まあ、僕らずっとエコノミーですけども、うん、人たちがこう行くときにもうズームでいいだろうみたいな、うんうんうん、アホかお前出張すんなみたいな流れがちょっとあって、はい、これビジネス相当客戻んないんじゃないか説みたいなあったじゃないですか、はい、ただ最近どうなんですか、それビジネス需要客、はい、国際線、はい、ビジネスクラス、はい、戻るんですか戻んないんですか。これはですね、見方は本当にいろんな人によって分かれると思うんですけど、はい、ただ私がこういろんなこう航空業界取材してる、あるいは別の業界のいろんなトップの方と話を聞いてると、やっぱり経営層は動き始めて、動き始めてやっぱ飛んでる飛んでる、うん、この前、とある大きな損害保険会社の取材をしていた時に、はいはい、その会社がすごく M&A をこう強化してる、海外 M&A を、うん、ってなった時に、ただ最後のやっぱり決断はこう顔と顔もフェイス2フェイスでこうやっぱり話さないとわからないんだと、そこの判断というか、まあその向こうの企業文化だったりその人柄だったりっていうものを知るにはやっぱり直接会わないといけないよねっていうような話をしてて、確かにそれはその通りだなと思うんですよね。なのでこう重大な意思決定をするにあたって経営層がいろんなところに飛ぶ、しかもそれはビジネスクラスだったりファーストクラスだったりするわけですけど、まあそういう需要はある程度戻ってくるのかなと。ただまあ、それこそ僕みたいな平がこれからじゃなくなるんじゃないですか。いや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 、こう前みたい、まあ僕そんな前も言ってないんですけど、まあコロナ禍前みたいにそういうこう一般社員の方々が頻繁に行くって姿ってなかなかやっぱり想像しにくい気もするんですけどね。どうなんでしょうね。ただ下げの圧力はある一方で、まあグローバル化っていうのは進んでいくわけですよね。ってなった時にその大きくなる要素と小さくなる要素を合わせてそこまで悲観的になる必要もないのかなっていうふうには見てます。なるほど。いやだから私なんかコロナ禍でビジネス需要減って、うん、これ将来もしかしたらビジネスがちょっと安くなって乗れるかもみたいなわけわからない期待をしてたり、日本国の社長がモーニングサテライトって番組いらっしゃった時に、ね、はいはいはい、そういうのを聞いたりとかして、うん、まあ、なかなか最初悲観論があって、うん、しかし今は若干ちょっとやはりエグゼクティブ含めてビジネスクラスは戻ってきてる。しかもコロナ禍で飛行機乗った方聞くとビジネスはかなり埋まってる。そうなんです。でエコノミーガラガラということ、うん、だからまあね、その辺はもしかしたらやっぱり結局は人と会って話す価値、うん、リモートじゃダメ、ズームとか、うんうん、Google のハンガートじゃダメだみたいな世界は確実にあるの で、はい、うん、でそれがまあどう戻るか、本格的に超えていくかっていうのは まだちょっと、そうですね、うん、だからこう今ってちょっと揺り戻しというか、この2年半会えなかった分、行けなかったから、会えなかったからっていうところってやっぱあると思うんですよね、はいはい、旅行もそうだしビジネスもそうだと思うんですけど、そこからまた本当にニューノーマルになった時にどう動くかっていうのは、うん、なかなか読みづらいところですよね。
ね、航空会社の方々も、ね、どう見通されてるかっていうところですけどね、うん、私もあのベルリンにこの間あの出張イノトランスっていう鉄道の博覧、はい、あの展示会行ったんですけども、はいはいはい、エコノミーは結構こんぐらい空いてて、はい、横でこう倒れて寝れたんで本当幸せ、うん、エコノミーに乗ってて初めて幸せを感じたところだったんですけれども、はいはい、本当それがどうなっていくのかというところですね。そうですね、はい、まあ、引き続き航空業界あれですか、浜さんとしてはウォッチされていくというか、どういうこれからね、言っても会社員なのでこうどういう担当になるかみたいなのはありますけれども言っても会社員なの、引き続きもちろんこれだけこういう時期に取材ができたっていうのは、はい、いいことなので、この仕事を続ける限りはしっかりウォッチをしていきたいなというふうに思います、はい、ということで今回はですね、 ANA 苦闘の千日を書かれた、高尾康明さんをゲストとしてお迎えしました。高尾さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでテレ東経済ニュースアカデミー、ここまでご覧いただきありがとうございました。テレ東ビズ、テレ東経済ニュースアカデミー、豊島新さんです。今回はですね、こちらのリッスンという本について解説していきたいと思います。こちらケイト・マーフィーという著者が書いた本なんですけれども、まあ、去年日本語版も出てですね、いまだにこれ平積みにしてあったりしているするので、まあ、今もなお売れている。テーマは何かというとですね、あなたが最後に自分の話を真面目に誰かに聞いてもらったのはいつですかというのが一つのテーマですね。はっきり言って自分の話を誰かにじっくり聞いてもらった経験、これいつですかね。私もこれ YouTube ではこういった話をしてますけれども、自分の個人的なことを誰かに聞いてもらうという経験はほとんど今最近はないような気がしますね。で、逆にですね、もう一つの問いというのは、誰かの話をあなたがじっくり最近聞いたことはありますかという問いですね。実際最近はですね、こうやって人の話をじっくり聞くということを、まあ、あんまりみんなしなくなったんじゃないか、人々は人の話をあまり聞かなくなったのではないかという問題意識があります。実はこの本の副題というのは You are not listening、 あなたは聞いていないのではないかというのが副題なんですね。まあ、私も最近この実際人の話をじっくり聞くという経験というのは確かにそんなにない気もしますね。まあ、あんまりその別に後輩から相談されないというか、まあ、人望がないのであんまり相談されないという面のあるのかもしれないですね。特にこの本を読んでて感じたのは、人望がない人というのはある意味で話を聞かない人なのかもしれないなというふうにも思ったりもしました。つまりこの本の問題意識としては、みんな自分がですね、話を聞かれたこともあんまりじっくり聞かれたこともないけれども、他人の話をじっくり聞いたことも最近ないんじゃないかというふうなところ、まあ、この本が書かれたアメリカというのはなんとなく、まあ、そういうイメージ、ちょっと偏見ですけれどもあるんですが、まあ、もちろん日本もそんな他人事ではないというところですね。まあ、とにかく現代では特に自分がやはり言いたいことを、まあ、ツイッターで一方的につぶやいたりコメントで書き込んだりしてですね、まあ、考えが違う人の話はもう無視する、遮断するみたいなところ、まあ、特に SNS ではそういった環境が結構生まれがちなところはありますよね。実際にですね、人の話を聞くよりも、まあ、スマホを見ている時間というのが、まあ、圧倒的に多いという人が多いのかもしれません。まあ、ほとんどかもしれません。自分もですね、まあ、そうかもしれませんね。まあ、これだけこのスマートフォンでですね、情報があふれる中で、まあ、そもそも人の話どれだけ今集中して聞いてんだろうかというふうに私自身も思います。まあ、この本によりますと、まあ、中で紹介しているマイクロソフトによる調査ではですね、2000年以降平均的な人間の集中力の持続時間というのは12秒から8秒に減少したというふうにも言われています。ちなみに魚の金魚の集中力の持続時間は9秒らしいですけれども、まあ、スマホを見ててですね、なんか動画が 3,4 秒出てこないとか 3,4 秒つながるの時間かかるともうイライラするみたいな、我慢できないというのは私も正直感じますよね。ですので、まあ、そういった調査もあって、かつ、まあ、この調査によりますと 52% の人が30分に1回はスマホを見ているというふうにも言われています。確かに自分もそのぐらいの頻度ではスマホを見ている、もう30分に1回もっと見ているかもしれない、そういう方も多いのかもしれません。ですので、まあ、この本ですね、こういった、まあ、その聞くことの重要性というのをこれからこう、まあ、こういった環境の中での聞くことの重要性というのを解説していくわけなんですが、まあ、今これから解説するのはもちろんこの本と、この本が参考資料として挙げているご覧のようなですね、まあ、文献のようなもの、リンクなども貼ってますけれども、まあ、こういったものを中心に解説をお伝えしていきます。まあ、概要欄にはリンクもありますので、ご時間ある方はご覧いただければというふうに思います。ということで、まあ、こういったスマホなどに支配されて、ますます人の
話を聞かなくなっている、特に自分と関係ない、自分と意見が違う人たちの話を聞かなくなっている、まあ、我々ですね、もう私も実際これで、まあ、全く会ったこともない人がなんかプールに飛び込むとかスカイダイブするとか、本当そういうしょうもない映像ばかりを見てるのも私も見てるんですけれども、実際この本の解説の分析の中で紹介している分析によると、人が起きている間に、まあ、人の話に聞くのに費やす平均時間というのは、まあ、42%、 過去の 42% から今 24% ぐらいにどんどん半減してきているというふうに知らされています。まあ、そういった研究結果なども紹介されています。とにかくスマホを見たりもうメールしたりパソコンなんかで一つのことに集中する時間とかどんどん短くなって、それだけ人の話をじっくり目の前に座って話を聞くという時間も減っているのではないかというところですね。まあ、特にこのスマートフォンに関してはさっきからも言ってますけれども、これがテーブルの上に置いてあるだけで、まあ、着席した人の間にはですね、親近感が生まれないということが、まあ、いわゆるですね、調査結果としても示されているということですね。確かにスマートフォンをテーブルの上に置いて誰かと話すというのは、これある意味でメッセージとしては、目の前にいるあなたよりも誰か、電話してきた遠くにいる誰か、 LINE してきた誰かのとのコミュニケーションを優先しますよというような、こうコミュニケーション受け取られ方をされかないわけですよね。まあ、もしそうじゃあなたを優先するんだったら別にスマホをしまって、まあ、面と向かって向き合うというのが、まあ、ある意味筋なのかもしれないですからですね。まあ、ですのでこの本というのは現代においては聞くことというのは忘れられているということ、もう現実を指摘しまして、改めて人の話を聞くということ、本当の意味で聞くということは何かというのも言われるんですが、説明するんですが、実はその聞くということが極めて大きな力を人間関係において発揮する、人間関係に大きなプラスの影響を聞くということが与えていくんだということを主張するわけですね。まあ、ヒット商品というのも消費者の声を本当に聞くことから生まれていくんだということを、まあ、この説明するような本になっています。そういった実例なども紹介する本となっています。まあ、いわゆる忘れられている、まあ、聞くことの重要性、その意味について指摘して、まあ、それを、まあ、アメリカでこういった本がベストセラーになっているということなわけなんですね。まあ、日本語版も先ほど申し上げた通り2021年去年出た本ですが、いまだにこう平積みになっているという人気ということですね。でなんでこれ今更解説するんだということなんですが、これはですね、私の単純にこの仕事が遅いからというだけなんですね。解説しようと思ってたところでウクライナ戦争が起こったりしてですね、まあ、そういうので時間取られたり、あと私が2回目のコロナにかかったりしたりしてですね、あとちょっと本をですね今執筆してるという都合もあってですね、これちょっとまあ宣伝かついいわけなんですけれども、本当そこら辺は申し訳ないんですが、またテレ東ビズのスタッフなんかからするとですね、私一方的に YouTube でこう喋ってるような豊島が、お前がよう聞く人の話を聞くな、人の話聞かないような豊島がようこの人の話を聞く重要性について語れるよなみたいな、多分冷めた目線なども多分あるかと思うんですが、その辺も、まあ、お前が言うなみたいなところもあるかと思うんですが、まあ、その辺もすみませんと。ただ私の仕事、報道記者としての仕事の大事な部分というのはですね、やはり基本的に話を聞くことなんですね。なので、まあ、その点からもこの本には非常に気づかされることが多いですし、皆さんにおいても結構役に立つ内容が書いてあるのではないかというふうにも思います。というか、まあ、会社においても人間関係においても、どれだけの人がですね、やっぱり聞くことの意味を忘れてしまって、それで人間関係の構築で失敗して損をしているのかということ、まあ、逆に聞くことによってどれだけプラスの効果を人間関係、自分自身の人生も含めてキャリアですとかにもたらせるのかということが非常に示唆を富む本になっています。そしてこの本が指摘するのは、そもそもですね、まずそもそも誰しもが、私たちは人にじっくり話を聞いてもらった経験が少ないということなんですね。まずそもそも、まあ、思い出してみて自分の人生を振り返ってですね、じっくり自分のことについて聞いてもらった経験ってどのぐらいあるかということなんですね。なのであなたの話を真剣に誰かに聞いてもらったことありますかとか言われると、誰しもが結構言葉を失って、いつかなっていうふうになってしまうということなんですね。でこれ、人から話を聞いてもらえないということが何をもたらすかというと、やはりそれが孤独につながっていくわけですね。孤独を感じるわけですね。まあ、スマホや SNS で多くの人と今つながっているように見えるんだけれども、むしろそのスマホや SNS が人の話を聞かない原因になって、まあ孤独の原因になってくるというようなところですね。で特にこの本によりますと、特に人が最も孤独を感じる瞬間とは何かというと、良いことが起こったのに誰にも注意を払ってもらえない時というのが、
まあ、やはり孤独を感じる瞬間だというふうに指摘されています。まあ、いいことが起こるとやっぱ誰かに言いたい、まあ、自分のハッピーなことは誰かに知ってもらいたいというのはありますよね。まあ、私も時々あの女子アナウンサーなんかからあの今日誕生日なんですとか言われて、まあ、別にもうどうでもいいな、めんどくさいなみたいなことを思うときは時々あるんですけれども、とにかくやっぱり自分に起こったポジティブなことっていうのはやっぱ誰にも知ってほしいなというところはあるわけですよね。まあ、それによる理解されないときにやっぱ孤独を感じたり、まあ、怒りを感じたり失望を感じたり、特に孤独というのはやはり健康へのダメージにも実際になってくるというのは言われています。特に最近はコロナによってなおさら人と会う機会減りましたので、人の話聞かない、聞いてもらえないという環境が孤独を生んでいるというふうにも言われています。そしてこの本によりますと、まあ、相手をですね、嫌いになるタイミングというのもやはりこの理解してもらえる、聞いてもらえるという期待が裏切られた時なわけなわけですね。つまり理解してもらえる、話を聞いてもらえるという期待が裏切られると、まあ、どんどんこうやっぱ人を逆に憎むようになって嫌いになってくる。まあ、やっぱこうやってですね、聞いてもらえている自分の話、自分の主張が聞いてもらえているという期待が裏切られているということは、あの先日参議院選挙ありましたけれども、やっぱ政治的な意味でも自分の声が政治には届いてないと、もう全く自分の話なんか誰も聞いちゃいないんだみたいなところがやっぱりあの不満につながってくるというところ、それを非常にあの感じている人は多いというふうなことですね。そしてまあこの本で同時に根本的なこととしてまず指摘されているのは、人間関係を破滅させる、破綻させる最も多い原因というのは相手の話を聞かないことから生まれてくるというふうに言われています。まあ、このようにですね、いろんなもう課題をまず指摘した上で、こうそれをどうやって対処していくか、どうやって聞くことによって解説あの変えていくかというのをこの本書いているわけなんですが、ではまず私たちがですね、この生きている、まあ、いる社会、まあ、家族ですとか、まあ、会社とか、それはどうかというのをちょっと現状をまあちょっとずつ見ていきたいわけなんですが、まあ、例えば会社ですね、多くのサラリーマンの方いらっしゃるかと思うんですが、この本が紹介している研究によりますと、1980年代以降に雇用が拡大した企業、拡大した仕事、業種、職種というのはほぼ全てにおいて高いレベルでの人間関係が求められるものですね。昔、大昔はやっぱり工場だったり畑だったり、まあ、人を相手にするというよりはその機械だったり農作物を相手にする企業で、別にコミュニケーションが必要な局面ではなかったけれども、現代特にサービス業が広がって、まあ、対話をしたり接客もそうですけれども、とにかく高いレベルのコミュニケーション、交渉であったりですね、まあ、そういったものが求められる、コミュニケーション能力が求められると。実際そういった中で会社員というのは、これ1日のうちですね、多い場合8時間近くを他の社員とのコミュニケーションに費やすしているという、まあ研究成果もあるんだそうです。まあ、特に今の会社ではですね、チームワークが大事ですよね。いろんな社員でチームを組んでプロジェクトを進めていくみたいなところ。まあ確かに私たちテレビ東京ではですね、やっぱり会議、そして会議みたいなところかなりありますね。でこの本が参照しているハーバードビジネスレビューによりますと、まあ、多い場合というのは 80% 以上の時間を他の社員とのコミュニケーションに費やしている場合もある、あったと、そういう研究もあるということなんですね。特に会社組織において他の部門との調整にあたる部門の方とかいらっしゃると思うんですよね。まあ、総務だったり営業でもいらっしゃるかもしれませんが、あの本当にご苦労様でございます。あの業員に言えばですね、巨大組織、それだけやっぱ人の話をお互いに聞き合っていかなきゃいけないので、かなり分かり合うのが難しい。大企業ほどそうなっていくわけですね。で実際会社においてあなたの話を真剣に聞いてくれる上司はいますかみたいなところを考えてみると、これいないというふうに答える人結構多いと思いますね。上司というのはですね、基本的に上司が話を聞くのは、真剣に話を聞くのはその上の上司の話である可能性が高いわけですね。まあ、それはですね、評価対象者というのは人事評価とか、まあ、給料を決める評価、出世するかどうかの評価というのは基本的に上は上が決める場合が多いですので、上司にしても真剣に話を聞くとすれば、おそらくその上司の上ではないかと。これはまああの力学上どの会社がどうじゃなくて、まあ、システム上そうではないかというふうに思うわけなんですね。で特にこの上司がじゃあ部下の話を聞くときどういうときか、これあの360度評価とかをまあ導入しているような企業は別だと思うんですが、まあ、一般的には上が大体下を評価していきますので、まあ、基本的に上が下の話を聞くモチベーションってどんだけあるのかというふうに私は結構懐疑的に思うわけなんですね。あのしかもですね、例えば会社の上司が下の部下の話を聞くというときというのは、大抵ですね、なんかもうアドバイスしてやろうかっていうような結構上から目線の前提で聞くことが多いというふうに見られています。つまりこれ上から目線で説教するということで、本当に聞く気はないということなんですね。これ自分はもう部下のことが経験した苦労なんか分かってるから、そのベースでそれはああいうことだろう、俺も経験したからこうだよみたいな感じで教えてやるみたいな、そういうふうな意味でまあ
聞くというのは結構かなり現代社会において上司が部下の話を聞くというのはまあ僕は正直懐疑的ですね。これちょっとこの本と関係ない話なんですが、で実際にただこの本でもですね、アドバイスをしようと思って人の話を聞くと失敗するというふうに書いています。多くの方が例えば後輩から相談持ちかけられたときに、なんか皆さん絶対思うと思うんです。あ、これなんかアドバイスしてあげなきゃと。でそのアドバイスをしようと思った瞬間に聞くという行為は失敗するというふうにもこの本書いてあるわけですね。つまりアドバイスしようというふうに考えてますから、まずゼロ無心で聞くというモードではなくなるわけですよね。まあ、そういった面でも基本的にアドバイスしようって上から目線で人の話を聞くことはダメだよと、ちゃんとそういうのは本当の聞くじゃないよというふうに書いてあるわけですね。でちなみにこれこれちょっと本当あんま書いてないんですけど、逆に部下が上司の話を聞くときもですね、これまあ聞いているんではなくて聞いてるふりをするという場面も多いのではないかと思います。特に上司の話をあんまり聞いてないこの、ね、見てらっしゃる方とかもそうじゃないかと思うんですけれどもね。でただこの本においてはですね、人の話を聞く上での最大の決定的な誤解というのは、みんなこれ誰もが持ってる誤解というのは、みんな自分には先入観がない、偏見がないというふうに思っているということなんですね。逆に言うと、この本の教えによると、誰しもが先入観偏見はあるので、そこはちゃんと認めなきゃいけないということなんですね。で、これ特にですね、先入観というのは結構親子関係において私個人的に思うのは顕著じゃないか。例えば親はやっぱり子どものことを分かっているというふうな前提でいますので、もうずっと育ててきたから、もうとにかくこの子のことは分かっているという思い込みがあるので、やっぱ親の方が私は結構先入観とか偏見強い、子供に対して子供の話聞くときは先入観強いんじゃないかなというふうに思います。まあ親なんでね、まあ、しょうがないというところはあるとは思うんですけれどもね。とにかく人の話を聞くときは、この本によると、どれだけそういったその相手の先入観を捨ててゼロベースでフラットで聞けるかどうかが非常にまず大事なんだということが書いてありますね。とにかく感情であるとか、まあ、そういったノイズ、偏見、思い込み、前提知識を捨ててフラットにまず聞くということですね。余計なノイズを捨てる。この文章を読んだ時に思い当たるのが、やはり映画ゴッドファーザーの名台詞ですね。いわゆるこれマフィアのドンであるマイケル・コルレオーネが、まあ、部下とか息子だったかな、言うんです、教え悟すように言うんですけれども、敵を憎むな、判断が鈍るというような趣旨のセリフがあるんですね。これつまり敵であっても憎むと、その敵に対して下さなきゃいけない的確な判断が基本的に間違ってしまって誤ってしまうと、理解を妨げてしまうと。だから敵を憎むのもダメだと、というのは冷静に対処しろと、先入観を持つなということなんですね。まあ、ともかく全体として、まあ、人の話を聞かないですとか、まあ、その先入観があるですとか、そういった世界においてはやっぱりフラットに聞くということの重要性が高まっていることを言っているわけですね。でまたこの本によると、聞くということはある意味こう投資でもあるということなわけなわけですね。特に人の話を聞くということは時にやはり苦痛でもあるわけですね。やっぱりこうなかなか暗い話だったり聞きたくもない話だったりとかこうさせられて、それをずっとやっぱ聞かなきゃいけないわけですから、どうしてもやっぱりそういう苦痛になる中でも、やっぱどうこう本当の話、人の話を聞いていけるかという結構難しいことをまず理解しなきゃいけないということですね。で特にですね、人というのは見知らぬ人よりも知っている嫌な人に話しかけてしまう、その話との話を聞いてしまうという傾向があるんだそうです。これはですね、本の中で書かれている具体的な事例ではないんですけれども、例えば部屋に、あなたがどっか部屋に行って2人いるとします。そこに2人いて、1人は知ってるんだけれども嫌いな会社の先輩、あんまり話しかけたくない。でもう1人は全く会ったこともない知らない人、でどっちにこれ話しかけるかという問題。これ傾向としてはですね、この本の分析によると、嫌いな先輩に話しかける可能性の方が高い。いくら嫌いでもやっぱ知ってるという一点においてその人に話しかけてしまうということなんですね。これはなぜかというと、この本の分析によると、やっぱり人間は不確実性を除去したいからなんですね。つまり全く知らない人に話しかけるって相当な不確実性高いですよね。やっぱりどんな相手か全く分からない。でこっちの嫌な先輩は、まあ嫌なやつなんだけれども一応知ってるし、過去に会話もしたことあるので、その辺ではまあ不確実性は低い、まあ、という意味で消極的な選択として嫌な先輩に話しかけるということなんですね。しかしこの本が指摘しているのは、この不確実性こそが、不確実な相手から聞くことこそが学びになるんだというふうに指摘するわけですね。つまり知らない人との会話の方が学びになるし、かなりプラスの効果を与える。これはですね、この中で紹介されている実験でも示されているようなことということで、まあ、聞くというのは他人の経験ですとか、まあ、才能を共有することでもあるというふうに書いて、
それがやっぱりプラスになるんだというふうに書いてあるわけですね。まあ、そもそもまあヒット商品というのは、まあ見ず知らずの消費者の声を聞くことからやっぱり生まれてきますし、実際アメリカなんかでは政府の例えば情報機関、中央情報局、CIA なんかもですね、基本的に積極的に採用するのは聞く力が優れた人間であるというふうにもこのには書かれています。なのでまあそういったですね、未知のところから聞くことがいかに学びになって、まあそれは結構面倒いことなんだけれども、それがプラスになることが大事だというふうにこの本は書いてある。その時において先入観を捨てておくことというのが大事だというふうに書いてあるわけですね。ではどういった内容なら聞いてもらえるのか、伝わるのかという観点なんですが、これですね、やっぱり何が相手の心話を引き出すのか、何が相手に聞いてもらえるのか、この双方向においてはやっぱり率直さが一番重要だ、率直さと好奇心が大事だというふうに書いてますね。例えば具体的にはその人のプライベートな部分に人は一番共感するというふうにも書かれています。これつい聞き耳をプライベートな部分には立ててしまうという。これ例えば想像してほしいんですが、皆さんの会社の会議とかでもですね、リモート会議ってまあこれ大抵ほぼ半分ぐらい話聞いてないっていうのがまあほぼ状態だと思うんですけれども、まあ、定時報告みたいなのがあって、定例報告みたいなのがこうあって、みんな大体半分ぐらいしか聞いてないみたいなところがあるかと思うんですけど、そんな会議である人が突然ですね、今朝すいません、私ちょっとパートナーと喧嘩して、まあ、配偶者旦那なり夫なりと喧嘩して、まあちょっともう本当イラついて玄関で転んでスマホが割れちゃったんですみたいなわけわかんない話をした時って、みんな結構今まで聞いてなくても急に聞き耳にそばらってると思うんですよね。あ、これ誰喋ってんのみたいな感じで、そのぐらいやっぱプライベートな部分話っていうのは結構人を引きつけたりするところがあるわけですよね。まあ、もちろんこれはプライベートな話をしなさいと言ってるんじゃなくて、その話の中身が持つ率直さ、あるいは好奇心というのはやっぱり人が聞く姿勢につながっていく部分があるということなんですね。まあ、それをどれだけ率直な態度で聞けるか、そしてですね、この聞く相手に対する尊敬ですとか、まあ、尊重というのはやっぱこう今、まあ、改めてなんですけど大事になってくると。でこれ何ですかね、その聞く相手に対してどんだけ興味を持っているかという、どんだけ調べるかというところも非常に大事になっているふうには言えます。でこれはこの本には書いてないことなんですけど、私もこれあまり言いたくはないことなんですけれども、例えば先日ジェームズ・ダイソンさんという掃除機ですね、イギリス の掃除機メーカーのダイソンさんへのインタビューをしたときに、どうしてもやっぱりインタビューで彼にやっぱまあ興味もあるので事前にやっぱり調べるわけですね。まあ、彼が書いた本についてのインタビューだったので相当彼の本を読むわけですね。で実際彼にインタビューするときは何ページにこう書いてありますけれども、あなたどうな、これはどういう意味ですかっていうふうにあえて聞く方をするんですね。私はこれ何かというと、これあんまり言いたくないんですけれども、実際にこの何ページ、あなた何ページにこう書いてますけどこうですかって聞いた方が相手に対してですね、真剣さが伝わるんですね。これはちょっとまあ変ないやらしいわざと受け取る方もいらっしゃるかもしれないですけど、実際まあ私はやっぱりダイソンさんの本は最初から最後まで読んで、ここのページがこうっていう、こうはどういう意味ですかって聞いた方が相手からお、こいつって俺の本を読んでるなって伝わるわけですね。なのですごく答えてくれたりする。特にインタビューも実際結構想定した時間よりもまあ、かなり答えてもらったりとかしてるわけなんですけれども、実際トマ・ピケティさんっていうフランスの経済学者の方、21世紀の資本という本が世界的にベストセラーになって話題にもなったんですけれども、まあ、その本を付箋をいっぱいつけておいて、その本持ってって彼に一個一個質問したんですね。するとやっぱ彼も相当、あ、こいつ読んでるなって理解してくれて、結構何ですかね、もうすごい答えても、やっぱりインタビューの時間長く真剣に答えてもらって本当にいいインタビューになったりもします。実際そういうことあります。皆さんもやっぱり自分が誰か人に話聞いてもらうときに、あなたは過去こういうことされてますけど本当どういう思いだったんですかとか、あの時大変な苦労されたんですよね、中学校の時高校の時こうだったんですよねとか、すごい調べられてると、まあ、気持ち悪いって思うかもしれないですけども、結構この人俺のこと本当に調べてくれてんだな、私のこと調べてくれてんだなって思うと、やっぱ話す気持ちになりますよね。まあ、そういったところはやっぱ大事だと思いましたね。実際私レオナルド・ディカプリオさんというハリウッドの俳優の方にインタビューした時も、某都内の高級ホテルに呼ばれてインタビューということになったんですが、私の前に結構他局のですね、女性アナウンサーが何人かもう行列作ってて、まあ与えられてる時間がですね、1つのメディアあたり8分弱ぐらいだったかな、10分前後ぐらいだったと思うんですよ確か。それもやっぱディカプリオも相当忙しいので、もう8分刻みみたいな感じでインタビューがセットされてて、私4番目ぐらいにホテルの待合室で並んでて、もう女性は結構、まあ本当有名な女性アナウンサー3人ぐらいが先に
人ずつやってって、もう俺最後のおっさんでインタビューだから、これディカプリオどんだけ8分間で答えてくれるのかなと思ってすごい憂鬱になってたんですけれども、もう私はあえてですね、ディカプリオに対してはまあ、映画のプロモーションで来てたんですけれども、聞くときは基本的にあえて誰も聞かないようなことを、まあ、あえて調べて聞くようにしたんですね。それ何かというと、レオナルド・ディカプリオというのは、まあ、民主党、アメリカの政治でいうと民主党の支持者なんですね。で結構ウォール街ですとか、まあ、結構政治的にも、まあ、ウォール街に対してもクリティカルな意見を持ってたりする。なのでそこをあえて聞こうと思って、まあ、そこを彼のコメントなんかを彼らで調べていて、特にリーマンショック、2008年のリーマンショックから数年後のインタビューだったんですけれども、やっぱりウォール街に対してどう思ってるんですかとかですね、まあ、ウォール街をテーマに描いたウルフ・オブ・ウォール・ストリートという映画のプロモーションで来てたんですけれども、ウォール街についてあなたはどういう意見を持ってるんですか、政治についてどういう意見を持ってるんですかみたいな、過去こういう発言されてましたよねみたいなことを聞くと、そういった質問をしたい日本のメディアってあんまいなかったみたいで、結構ですね、もうベラベラかなり答えてくれて、特にもうウォール街の連中はもう罰せられるべきだみたいな感じで結構強いことを言ったりですね、じゃあ株式投資何やってんですかとかで、ディカプリオに株式投資を何やってんですかみたいな話聞いた人ってあんまりいなかったみたいで、結構グリーンエネルギーに投資してるとかですね、いろんな話を聞かせてくれたりしてですね、インタビュー時間20分か30分ぐらいになって、最後はですねマネージャーが止めに入るぐらいいろいろ答えていただきました。なので、まあインタビューっていうのはやっぱりその相手方をどれだけ事前に調べて、あなたに関心がありますよっていうことをきちんと示して聞くっていうのは、やはり一つの技として、これあんまり言いたくないんですけれども、そういったところはあるというふうに思いますね。で、相手に何か話を聞くときに、この本にもあるんですけど、やっぱり注意すべき点というのは、品定めをするような質問というのはもうとにかく避けるということですね。これはやっぱりですね、あなたお金持ってそうですねみたいな、なんかこう人を何かこう評価して値踏みするような質問ってすぐバレますので、それは絶対にやってはいけないという、あくまで好奇心を持って聞くということです。まあ、それが大事ということになります。でまたこの本が指摘しているのは、自分のことばかりとにかく話す人というのは失敗するということですね。まあ、これお前なんじゃないかというふうにちょっと思われそうなんですが、確かに私も失敗しているかもしれないんですけれども、人間ってやっぱり話すことに対してはある種のこうポジティブな感情をかなり引き起こすので、相当やっぱ自分のことぶわーっと喋る人って結構どの会社どの組織にもいると思うんですよね。でその人って結構周りに囲まれてるかっていうと、まあそうじゃない場合も多い。自分のことばっかり話す人って結構嫌われがちですよね。なのでとにかく自分のことばっかり話す人は失敗する。それはもう本当に聞かないという姿勢の第一歩、失敗の始まりだというふうにも書いてあります。ただまあ実際にですね、人の話を聞くこと、特にこの本も書いてますけれども、反対意見を聞くというのはかなり難しいことですね。ただその反対意見を聞くことが一番重要なのだというふうにこの本は指摘しています。自分と意見が異なる人、その人に対しての話を一回深呼吸して聞く。今よく世の中で政治的な意見でも、このウイルスとかワクチンとかいろんなことでも世の中の意見が割れたりする中で、とにかく意見が違う人の話もやっぱり聞くしか結局はないわけですよね。反対意見に対峙することでしかやっぱり成長というのは、人間として成長していかない。同時にこの本が指摘している、重要だというふうに指摘しているのが、間、間の間の重要性ですね。あるいは沈黙を共有できるか、沈黙を一旦取れるかどうかというところ。まあその点で言うと、やっぱりこう人に対してゆっくりどうしたどうしたとか聞くんじゃなくて、一回間を取ってというふうに聞くというようなところ。でこれもなかなか難しいんですが、特にまあ私が働いているテレビっていうのは結構間を許さないようなところがあるので、まあモーニングス、今私がやってるモーニングサテライトでも、かつてやってたワールドビジネスサテライトでもですね、ほぼオンエア中に3秒以上沈黙が続くと、これも事故とみなされますからね。まあ、なかなか難しいところ、これはもうちょっと変な業界の話ですけど、ただ人から話を聞く、人が話し出すということを促すのは時に間だったりする、沈黙だったりするということ、まあ、しかも多くの宗教ではこの本が指摘しますけれども、沈黙を相当大事にするという文化が実際宗教にはあったりするということもありますよね。まあ、この本には、まあ、今ちょっとこうやってお伝えしたのは一部なんですけれども、まあ、ここでは伝えきれないぐらいの、まあ、その聞くことの意味、重要性、それによって得られるメリットですとか、まあ、そういったことのヒントが数多く書いてますので、ぜひまあ興味ある方はぜひ読んでいただければというふうに思います。途中でちょっと私のわけわかんない話が入ったりして申し訳なかったんですが、以上経済ニュースアカデミーをお伝えしました。高機能かつデザイン性の高い掃除機などで知られるダイソンの創業者ジェームズ・ダイソン氏がテレビ東京の単独インタビューに応じました。今回ですね、このダイソンさんの自伝の発売に合わせてということで、最近ですね、エレクトリックビークル、電気自動車にダイソン
挑戦したんですけれども、そこから撤退することにもなりました。その撤退の理由などについても詳しく語ってくれました。So James, thank you very much for joining us today. We are very honored to here to have you. And actually, I strongly remember in 2019, it was great. It's my great pleasure to cover the Dyson Institute and to interview you and also stay overnight the student dormitory called POD. It was it was a wonderful experience as a journalist from the country of manufacturing. At that time, you mentioned many times in my interview, you were actually, there was a shortage of engineers. So now, how's the training of engineers at the Dyson Institute going? Well, it's going very well. It's interesting because after the 4 years, they're very experienced engineers because they've been working with our engineers and scientists for 3 days a week for 4 years, and they've been doing their academic studies. And I'm happy to say we're the most oversubscribed university in Britain. We have something like 15 applicants for every place. And by the way, they get paid. Yeah. And some of them have cars, and they have no debt because we provide all the tuition. Yeah. So it's been a very interesting thing, I think, from experiment, if you like, from every point of view. From our point of view, we get these wonderful, enthusiastic young undergraduates who become very experienced graduates for us. And by the way, we pay them a lot more when they graduate than we do a graduate that's joining us from outside. I see. And have you got enough engineers? No. No. We never have enough engineers. Indeed, yeah. I mean, you know, we're trying to show to the outside world what an attractive career engineering and science are. Mm. It's very, very exciting, but I think it's very difficult because, you know, there's no television programs on it. There are no films about it. Mm. It's very difficult to show that it's an attractive thing to do. Yeah. But I can assure anyone watching it that it's the most exciting profession and the most interesting life. And by the way, research shows that engineers are happiest in their job compared with any other profession. Yeah. It's a shame that the Top Gun Maverick is about a movie, not for the engineers, but for the pilots, right? Exactly. Exactly. Yeah. I'm afraid it ever was thus. I mean, we need to change that. We need to have stories about engineers who make these exciting breakthroughs and make flying at those sort of speeds and turning at those sort of speeds. We should be showing how exciting it is to create those things. Many Japanese are wondering and are really eager to ask you about your EV project. In this book, the development of EV was, you know, page 228, the valuable learning experience for the future. So there were all valuable lessons for the future in the 220, page 228. So could you tell us a lot more about what is the biggest lesson for you about from the development of EVs? Yes, I mean, it was a fascinating project to do. And we did it because we are experts in new technology electric motors. And also we've developed new technology solid batteries. So it seemed, and we're concerned very much with the environment and capturing pollution. So doing a car seemed a very natural thing to do. And I think it was. I think the car we did was a great success. It went 1,000 kilometers on a single charge. But the problem is that nobody makes any money making electric cars, because electric cars are very, very expensive to make, particularly ones with a large battery pack. So about the battery, on page 200213, you said, at Dyson, our scientists are working hard on a new generation of compact and highly efficient solid-state batteries. Could you tell us how far is the goal for you? To that goal? We've done it technically and chemically. We're building the factory. First factory we're building is in Singapore to make those batteries. So it's underway. And, you know, to a certain extent, we couldn't have done both the batteries and the car. Mm. So at a certain point, I had to make a choice. And unfortunately, the choice was to drop the car, but continue with the batteries and concentrate on bringing out other products. So we're able to do more products and we're able to do the batteries.
but unfortunately not the car. And did Dyson have an advantage when considering the structure of the automotive industry? Could you tell us your view towards the automotive industry, the structure, I think? We had a disadvantage because we were starting from scratch. And to a certain extent, people who supplied us with things obviously saw an opportunity to charge a bit more because we were new. Mm. And also our volume was relatively low. So we were kind of less attractive to them because we couldn't offer them huge, promise them huge volume. And did the electric vehicle project force Dyson to make trade-offs? I'm sure it must have, because you know, it was a big project and I worked half of my time on it and a lot of our engineers were working full time on it. So yes, it was a disadvantage in that sense, but a huge advantage in that most of the engineers and the staff working on that car have come over to the Dyson side of the business, doing our vacuum cleaners, hair dryers, and our new zone purifiers, but all the and developing batteries, all the other projects we're doing. So we've had this influx of talent. So there's a disadvantage and an advantage, as so often happens. And do you think still a market worth challenging for the entrepreneurs like you in your youth? Do you have any advice for them? Oh, it's much easier now than when I started. I mean, you think that I might say that to show how difficult it was. But nowadays, there's lots of money for startups and there's a really good environment for startups. When I started back in the 1970s, there was no money for people like me starting up and nobody thought it was worthwhile doing it. So it's a really good environment now and I would encourage people to do it. It's a very, very exciting thing to do. And you can borrow money. And there are angel investors who want to support startups. Mm. Is there any possibility that in the future, the Dyson is going to try the EV market again? Not the near future, Possibly. And particularly because I'm passionate about it, because I've been concerned with pollution, particularly diesel exhaust pollution, for many years. And in the book, you mentioned your favorite Honda Supercar and Sony Walkman. And you also write that Japan has a unique and illustrious history when it comes to innovation. But however, to be honest, it seems to me that the Japanese industry manufacturing are still struggling to make design and the technology come together, to crystallize those two factors together. In the page 185, you said, in those days, this is the, you know, when you try to sell the certain old type of Cyclone machine in Tokyo, and you are searching for some, you know, managers in Japan. And in those days, Japanese businesses were very traditional. And the older you were, the wiser you were considered to be. And I feel, being honest, it's still the same. Can you give us some reaction on that? It's a very big question. Yeah, I mean, no, let's firstly say that you know, Japanese companies, Honda and Sony, for example, and I've got here my original underwater Sony Walkman, which I've had for many years, a treasured possession. You know, they were, Sony and Honda were inspirational companies for me. Honda for its innovation, and in particular, its continuous improvement. So that everything worked really well. And my Honda 50, which I had when I was a student, was a remarkable motorbike. It never went wrong. It's very economical, very cheap to run. Mm. It was a brilliant vehicle. And Sony, with their brave, you know, Sony wanted to bring out a tape recorder, which didn't record, it just played back. I mean, that's a very, very brave thing to do. Rather than adding lots of, most people were into adding more and more features to products. And Sony decided to not have any features at all, just to play back music. Mm. What a brilliant idea. And it spawned, obviously, the iPod and everything else that's followed. Mm. Japan, has, I mean, still, we buy wonderful technology from Japan.
and automated production lines from Hirata and all sorts of things. It's a very good place for us to go, and indeed developing battery technology, which we've done in Japan. So Japan has the ability to do it. I take your point about young people not having experience. Therefore, they shouldn't be in charge of things, and they're not capable of developing new technology or new products. I fundamentally disagree with that. Mm. And I've made it my job to only employ graduates at DICE. We only want graduate engineers and now undergraduate engineers. Because I believe that in this fast-changing world where we must innovate in order to survive, and it's very, very competitive now globally, young people are better able to do this. In not having experience is actually a good thing, because you're willing to experiment, you're willing to try something different. And I'm afraid experienced people often know why something won't work. But I believe in naive questions and a certain naivety. I know this is the wrong way to do it, and it's not what the experts say how it should be done. But I'm going to try this way to see if it works, see if I can make it work. So because we're innovating all the time, wanting to bring out new technology all the time, do better and better electric motors, these are tiny new electric motors here, which are new, go at 150,000 RPM, whereas motors are 20 or 30,000 RPM. We're doing something different. There's not much point in having experienced people. You want people who want to pioneer, who are brave and who have no fear of failure. Experienced people are naturally afraid of failure because they ought to know better their experience. But people want them for their experience. And it's nice to have one or two experienced people around, but on the whole, we want inexperienced people. Mm. And I think Japan has all the capability to be world leaders in technology and to do ever more exciting products like the Sony Walkman and the Honda 50. Mm. I think it's a matter of confidence and belief in yourself. Mm, I see. I've been traveling to Japan for 40 years, and I have a great passion for Japan. And I often think the Japanese are very like the British. Mm. We're both very self-effacing and modest. Mm. Sometimes that's not a good thing. Mm. Sometimes we need to show more confidence and believe in what we're doing. I see. And 5,127 prototypes, you call it mistakes or experiences or something other than, what is the 5,127 prototypes? How do you call it? What is that? What were that? Well, I'm glad you brought that up. And I talk about that because I think there's an assumption by people that in order to make a product like a new technology electric motor or a wonderful Walkman, you just make it and do it. That's what engineers do, and they get it right first time. But that simply isn't the case. Any new technology you develop doesn't work. And you have to go through the painful process of making it work. And it can require many thousands and even hundreds of thousands of prototypes before you make it work. And yes, it's in my case, it was 5,126 failures before I had the 5,127 success. It looks like a success and it looks like it just happened, but it didn't. It was a series of logical step-by-step development, lots of failures along the way, and then eventually success. And success comes from hard work and determination and the ability to bounce back from failure. So that's why I talk about the number of prototypes, because I think it's an important life lesson. Yeah. And by the way, although it took me 5 years, and I went into the workshop every day building prototypes and conducting tests, I loved it. It was a wonderful time in my life. It was a frightening time because I was building up this huge debt with the bank. But on the other hand, it was a wonderful roller coaster ride. It was a very exciting thing to do. I see. Okay, let's go back to the main topic of this book. It's all about, of course, the innovation.
And I think the most important essence of this book is page 2. So you said, it is more about accepting failure to be able to achieve the moment of ultimate success. And this is the thing. And can you give us, you know, it would be very happy if you give us a strong message as a legendary engineer, you know, to the entrepreneurs and the business people in Japan. We're all taught at school that failure is a bad thing. We must get the right answer first time, or we're not a very good pupil. And that's certainly how I was brought up. And I think we need to change that a bit. I think we should encourage people to experiment and fail and learn through failure to overcome that failure, to learn how to solve the problem. And you learn much more if you've done the experiment and you've learned it viscerally. So as you've quite rightly said, a lot of the book is about understanding that life is about experimenting, learning through experimentation, rather than learning through being taught something, and realizing that, you know, to make progress, to do something different, to create wealth, you're going to have to go through failures and learn to overcome those failures. And I just wish that schools, as well as teaching, you have to impart knowledge in schools. I get that. You have to do a lot of learning by rote, as they call it. In other words, being taught things. But a part of school, and certainly a lot of university, should be about having an idea and trying to carry it through and learning to overcome the inevitable failures that you come across. And that experience, learned viscerally, will be ingrained in you far more than something that someone has told you. I see. Thank you very much, Sir James Dyson. So it was a great honor for us at TV Tokyo. Thank you very much for joining us. Indeed. Well, thank you. They were excellent questions. Thank you very much. And great to meet you again. Thank you very much. Great to meet you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sayonara. Bye-bye. Arigatou gozaimashita. I'm going to stop this.